あなたは今、ガンガプラサドベトワルの小説を聞いています。フルオーディオを聞く。今日、バサンテはとても忙しいです。彼が知っていた若者は皆村を出て行った。村中の若者たちは自分たちの将来を築くために都市や海外へ出ました。バサンテさんの心の中にも、 海外に行くという考えが時々浮かぶことがあります。バサンテは彼の周囲の環境を観察しています。丘は彼を愛しているようです。まるで下の川を流れる水が彼の心の歌を歌っているかのようです。木の葉が揺れています。バサンテはどこにも行かず、私たちに寄り添ってくれるようです。 自然は思ったことを言うことはできなかったが、それらのことはバサンテの理解の中でのみ起こった。バサンテは貧しい家庭の少年です。彼の母親は彼が幼い頃に亡くなりました。彼の父親は二人の息子のために別の母親を連れてきませんでした。祖父、祖母、おじ、おば。 いとこも数年間バサンテの家に住んでいました。しかし、祖父、祖母、母が亡くなり、おじ、おばは別居を始めた。現在、バサンテの家には、バサンテの父親、バサンテ、そしてバサンテの兄弟の三人だけがいます。バサンテは家の悲しみをよく理解しています。父の病状を察し、 できる限り父の仕事を手伝う。彼は弟を平等に愛するつもりだ。少人数の家族はある意味良いのですが、村の環境の中でも財政不足に追われています。バサンテは家族の責任が私の肩にのしかかっていることを理解し始めました。彼は何らかの責任を負いたいと考えています。 ある日の夕方、夕食を食べた後、バサンテの家族は寝ようとしています。バサンテの父親は、ほぼ毎晩、息子たちに新しい知識を教えるのが習慣でした。その夜、バサンテは父親と兄に、どうすれば最初から進歩できるかを話し始めました。父親もバサンテの言葉と概念を聞いて幸せになります。 現在、バサンテ君の父親は、息子が体が大きいだけでなく、賢く成熟していることにとても満足しています。はい、バサンテは村の高校からクラス12に合格しました。彼の友人の多くはパスポートを作成し、お金を稼ぐために海外に出稼ぎに行っていますが、 バサンテさんの心の奥底にある願望は高等教育を取得することです。村には第12基準以上の教育を受ける教育機関がないため、バサンテの心は悲しくなり始めます。彼の頭の中で様々なことが動き始め、様々な可能性が浮かび上がります。しかし、 そのような確実な可能性は実現しませんでした。バサンテは、カトマンズに行って仕事をすれば、間違いなく高等教育を受けられるという結論に達する。さて、どうやってカトマンズに行くことができるでしょうか最初は誰が私を助けてくれるでしょうかなどなど、バサンテの心の中で疑問が鳴り響き始めます。 バサンテの心に疑問が浮かんでは消えていきました。彼はカトマンズの信頼できる隠れ家を見つけることができません。彼の父親は、カトマンズに行くという息子の心の奥底にある願望、欲望、そして確固たる計画がそこにあると推測し、ある日、彼はバサンテに言いました。息子。私は幼い頃。 下のガイリガオンのパンディットバジェの息子と友人関係にありました。私たちも同い年でした。私たちは会うたびにいつもとても仲良くしていました。パンディットバジェも私をとても愛してくれました。ボロ布も買われることもありました。当時、パンディットバジェは私の友人、ミッチョ、オバナラスに留学させてくれました。 少し後、パンディットバジェも家族全員でタライに移住しました。移住から数年後、友人の父親パンディットバジェが亡くなりました。私の友達の名前はハリナラヤンです。彼は現在カトマンズの大先生術師です。カトマンズのガウリガートでは、先生術師ハリナラヤンにちなんで誰もが彼のことを知っています。 息子よ、彼の名前を心の中で覚えておくべきです。カトマンズのどこかで問題を抱えているなら、彼に昔のことを思い出させてください。もう30年以上も前のことだ。彼は何を思い出すでしょうか父親の話を聞いた後、バサンテは確信しました。なぜなら、 それまで彼はつ葉の存在すら知らなかったし、父親から彼のことについて聞いたこともなかったからです。バサンテの心には厚い壁ができた。彼はカトマンズに行くという夢が叶うと感じた。石あるところに道は開けるということわざがあるように、カトマンズで何をするか。 どこに滞在するかという問題は頭を悩ませることはなくなります。彼はパンチタールからカトマンズに行くところだどうやら父親はヤギを売って経費を節約し、こう言ったようです。息子。ここからカトマンズに行くにはジャパを通らなければなりません。私にはジャパのビルタモドにサンダーラバティという幼馴染みがいます。 彼はカカドビッタからダーランまで車を運転します。会えば助けてもらえるかもしれません。父親の祝福を心に留めながら、バサンテはジャパ経由でカトマンズへの旅に出発しました。まるパンチタール地区の村からカトマンズに向かって歩いていたバサンテさんはビルタモドに来て、 父の言葉を思い出しながらサンダーラバティを探し始めた。これほど広い環境の中でサンダーラバティという人物に出会うことはできなかった。彼はサンダーラバティという名前の人が四五人いることを知りましたが、サンダーラバティには会えませんでした。スンダルラバティとの会談は重要ではないと考えた彼は、 ビルタモドからの夜行バスのチケットを予約し、カトマンズに向かった。行きましょう。カトマンズのバスが出発します。副運転手がドアから叫んだ後、バサンテはバスに乗り込み、B6 の座席に座りました。彼の隣の席は空いていました。バスはとても混んでいて、みんな村を出て街に入っていくようです。 バスが動き始めた後、バサンテは車掌にこう言います。おい、お兄さん、ここで人を見失ったの。彼は言う、この席は予約されており、ダマックから登ると言われています。バサンテは再び訪ねますダマック兄弟はどこですか指揮者、少し笑います。乗客たちも笑います。ある時点で、 バサンテはショックを受けて閉じこもってしまいます。バスは前に進みます。夜、バスは高速で進み、途中でダマックに到着します。ダマックから乗車する乗客もいます。中年男性もやってきて、バサンテの席の隣に座る。こうやって頭を上げて、その人に目を向けるだけで十分です。時々、 父親と同じようにその人の年齢を推測し、もしこの人がパンクタールに所属していたらどんな人だったらいいだろうと心の中で考えている。バスはどんどん進んでいきます。一瞬の沈黙の後、バサンテはその男に尋ねた、あなたはカトマンズに住んでいますかそれで、あなたの名前は何ですか その中年男性も話すのが遅かった。同じ席に座っていても、騒がしいとおじさんとして話し始めます。彼はバサンテを紹介し、こう言いました私の名前はサンダーラバティです。ダマックの私の家はドゥクルパニにあります。ドゥクルパニはダマックのメイン広場の少し上にあります。カトマンズに引っ越してきました。 カトマンズでの一週間の滞在も可能かもしれません。突然、バサンテは沈黙に戻ります。彼の心は混乱している。石を探したら神が見つかった。バサンテはいろいろなことを考えます。ビルタモードでサンダーラバティを探して歩いた。結局、彼は私のところに来ました。しばらく沈黙を破り、 バサンテは言いました。おじさん、いつパンフタールから来たのですかサンダーはなぜ兄弟、という、パンチタールには行ったことがない。バサンテはもう一度尋ねます。パンチタールはあなたの古い家ではありませんかサンダーは言います。いいえ、兄弟、私の家はダマックドゥクルパニのものです。そして私は前に言いました。そして、 バサンテはもう一度尋ねます。おじさん、古い山の家のことですかサンダーは言うああ、あなたは私たちの父の丘の家について尋ねてきました。それがテラサム地区です。バサンテは言いますパンチタールにはあなたの兄弟がいますよね。サンダーは言う私たちの兄弟姉妹はここパンクタールには誰もいません。 サンダーラバティと短い会話をした後、バサンテは少しがっかりしました。好奇心旺盛なバサンテの話し方が少し前に落ち着いたのを見て、サンダーラバティは一人でおしゃべりを始めます。ジャパカトマンズの夜行バスの旅は一晩の旅です。多くのものがあります。旅の途中、二人は習慣や年上のこと、 その他あらゆることについて質問されます。バスはラルガルという市場で夕食のために停車します。サンダーラバティは夕食のためにホテルに行きますが、バサンテはバスの中でダルモス、ベー、水を食べています。食後、サンダーとバサンテの会話がしばらく続く。その時までに、バスの乗客は全員すでに眠っています。 他の乗客が寝ているのを見て、自分たちも眠くなり。バスの揺れの音で眠ってしまう。途中には大小様々な駅が行き交います。バスは大抵どこかに止まります。乗客も閉鎖された車線に座っている。朝、バスの中でマグリンでお茶の朝食をとるように命令が出される。バスもここでしばらく停車します。 乗客全員が何らかの形で新鮮になります。バサンテさんはムグリンからカトマンズへの旅行中に、もうすぐカトマンズに到着するのではないかと感じています。今、バサンテはサンダーにたくさんのことを尋ねたいと考えています。そしておじさんは何回カトマンズに行きましたかサンダーは言う、兄弟。 いつもはそうだけど、今はカトマンズではなくラリトプルの泣きポットという場所に数日間住むつもりだ。私の親戚の家はそこにあります。そしてどこに泊まるつもりですかバサンテは言います。おじさん、私は初めてカトマンズに行きます。しかし、バータモットとダマックも私にとっては初めてで新しいものでした。 夜のバスのチケットを買う口実でビルタモドを少し回りましたが、ラマックはバスの中で見える程度しか見えませんでした。カトマンズはどうですかサンダーは心の中で考えます。どういうわけか、この男は私を追いかけていません。予防策を講じます。彼はバサンテにもう一度尋ねました。カトマンズのどこに住んでいますか どこへ行きますか誰の家に住んでいますかそして今後はどのように勉強していきますかバサンテは言います、おじさん。それは私にとって決して簡単なことではありません。ここ出身の人は誰も知りませんが、カトマンズは大きな都市です。徐々に順応していくだろうとみんなが言っています。 最初は難しいかもしれません。さあ、何が起こるか見てみましょう。ところが、お父さんの友達も来ているんです。代わりに、知っていますか彼の名前は先生術師ハリナラヤンです。彼はガウリガットに住んでいます。サンダーは言う、兄弟、私は先生術師ハリナラヤンを知りません。 ガウリガットと呼ばれる場所は牛舎の近くです。少しだけお手伝いさせていただきます。残りはあなたがやらなければなりません。ほら、カトマンズは広いところだよ。カランキでこの車両を降りて泣きポットラリトプルへ向かいます。このバスに乗り、バスパークで降りて、パシュパティーガウシャラ行きのバスに乗り、ガウシャラで降ります。その後、 カシュパティナートを訪れます。そしてガウリガットそこで父親の友人に会う。そして新しい生活を始めましょう。でも、ほら、彼はあなたが思っているような友人かもしれないし、あなたの考えとは違うかもしれない。気づかないかもしれません。父親の友人ミットブバに会えない場合は、ガウシャラのダラムシャラもあります。 少ないお金で数日間滞在できます。私があなたの父親の友人ではないとしても、あなたは私をあなたの父親の友人として覚えているかもしれない、とサンダーラバティは言います。アールズをあげます。500あれば助かりますし、お金ももらえます。バサンテはそれを受け入れるのが難しいと感じています。 彼はお金を保管しておいてくださいと言ってそれをあなたに渡しました。そんなことを話しているうちに、バスはカランキに到着するところだった。最後に、サンダーはこう言います。見てください。兄弟、父親の友人が見つからないなら、私の親友はカナルです。彼の電話番号を教えます。彼に電話すると、 彼はたくさんの人を知っています。たとえ人を知らなくても、彼は人を見つける能力がある彼は。あなたが確信できるように、カナルジの電話番号をバサンテに教え、最後に、たとえカナルジの電話がオフになっていても、電話を検討してください。その人は親切ですが、多くのことを気にする必要はありません。と言いました。 そして私のそばから彼に甘い思い出を伝えてください。別の仕事で来ました。バサンテ、笑いながら首を横に振る。バスはカランキチョークに止まります。スンダルラバティは別のバスに乗って泣きポットへ向かいます。バサンテも同じバスでバスパークに到着し、下車する。バスパークから別のローカルバスに乗り、 ガウシャラで下車します。彼は混乱してパシュパティを訪ねます。彼は父の友人ミツバについて多くの人に訪ねます。彼の言うことを聞かない人もいます。聞いた人も知らないと言います。彼は多くのことを試みますが、何もうまくいきません。サンダーに言われた通り、彼はガウシャラに到着し、 ダラムシャラに滞在します。翌朝の状況は早めにバサンテを迎えます。昨夜のように部屋で眠ることはできなかったが、彼は早く起きた。アナンドさんのベッドはダラムシャラーの夜のバスよりも良いですが、 眠れない理由は現状と将来の不確実性であると考えられます。とにかくバサンテは勇気を失わない。電話機、携帯電話、さえ持っていない彼にとって、カトマンズでの日々に対処するのは決して簡単ではありません。ダラムシャラの門が開くとすぐに、彼はパシュパティナート寺院を訪れます。 彼が今日行ったパシュパティナートのダルシャン体験は、昨日のパシュパティナートのダルシャンとは異なっており、より偉大であるように思えます。彼はパシュパティナートの地域内でシャンカール教を見て喜んでいるだけでなく、より大きな経験をしていることにも気づきました。パシュパティ地方を訪れると彼は私服の感覚を覚えます。 それは彼がこれまで経験したことのない種類の喜びでした。彼はパシュパティ地域内を歩き回っているため、様々な場所を歩き回ることができます。やがてお腹がゴロゴロなるのを感じる。お腹が鳴る音は朝食を食べる時間を知らせます。彼は時計さえ持っていませんでした。彼はそこであった紳士に今いつかを尋ねます。 紳士はバサンテをしばらく見て、こう言いました。もうすぐ12時です。兄弟。バサンテは言う、兄弟、ここで少なくともお金を払って、清潔で純粋でシンプルな食事を提供するホテルをどこで見つけることができますか紳士は言います。もう一度見てください。兄弟。なぜホテルが必要なのでしょうか 彼はそこで食事を提供しています。そこに行って、無料のライスプディングと野菜を食べてください。紳士は指でこちらを指して先へ進む。バサンテは再び混乱する。他の人によると、カトマンズは彼にとってそれほど簡単ではなかったそうです。パシュパティの旅はシドラの仕事だ。彼は村でこの言葉を何度も聞いた。 今日突然、このことわざが彼の記憶に新しく残りました。とにかく静かにダイニングエリアに向かって移動します。プリンや野菜を食べるために並ぶ人もいます。彼はまた、行列に座り、温かいプリンと野菜をどんどん食べます。ライスプディングを追加しながら、後でお金を要求されるとは思っていませんでしたが、 以前あった真士の言葉に確信を持っています。だから彼は不注意なのです。ライスプディングを食べた後、ライスプディングを食べる人はみんな動き回ります。誰も彼らのことを気にしません。そうすれば彼は確信する。食事は無料です。彼の心の中にはいつもここでの無料の食事のことが考えられているのでしょうか。 という疑問が生じます。答えは頭の中に見つからず、そこで出会った別の紳士に尋ねます。お兄さん、ここでは食べ物はいつでも無料ですよね。彼はその紳士に、以前に食事をした場所について質問します。紳士は言います。兄弟、ここだけでなく、あちこちで、正午にはいつも昼食があります。 だからこそ紳士は目的地へ向かうのです。現在、バサンテさんはカトマンズで上で死ぬことはないと確信している。しかし、彼はダラムシャラーに永遠に滞在できるかどうかを尋ねたいと考えており、それを確かめたいと考えています。お腹がいっぱいになると気になること、バサンテはあちこちから様子を観察する。そこで彼は、 キリアプトリの建物、どこかで目浴する小川、どこかでパンディットの鼻歌、どこかで人の往来が激しく、建物の後ろから煙さえも出ているのを見ます。今日、彼の当初の問題は解決されました。しかし、彼はこれからの日々について考え始めます。 彼は父親の友人ハリナラヤンを知っている人に会いたいと思っており、そこで誰かが見つかったかどうかを尋ねたいと考えています。しかし、そこに来る人々からは、先生術師ハリナラヤンを知っている人は一人もいない。その時、彼はサンダーラバティが言ったことを思い出します彼はカトマンズのダマックのカナールを知っています。 たとえ彼らが知らなくても、彼は何とか知ることができます。彼はサンダーラバティがメモした携帯電話番号を確認しましたが、電話をかけられる携帯電話はありませんでした。彼は解決策を見つけ、誰かに携帯電話の番号をダイヤルしました。そこから声が聞こえます。 この時、あなたがダイヤルした携帯電話の電源はオフになっています。同様に、翌日もバサンテはパシュパティナートのダルシャンから始まります。彼はある程度経験を積んできた、まるで何人かの知り合いのような境地に達している。午後の12時頃でした。前日そこで食事を提供した人が彼に電話して、 兄弟は食事をするつもりですかと尋ねました。はい、バサンテはその答えに簡単に同意します。男はもう一度尋ねます。何人いますかバサンテはすぐに、私は一人です、と答えた。男は、食事の準備ができています。暇なら一緒に来てください、と言い、男は先へ進みます。 食べ物を管理する送り主が何かを受け入れなければならないと言うと、バサンテは彼に従います。彼らは川岸へ行きました。そこには僧侶らしき人がいた。バサンテの食料提供者はその人に、ババジは食料を受け取るべきだと言いました。ババジは、それは食べられないと言い、その後、他の人のところに行き、 聖なる食べ物を食べて欲しいと頼みます。彼は食べられないと言う。すると、もう一人のババらしき人が食事に行って欲しいと頼まれます。自分も食べられないとも言っています。バサンテだけでなく、バサンテの食料提供者も驚いている。食事提供者はババ時に食事を拒否する理由を尋ねます。賢い子がババさんに、 食べ物を食べてもいいけど上司の許可が必要だと指摘しました。バサンテの食料提供者は、ババに指示されたボサババのところへ行き、こう懇願する。お願いします。ババを食べなければなりませんかボサババは言う、何人で食べるべきですかボサババの質問を聞いた後、 食事提供者はこう言いました。20人分の食事が出来上がりました。食べなければなりません。ボサババさんは言う、少年たちは食べ物を食べられるかもしれないが、少年たちはそれを提供する人一人につき100ルピーを請求する。あなたが同意すれば、彼らはそれを食べます。それ以外の場合は、 他の人のために試してください。バサンテはボサババの答えを聞いて驚くが、食事提供者もそれは驚くべきことであり、こう言う。ババジはまたしても気にしないように進めますが、そのサークルではお金を受け取らずに食べるという伝統はありません。最後にしだし人はボサババに懇願する。ババジは50人。 20人の割合で食事をしなければなりませんでした。その後、ボサババは条件を出します。50ルピーで食べなければならない場合、それ以上食べることを強制することはありません。食事は50ルピーまでという協定が結ばれている。バサンテと食べ物を与える人は、20人のババのような人たちを連れて、 食べ物が提供される場所に戻ります。食事の準備ができました。皆は急いで食事をし、お金を持って目的地へ向かいますが、バサンテはこの奇妙な出来事を見つけて見続けます。そこでバサンテが観察している、今日は食品職人の親戚であるキリアの最終日です。 愛に行き交う人々の列が延々と続きます。親戚に食べて欲しいと頼まれても、言い訳して果物は一個しか食べません。パシュパティの物乞いは上では死なない。このことわざは村のバサンテに聞かれました。このことわざは今日も彼の心に残りました。バサンテさんもその日を同じように過ごした。夕方。 彼はダラムシャラに行き、眠ります。前日の睡眠のおかげでよく眠れます。彼は眠っている時に夢を見ます。カナルが夢の中に現れる。カナルと彼の友人である先生術師ハリナラヤンとの知り合いも古い。カナルが彼を三つぶに合わせてくれたので、その夜の夢を見て彼は幸せで安全でした。 バサンテは朝早く起きます。バサンテはダラムシャラで沐浴し、パシュパティナートを訪れ、すぐに戻ってきました。ほとんどの人はダラムシャラーに長く滞在しません。彼ら流行ってきて、数日間滞在し、そして去っていきます。バサンテさんは、ダラムシャラーでの滞在が長くなるのではないかと心配している。 彼はカナルに電話して会おうと考えている。彼は有料の食事をとる代わりに、無料の食事のシステムを利用します。ライスプディングと野菜をたくさん食べます。そして、男性の携帯電話からカーナルに電話をかけます。カナルの電話が鳴ると、バサンテの心は幸せになります。バサンテは言うこんにちは。 カナルアンクルナマステカナルは尋ねます。こんにちは。誰と話したいですかバサンテは言います。私はパンチュサーのバサンテです。とにかく会わなければなりません。私はガウシャラのダラムシャラに滞在しています。カナルは尋ねる。なぜダラムシャラーにバサンテの答え、おじさん。私は初めてカトマンズに来ました。 ラマックのサンダーラバティさんからあなたの電話番号を教えてもらいました。カナルは尋ねるそれで、サンダールはいなくなったのですかバサンテは答えた、彼はカランキから去り、ラリトプルに向かった。仕事とは何ですかカナル、それで、なぜ彼は私の番号を教えたのですか バサンテだからあなたは私の父の友人を知っています。カナル、あなたのお父さんの友人の名前は何ですか彼らは何をしますかバサンテ、先生術師はハリナラヤンです。ハリナラヤン大ってガウリガットに住んでる先生術師じゃないのバサンテは言いますはい。はい、彼はグリガットに住んでいます。カナル、ああ。 坊や、これをして、今すぐダラムシャラーを離れるべきです。バスでここに来てください。ババルマハルは最初に荷物を持ってやってきます。バスでお越しください。ババールマハルチョークに来たら、降りて商務省の後ろに来てください。カナルは店主なら誰でも知っています。もう少し早く来てください。お金の手配をしましょう。 心配した、バサンテは言います。わかりました、おじさん。カナルとの会話の後、バサンテの混乱はすべて終わりました。なぜそのような波が彼に来たのか、彼自身はわかりません。5日間のダラムサラ滞在を終え、バサンテさんはバスでババルマハルへ向かった彼はバスに乗っているとき、 カナルおじさんの様子はどうだろうかと考えた。バスは各駅に停車し、1時間でババルマハルに到着します。荷物を持ってバサンテでバスを降ります。ババルマハルから左手に入ると、ホテルの前の長ベンチに座って談笑している人たちがいる。バサンテは横に行って尋ねます。カナルおじさんはここのどこに住んでいますか その長い男の中に座っている人の一人が逆の質問をします。それはダマックからのカナールですかバサンテは首を振って、はい、と答えた。すると、そこに座っていた人の一人が立ち上がり、少し道路の方に来て、バサンテに道を教えました。ここから直進して少し左に曲がり、 右側の道を進んでどこで曲がるか尋ねると、店主なら誰もが知っているかなる。正確に到着します。聞いてみましょう。尋ねなければならない場合は、歩行者に尋ねるのではなく、知らないかもしれない店主に尋ねてください。バサンテは幸せになった。かなるおじさんの人気は良いですね。しばらく歩いた後、 店で彼は尋ねました。彼はもう少し言い、それからもう少し尋ね、そこから彼はもう少し言います。彼は続けて尋ねます。おじさん、カーナルは反対側に座っています。店主の間でのカナルおじさんの人気も特別な理由である可能性があり、何が起こっても彼はカナルおじさんに行きます。 かなる、おじが部屋に座っています。キッチンルームともう一つのベッドルーム。ベッドルームにベッドが2台、キッチンにベッドが1台あります。かなる、おじの息子2人を含む4人家族。かなるは魅力的な性質を持っており、賢いですが親切です。バサンテは好評でした。かなるおじさんは息子に、 ミルクと砂糖を入れてお茶を入れに行くように言いました。次男は十二年生ですが、物を取りに行くのが怖いです。父親、どこでも支払うしかないと言います。行くのが恥ずかしいと息子は言います。カナルは言うもう少し先の店に行って、ババがくれると言ってください。息子は久しぶりにミルクと砂糖を持ってやってきます。 バサンテはカナールのアパートにとても満足しています。実はカーナルの家族の起源もパンチタールです。だからこそ彼らは感情的に近いのです。カナルはバサンテの父親の友人であるハリナラヤンと知り合いで時々会っています。カナルは 多くの出生図を見ている先生術師ハリナラヤンの星占いをよく知っています。カナルとバサンテの会話はうまくいきます。カナルは言いました、某、数日間私と一緒にいてください。その後、お父さんの友人の家に連れて行きます。バサンテ、わかりました、おじさん。カナル、明日はカトマンズ中をご案内します。 カトマンズもぜひ訪れてみてください。バサンテ、おじさん、こんな大きな街を一日で訪れることができますかカナルは言う、旅の仕方を知らなければならない。それは楽しいことだ。心配しないでください。バサンテは言います。わかりました。バサンテはカーナル家のメンバー全員と知り合います。 彼はみんなが面白いと思っている。まるで親戚のような家族のような気がします。次の日は明るいです。朝、カーナルのアパートではジャーナリストたちが新聞を投げる。カナルさんは朝、お茶と朝食をとりながら新聞をすべて読むことができます。朝からカナルに会いに来る人たちの賑わいもいいですね。 バサンテ氏によると、カナル氏の知人は国王から国民、ネパールからアメリカまで多岐にわたります。お茶と朝食の後、カナルはカトマンズ訪問に行かなければならないと言ってバサンテの準備を整えます。バイクを2回蹴ると発信します。朝食を食べた後、カトマンズに行ったらまた来ようと言って、自転車に乗ってカナールへ向かいました。 カナルラトナ公園までは自転車で直接アクセスできます。2分以内に彼はラトナパークについて説明し、自転車を前に進めます。次にハヌマンドーカ警察署、そして彼らはスンダラ刑務所を見せます。それから彼らはシンハーダルバールを回り、最後にパシュパティを連れてガートバイディアの下にあるブラフマナルを回り、 自転車でババルマハルに戻ります。食事はお部屋でご用意しております。彼らは食べ物を食べます。食事の後、バサンテはおじに尋ねます。おじ、カトマンズはすべてです歩き回るかなる、それはそれです。カトマンズ少年。わかる人には簡単、わからない人には不安。バサンテ、わかりやすいですよ。おじさん。 カナルは有望や、ゆっくり理解するだろう。誰が気にするバサンテハイ、カナル、明日は緊急の会議があります。明日の朝、お父さんの友達の家に連れて行きます。今日はこの辺りを散歩してみましょう。育てられた犬はカモシカを殺さない。について考えるバサンテにとっても、カナルおじさんのことを理解するのは難しい。 理解してもしなくても、人は良いものだと感じます。その夜と翌日、彼は一人でバワラマハルの周りを歩き回ります。バサンテは、もうすぐ父親の友人に会えるだろうし、彼女の未来は素晴らしいものになるだろうと想像している。彼は今日、暇な時に手紙を書いて父親に送っています。 郵便局の出張所はババルマハルにあります。彼に手紙を投函するのも簡単です。翌朝、カーナルはバサンテを自転車に乗せて先生術師ハリナラヤンのもとへ連れて行く。カナルはハリナラヤンの家を守っているので、彼らはすぐに到着します。高速走行中のバサンテの頭の中では、 様々なことが考えられます。その間、彼らは先生術師ハリナラヤンの家に到着します。先生術師ハリナラヤンの家には、バサンテが予想していたよりも大きな敷地があり、車が8台か10台収容できる。先生術師ハリナラヤンの車も高価です。1階には先生術師ハリナラヤンの運転室があります。 全体として、インド系の家族やビジネスマンだけでなく、ネパールで社会的、経済的、政治的アクセスが高い人々が先生術師ハリナラヤンのサービスを求めに来ます。先生術師ハリナラヤンのライフスタイルは貴族的です。先生術師ハリナラヤンはカーナルを見るとすぐに彼を抱きしめます。 彼らの神話性は非常に強いようです。カナル氏とバサンティアレ氏は3階の会議室で盛大な歓迎を受けた。お茶はリビングルームにすぐに来ます。誰もがお互いをオープンに知っています。ハリナラヤンの妻もリビングルームにやってきます。カナルと先生術師の家族との知り合いはずっと昔に遡ります。 先生術師は儀式的な事柄に熟練していますが、カーナル人は実践的な事柄に非常に熟練しています。カナルは先生術師ハリナラヤンとバサンテの関係について新たな事実を明らかにする。カナルは言う聞いてください。兄弟、私はあなたが学者であることに同意しますが、人生には秘密があります。 あなたは今日までその秘密を知らなかったかもしれません。先生術師、それは何ですかカーナル兄弟。カナル、今日私はここで人生の重要な出来事について話します。今日の偶然も明らかにする必要がある。今日は義理の姉妹がここにいます。あなたと私。聞きたい場合にのみ言いたいのですが、 そうでない場合は言わないでください。ハリ兄さん。先生術師、それは今日語らなければなりません。カーナル兄弟。カナル、この話は興味深く、重要で、今日語るのにふさわしいものです。先生術師、今すぐ聞いてください。カナルでは聞いてください。ハリナラヤンの兄弟とバサンタの父親は、 幼い頃は友情に加わりませんでした。私はハリニーの父親を偉大な父親だと思っていました。父はハリニーをとても愛していました。ハリニーは生まれた時から重い病気を患っていました。山でどれだけ薬を試しても効果がなかったので、その後、 父親はハリ兄弟の身元を証明するために先生術師ダンクタのところへ行きました。先生術師が儀式システムを見た後、この少年が生き残る可能性は低いです。惑星の状態は非常に厳しいと言われています。ハリニーの父親は今後何が起こるかを非常に心配しており、解決策を求めています。 先生術師は彼に同い年の男の子と友達になるよう言いました。息子の惑星の位置が逆になります。何かが起これば、それはその少年に起こるだろう。私が死んでも同じ少年が死ぬだろうと言われました。ハリニーは当時3歳でした。友情を育む同い年の少年を探していたところ、 バサンテの父親が見つかり、友情が芽生えた。ハリニーは亡くなった日以来、病気にならなくなりました。父は心配していました。トゥラブバとはハリ兄弟の父親を意味します。息子の様子を聞きに行くときは、服も持ってくるはずです。バサンテの父親は時々病気になります。そして再びハリニーが5歳になった後、 ハリニーの父親は同じ先生術師に会うためにダンクタへ行きました。息子が勉強する時間です。息子に先生術を教えたいと思っています。飼い仲が問われている、先生術師は物事はとても良いと言い、ハリニーの父親に適切なアドバイスを与えました。 同じ先生術師はバナラスにある教祖アシュラムの住所を教えて、鑑定のために送ってくれるように頼んだ。同じアシュラムで、父親はハリ兄弟を勉強に連れて行きました。そしてあなたは先生術師、学者になりました。ハリ兄さん、先生術師か評論家になるためのちょっとした秘密は、 ずっと前にあなたのお父さんから教えてもらいました。彼は誰にも言わないでと言いました。しかし今日、バサンテさんは高等教育を受けたいという理由で、勇気を持ってパンチタールからカトマンズにやってきました。父の友人のハリナラヤン先生術師は知っていますが、道で今日は強い日だ、どこから来たの ここに連れてきたの、と尋ねました。さて、ハリナラヤン兄さん。バサンテがあなたの担当です。読みたいだけ教えてあげれば、必ず役に立ちます。カナルはこの件をここで終わらせる。その場にいる人たちはみんな、耳がきちんと立っています。みんなその話を興味深く聞いていました。 先生術師ハリナラヤンの妻はバサンテの手を握り、行こうよ、お風呂に入るべきだ、と言った。それなら食べなければなりません。以下にその場所をご案内します。バサンテは彼女を追いかけます。カナルも休暇を求めてそこから去ります。先生術師ハリナラヤンも仕事を始めます。 今ではバサンテは先生術師ハリナラヤンの家の一員のようになっています。運命の文章もすごい、昨日まで知られていなかった人が今日は自分と同じように実在の人物になっている。バサンテさんは、 自分の考えに従って、父親の友人から簡単な方法で家を見つけました。彼は確信しています。彼には何のストレスもありません。彼は、父と母に誠実に仕え、与えられた仕事を全うしようと心の中で思っています。安全な目的地に到着すると、彼は再び父と兄のことを思い出します。 彼は父親がヤギを売って集めたお金のことを覚えています。彼は歩きながら言われたことを思い出し、サンダーラバティの提案を思い出し、ダラムシャラがパシュパティガウシャラに滞在したことを思い出します。みんな、ありがとう。そして彼は、神が彼を指でつかみ、友人たちのもとに残していったことを思い出した。彼は、 かなるおじさんが自分をここに連れてくるのを手伝ってくれたことを幸せに感じています。彼は自分を素晴らしい人だと思っており、心から感謝しています。現在、バサンテは父親の友人である唯一の父親を父親と呼び、母親を妻に呼び始めています。先生術師ハリナラヤンの妻の主なアドバイスと役割は、 バサンテがこのように語ることです。先生術師ハリナラヤンはバナラスで学んだため、インド人にも影響を与えています。同様に、ネパールで経済的、社会的、政治的影響力を持つ人々が彼の顧客になっています。ハリナラヤンは大金を稼いだ。彼の二人の息子はオーストラリアに留学しています。 彼らは本当はネパールに来たくないのです。キッチンで掃除をしている50代の女性がいます。専属ドライバーが家族と一緒に1階の部屋に滞在しています。ゲートには警備員が立っています。グループ4から雇用されています。キッチンは家の最上階にあります。クック・バンセはおばちゃん。 自分の部屋は上だと言っています。そしてキッチンの隣の部屋には様々な礼拝用品が置かれています。家の3階のリビングルーム同じフロアに他の部屋もあります。3階の部屋には先生術師ハリナラヤン夫妻の寝室がある。広い部屋があり、彼らは好きな時に部屋で寝ています。 家の2階にはバサンテの部屋が割り当てられています。図書館として利用できる大ホールもあります。ゲスト用に2つの部屋が使用されます。先生術師ハリナラヤンは、獲得した栄誉と証明書を1階のすべての部屋に保管しています。バサンテは家の状態に関するすべての情報を取得します。 客室の一つは非常に長く、もう一つは少し小さめです。先生術師ハリナラヤンは、あの長い部屋に座ってクライアントにサービスを提供していました。外の部屋は待合室として使われていました。バサンテさんも通常の仕事スケジュールを持っています。そこに入るとすぐに、彼は携帯電話も手に入れました。 彼は午前中にキャンパスに勉強に行きます。バサンテの仕事は今、10時から先生術師ハリナラヤンの家で決まっています。バサンテは先生術師ハリナラヤンの個人秘書として働き始めました。彼は先生術師ハリナラヤンの仕事のスケジュールを調整したり、クライアントのスケジュールを調整したり、 その他のタスクを実行する責任があります。バサンテの登場により、先生術師の妻の仕事量は大幅に減りました。彼女は退職した従業員のようにリラックスして幸せそうに見えます。先生術師のハリナラヤンは朝起きて、日課の後にニュースを更新し、自習をします。 9時から10時まで彼らは食事をし、顧客にサービスを提供します。あなたが思っているような楽しい状況に遭遇すると、彼はとても幸せになります。この状況に至った今、バサンテさんはカトマンズの社会を現実的に理解し、社会状況を定義する能力を持っていると感じています。 バサンテが仕事を始めた後、先生術師ハリナラヤンもまた、やってくる人々の声に耳を傾けなければなりませんでした。アイデアを得るために、バサンテが小さな小屋に座っているクライアントの隣にこっそり座るように手配されます。お客様にはわからないように行われます。このことからも、 バサンテがあらゆる顧客の悩みや課題に耳を傾けることができることがわかります。中でも秘密で信頼できる先生術師ハリナランのセンターも設置されています。ある日、高級車に乗ったお客さんがやってきます。彼はとても怖くて心配しています。彼らは65歳くらいの背の高い金髪の学者のように見えます。 すべての手続きを終えた新人は、ハリナラヤンの前に用意された席に座り、自分の悩みを打ち明け、解決策を見つけます。その人は職業的には上級弁護士です。先生術師は言うこんにちは、座りましょう。このセンターに来ると、人生のあらゆる問題が解消され、人々は平安を得ることができます。 その後、人は残りの人生を幸せに暮らすことができます。同じです。何のことを言っているのか教えてください。同じことを言いに来た先輩弁護士の競争。私の心もとても混乱しています。それは人生の行為の成果なのかもしれません。先生術師はこう言いました。まさにその通りです。 人々は意識的または無意識的に間違った行動を犯す可能性があります。そこから不安の種がまかれます。たとえ良い行いをしていても、状況によっては心に乱れが生じることがあります。上級弁護士、はい、第一人者です。先生術師、医者に行く時と同じように、すべての病気について話し、 見せなければなりません。難しい臓器、秘密の臓器の病気についても伝える必要があります。同様に、あなたの人生の問題についても話してください。最初からリストを伝えなければなりません。それはあなたの人生の物語を何らかの形で伝えるべきです。その後、解決策は簡単に出てきます。 先輩弁護士は行動に似たものは果物に似ているという多分私はたくさんの間違いを犯したと思いますそれで今日は落ち着かないんです先生術師私の目の前にある人生の物語を語ってください先輩弁護士は先生、許してくださいという言葉で人生の物語を始めますグル 中流家庭の子供として、私の教育は普通に始まりました。勉強した後、私は弁護士になりました。弁護士業は強くて収入が多いと思われていましたが、弁護士業は当初はお茶を飲むお金さえありませんでした。依頼者は信頼しておらず、あらゆる種類の問題について幅広い知識が不足しており、 弁護士会もあまり重視していません。基地内でも気にしないのは難しい、無職のような状況になってしまいました。その後、生きていくのが難しくなったそうです。次に何をすべきかが頭の中で再生され始めました。ある日、アイデアが浮かびました。自分の法律事務所を開き、 女性の問題や問題について無料のサービスを提供し、ニュースを広めましょう。その後、何人かの女性たちが自分たちの問題を話しに来たり、単願書を書いたり、苦情を書いたりするようになりました。私の法律事務所は少しずつ経営が成り立っているように見え始めました。 今ではゆっくりとさらに多くの人が来始めました。徐々に収入を生み出す仕事も始まりました。その日から私は自分が弁護士であり、決してお金に目を向けることはないと気づきました。弁護士の費用のおかげで私の名声は高まりました。素敵な女の子のお客さんが来るとからかうのが好きになりました。 当時私は既婚者だったにもかかわらず、会社に来る美女たちをからかったり触ったりするようになりました。だんだんその癖が悪くなっていきました。それから数日後、私はサービス料を払えない女性に肉体関係を持ってサービスを提供するようになりました。弁護士サークルに通ううちに、 稼いでいる弁護士を羨む友人も出てくるようになった。日々が続いた。時が私にとって正しいように思えました。経済発展は日々起こっていました。妻は時々疑問を抱きましたが、彼が稼ぎのある夫であることに満足していました。お母さん、お父さん、お母さん、お父さん、みんな幸せでした。 以前は自転車で歩いていましたが、今は車で歩いています私が始めた社会も私に対する見方を変えました。私は社会で著名な人物として地位を確立しました。その国には政党がありました。様々な政党が私を彼らに引き寄せ続けました。私も愛称を求めてパーティーを変えたりしていました。 私の法律事務所は、専門的にも非常に確立されたものでした。最近、私も一般弁護士から上級弁護士に変わりました。上級弁護士になる方法も体験しました。新人弁護士は私の法律事務所に来て勉強したがりました。私は少年弁護士見習いよりも女性弁護士の方が好きでした。 彼らも私と付き合ってくれました。新しく入ってきた女子弁護士も徐々に私の虜になっていきました。少しずつ私は彼らを地方裁判所や集会にも連れて行きました。私よりも年齢が若い女の子がたくさん私のガールフレンドになりました。私は時々彼らと関係を築いていました。 弁護士見習いが妊娠するほど、私はその文化に浸っていました。私は彼らが母親になるのを止めることができませんでした。私は社会的尊敬を利用して彼らを結婚させました。ある程度の出費はしていました。多くの女の子は良い場所にいます。彼は敬意を持って家庭と事業を運営してきました。 破損しているものもあります。不動産を購入した方も多いと思います。40年の弁護士としてのキャリアの中で、私は500人を優に超える女性にサービスを提供してきました。しかし、心に平安はありません。高齢になった今、私は多くの女性からの脅迫に直面しなければなりません。 脅迫にも合わなければなりませんでした。とても不安です。私の収入があるからこそ多くの人に経済的支援をすることができます。稼ぐにはコツをつかまなければなりません。私の法律専門家としての歩みにはたくさんのトリックがありました。産業大臣から電話があったので、 言ってきました。彼はこう言いました。あなたは多くの業界でコンサルタントとして雇われています。あなたはどこからでも100億ドルを受け取りますが、あなたのものは40%だけで、60%は私のものです。ファイルを作成して提出すれば、所得税と当局との違いはありません。しかし、 私は一日中指導者の周りを歩き回り、夕方には実業家のところに行って噂話をすることにも慣れていました。ブランドとして名を挙げた後は、法廷での弁論量よりも法廷外での弁論量が何百倍も取られていた。政府から出てきた問題と結びつけて様々な作業も行われた。最近、 私は法律事務所に勉強しに来た法律専門家の被害者になっています。私は脅迫と電話拷問に苦しんでいます。警察にも行けない。それが社会で尊重されるのです。それを失いたくないんです。私の心はとても緊張しています。グルは私に平和への道を教えてくれなければなりませんでした。 先生術師、リストはすべて話しましたが、大丈夫、パニックにならないでください。その欠点は取り除かれます。来週の月曜日には、地球平和のマントラが唱えられるはずです。そのうち手数料15万礼拝資料を書こうかな。買う上級弁護士、伝票を受け取りました。わかりました。 上級弁護士が退席した後、先生術師ハリナラヤンも退席する。そこの奥に建てられた小屋からバサンテが出てくる。この日の主なお客様は先輩弁護士です。その後、バサンテは一般顧客について話す必要はありません。 バサンテ、パンチタールの丘陵の村に生まれ、その場所の気候の中で育った彼は、最近のカトマンズの陰謀社会を感じています。この環境から彼は様々なことに気づきます。先生術師ハリナラヤンがいない時でも、彼は忠実に仕事をします。お父さんもお母さんも、彼の忍耐力と勤勉さに満足しています。 バサンテが来てから、先生術センターはさらに明るく輝きます。朝、彼がキャンパスに勉強に行くと、友人だけでなく教師もバサンテの経験に感銘を受けました。彼は勉強が得意です。ババ先生術師ハリナラヤンに対する敬意は今も私の心の中にあります。 彼は母親に対しても同じ敬意を示しています。そして彼は顧客に対しても同様の敬意を示します。バサンテが9時頃にキャンパスから来ると、先生術師はバサンテになぜあなたはいつもキャンパスから早く来るのですかと尋ねます。バサンテ、いいえ。お父さん、私はキャンパスでの勉強をカバーしますし、 私の仕事が台無しになることはありません。先生術師、あなたが来た後、父は私に言いました。何を探しているの聞いてください。VIP が明日時間を取ったのです。今日と同じことを聞いていますかバサンテはい。その日の仕事が終わり、夜寝るとき、バサンテさんは想像する。 前回のような弁護士は来るのでしょうかそれとも誰が来るのでしょうか結局のところ、彼はこう思います。ああ、なぜ頭痛がするかは明日わかるでしょう。バサンテは翌日早朝にキャンパスからやってきて、前日に先生術師がババに思い出させたことをよく覚えています。午前10時頃、 先生術師センターの敷地内に黒い色の高級車が入ってきた。一番下にいる警備員が車を片側に寄せるようにしています。その車の運転手は下の部屋で雑誌を眺めながら座っており、車に乗ってきた VIP 顧客は先生術師ハリナラヤンのサービスセンターに到着します。 ビップたちはルールに従って席に案内されます。今日のビップも64歳と65歳に見えます。先生術師との最初の会話で、バサンテはその人物が最近退職した裁判官であることを知りました。バサンテは先生術師のところに来るまで、優秀な弁護士にさえ会ったことがなかったが、 裁判官はどうだったのか今日、彼は弁護士と面談する機会がありました。今日は裁判官と、先生術師と依頼者の対話が始まる前に、裁判官のバランスの取れた人物像が彼の頭に浮かびます。すぐに対話が始まります。元裁判官は、達人ダルシャン、と語る。先生術師の返答、ダルシャン。 元裁判官は言う、人の心はどこに平安と競争を見つけるのか、仕事を得られない人はどうやって仕事を見つけるのか。あとは昇格の緊張感。そして再び家族の進歩の緊張感。多くの仕事上の緊張。今では退職後も緊張感が漂います。競争私の心はとても混乱していました。 心は落ち着くはずです。先生術師は言う今は全てうまくいく。それを当然だと思わないでください。元裁判官は言う以上です。達人、先生術師は言う問題の解決策を見つけるには過去の情報が必要です。この人生の後期は、人生を混乱に陥らせるためのものではありません。 人生において方式間中にどのように行動したかをオープンにしておくと内面に平安をもたらすのに役立ちます。元裁判官は尋ねる過去や重要なことについて話さないのですか先生術師は言う同じ過去が今も不安を引き起こしている。この多いは過去の行為の産物です。 元判事はこう語るこれから何が起こっても、グルは心に平安を与えなければなりません。私は何回医者に行きましたか医者はそれはできないと言います。私の友人の多くは、ここに来て心に平安を見つけたと言います。先生術師は言いますもちろん、あなたにも平安が得られます。次に、 あなたの誕生、学歴、就職、退職までの簡単な経歴を書き留めてください。元裁判官はこう語る私はぶれ地区の普通の家庭に生まれた。私たちの家は農家でした。農地とはいえ、一生懸命働いても食料が足りないという状況がありました。私は村で中等教育を終え、 その後カトマンズに来て、村の兄弟姉妹と同じように勉強を始めました。大学で学んでいる間、私たちは4人か5人で同じ部屋に住んでいました。私は法律を勉強しました。弁護士資格も取得しましたその時、司法分野に仕事ができました。私はその仕事に入りました。その後、 私は地方判事となり、キャリアの後期に最高裁判所判事として退職しました。これは私の短い人生です。教祖、先生術師は言う、このようにして、村の一般的な農民の息子の仕事のサイクルは完了しましたが、正義を与えるという問題では、仕事はどのように実行されましたか それが今日のあなたの不安の根源です。また、司法行政中の手続きや妨害行為もオープンにしておきます。言い換えれば、正義を行う目的で何をしていたかを明確にしてください。元裁判官は言う、教祖よ。私はあなたに全てを話します。ただし、これは教祖と私に限る。はい。 そうあるべきです先生術師は言います。それについて心配する必要はありません。それは起こるでしょう。元裁判官はこう言います。先生、私は人生でどれほど多くの良いことをしてきたかを忘れている状態です。しかし、自分の人生を振り返ってみると、残念な気持ちもあります。多少の憎しみもあります。 多くのことが間違って行われたようです。今日自分がしたことにとても動揺しています。先生術師は言う言ってみろ。元裁判官が語る私は最初にこの仕事に就きました。この仕事に就く前、私は強い愛国心を持っていました。正義の仕事をしながらお金を取らなければいけない。 最初はお金が入ってくるとは考えてもいませんでした。しかし、これはネパール人の仕事では今後も起こり続けるだろう。なぜかお金が入ってきます。お金は質屋の管理下にある場合もあれば、弁護士の管理下にある場合もあれば、仲介業者の管理下にある場合もあります。このようにして、 ほぼすべての仕事で多額のお金が入ってくるようになりました。先生術師たちはもっと知りたいと思っています。そして他の人たちはこう言います。元裁判官は言う私はあなたに言います。達人。最初は彼はそれほど気にしていませんでした。しかしその後、彼はお金に夢中になってしまいました。 刑事事件によっては、検察官が作成した判決文も合意される場合がある。警察から政府弁護士、裁判所に至るまでの設定がありました。地方判事の場合は7世代に及ぶ財産が追加される。十分な土地が配偶者の名前で購入されました。先生術師は言う、収入は良いです。 そして続けてこう言います。元裁判官は言う地方裁判所、お金は楽しむことで稼いだものなので、私の趣味も別の方法で表現しようとしていました。その時、裁判が始まると、調停委員が彼女に、お金は使えないが、彼の希望する場所に来て一晩を過ごしても良いと提案した。 この訴訟は女性に有利な判決が下された。それからその女性と休日に遊ぶようになったのですが、座っている人を楽しませやすい場所はどこですかどこにでも知り合いがいます。繰り返しになりますが、ジャーナリストや弁護士を避けるのは驚くべきことです。楽しむためには、ある地区から別の地区へ行かなければなりませんでした。 私たちとグルにとって、普通の人々と同じように、人生はなんと簡単に起こっていることでしょう。先生術師は言いますの言い続けてください。元裁判官は語る最初、私の心は女性に向かわなかった。しかし、その欲求は徐々に大きくなり、少しずつ習慣になりました。 私は最初の女性と一年間秘密の関係を持っていました。ハウスメイトにも時間を割かなければなりません。働いている人の妻は、夫が自分たちをあちこちに留めておくべきだと心理的に感心します。以前は時間調整がしやすかったのですが、外に女性が増えると時間調整が難しくなります。 最初は女性と関係を持っていました。地区が変わると状況も変わりました。石あるところに道は開ける、ある意味、仕事の楽しさが違いました。私の仕事が地方控訴裁判所で昇進したとき。しかし、習慣は同じままでした。地区内で負けた側はますます弾圧を強め始めた。 サービス設備に不備はありませんでした。国民は裁判官の前では恐怖を感じるだろう。弁護士も従業員も、かつては裁判官が来ると自分たちで物事を理解していました。何か事件が起きると、地区や地区事務所の警察署長が事件の協力者となった。また、すべてのセクターへのアクセスを拡張しました。 私は政府を運営する人々、様々な政党のほぼすべての指導者、そして近隣諸国の外交関係者と非常に強い関係を持っていました。私は自分がとてもパワフルな人間だと思っていました。時間と資格のおかげで私は最高裁判所の判事になりました。最高裁長官の夢を見に来たこともありました。 時間は私にその贈り物を与えてくれませんでした。地方裁判所や高訴裁判所までは、ある種の世界が見られました。しかし、最高裁判所に来てからは世界の範囲が違います。正義を遂行するときに私が得た贈り物は素晴らしいです。 その頃にはヨーロッパやアメリカでも私の家族のネットワークが確立されていました。一方、ネパールでは正義が執行された。ディーラーはヨーロッパとアメリカの私の家族に死亡の多い贈り物の量を手配していました。メリットは良いでしょう。私の家族のほとんどはヨーロッパやアメリカの大企業家になっています。 偽りの関係を持つ人々の名前に投資しなければならなかった人もいる。そこにはリスクもあります。私たち従業員にも悪い義務があります。たとえ経営の仕事が難しくても、やらなければなりません。しかし、今日、これらの自分自身の行為が私の心を傷つけ始めました。どうやらたくさんの間違いがあったようです。 それ以上に最高裁判所に来てからは体が老化したように感じるようになりました。最高裁判所に持ち込まれた訴訟は弁護士や裁判官に良い印象を与えた。私は経済的な誘惑に負け始めていました。その際、 依頼者はこの件で24歳の処女少女にも快楽を与える施設を提供すると弁護士を通じて聞いた。彼は弁護士というよりむしろ仲介者でした。しかし、彼の背後には弁護士会があった。私が編集したその後の号では、金額に加えて処女の女の子の施設がありました。 これらは職務経験と正義についても同じです。私のチャンスは終わった。私も高い位置から来ました。私の過去の恋愛やパフォーマンスに関連して、私を脅迫したり脅迫したりする人もたくさんいます。見て嬉しいです。しかし、内心は自分のことも他人のこともあり、とても不安です。 残りの人生を平穏に過ごしてほしい。それが私があなたのところに来た理由です。教祖。先生術師、笑いながら、これらすべての状況が引き起こしたのです。今その後、二人とも席から立ち上がる。彼の運転手は下で待っています。元裁判官はセンターから出ていく。その後、先生術師、ハリナライアンは、 その日の他の補助的な仕事にも取り組みます。バサンテも秘密センターを離れる。誕生の息を止めた場所から離れると、まるで大空を飛んでいるような気分になります。バサンテの頭の中には、村の人々、村の環境、都市の環境、そして都市の人々の絵や自然が浮かび上がります。 彼は状況を感じて前に進みます。バサンテが母親のことを父親と母親と呼んでいる先生術師たちは、バサンテに対して愛情が足りないわけではない。バサンテさんはまた、パンチタールにいる父親と兄弟に経費請求書を時々送っています。 バサンテは熟成しました。彼は社会の全体像をよりよく理解しています。誠実に勉強して国のために奉仕しなければならないという気持ちが彼の中に芽生え、たとえ弁護士であっても、裁判官であっても誠実に仕事をするという思いが芽生えた。ペースは緩まない、自分の考えを作ります。一般の客が来ると、 先生術師は聞く必要はないと告げる。バサンテは特別な顧客が来た時だけ秘密の部屋に座って出来事を聞くように言われます。正直なバサンテは次のことしか行いません。また翌日、先生術師のババはバサンテに明日別の VIP が来るから手配して聞いてくださいと言いました。翌日、 すぐにバサンテがキャンパスからやってきます。先生術センターを準備します。同様に、午前10時頃、先生術センターの敷地に高級車がやってきます。下部の警備員は車両を片側に寄せるようにします。運転手は1階の新聞閲覧室に座って新聞を読み始め、 その間にビップは上の先生術センターに到着します。彼は規則に従って着席している。その時までにバサンテは秘密の部屋に到着していた。しばらくの間、先生術師とビップの間で予備的な話し合いが行われます。最初の会話を注意深く聞いていたバサンテは、 ビップが大実業家であり政治家であることに気づきました。咳やくしゃみなどの起こり得る問題に最新の注意を払い、バサンテさんはそこの秘密の部屋に座っていた。ある意味、このような生活は刑務所にいるよりも難しいです。バサンテはそこに座ってすべてを聞かなければなりません。ビップリーダーになる前は実業家だったが、 後に実業家を隠すために正解に加わった。先生術師は彼に言いますビジネスマン。秘密の部屋のバサンでこれからも先生術師とビジネスマンの対話は続きます。先生術師は言うビジネスマン、どうしたのビジネスマン曰くダメだと言ってもダメな状況はあるし、大丈夫と言ってもダメだということ。 だからこそ、彼は現在と将来の不安から解放されるためにセンターに来たのです。先生術支配、皆さん、ここに来なかったらどこにいたでしょうかそれは来なければなりません。ビジネスマンはこう言います。友人はみんな、心が悩み、将来が不確実な時にここに来ます。だからこそ私はここに来たのです。 先生。先生術師、時には外部のコンテキストも、さあ、ビジネスマン、あなたは今日のニーズの扉を開いたはずです。ビジネスマンは、わかりました、達人です、と言いました。どこから始めましょうか先生術師は言う心にコブがあるところは必ず穴を開ける必要がある。 ビジネスマンは、達人、と言いました。私にとって何が最善ですかビジネスか政治か、先生術師、一度彼の顔を見て、ビジネスはあなたにとって良いことですが、政治から離れることはできません。ビジネスマンは言うあ,あ、先生術師は言う、どのようにしてビジネスを始めたのですか簡単に教えてください。 ビジネスマンは言う私はビジネスのために来たわけではありません。達人。私はビジネス一家に生まれました。私の父は実業家、祖父も実業家で、私たちの家族は長い間ビジネスを続けてきました。先生術師は言います。今、あなたの家族全員がビジネスをしています。問題はビジネスにあるかもしれません。 私に何を期待しているか教えてください。ビジネスマンは言うまず、背景を教えてください。達人。彼の短編小説を話し始める、私たちの家族の本業はビジネスです。初期の社会では、ニーズは少なく、物資も少なかった。それに従った取引があったとしても利益は出ます。 祖父の時代には一般的だったこのビジネスは、父によって少し拡張されました。父の時代には、ラサからカトマンズに宝石などを運んで販売していました。そして、彼らはサリー、ガーレント、ティカ、クルタ、サルワール、その他の品物をバナーラスから持ってきて販売していました。ラナカ、シャーカ、タパカ、 パンディーカ、ネワール族コミュニティのエリート家族は、これらの商品を個別訪問して販売しなければなりませんでした。お金持ちの家族は、上級でお金持ちだから店に来たわけではありません。当時、私たち家族はインドラチョークに庶民向けのジュエリーサリーセンターという店も経営していました。 訪問販売とインドラチョークの店からは良い収入がありました。幼い頃からビジネスを学ぶ機会がありました。私の父も晩年に向けて様々な産業を起こし、事業を進めていきました。親戚全員の名前で会社を設立し始めました。政府は業界に譲歩する戦略も打ち出した。 融資制度も優遇金利で提供されました。会社は親族全員の名前で登録、運営されているため、統括組織が必要となります。その後、私たちの親戚や友人の会社に投資し、規制するためにスキラルグループ企業が設立されました。スキラルグループ企業が登録されたのは父の主導によるものでした。 スキラルは私の祖父の名前です。私はバンシダールです。私は現在、スキラルグループ企業の最高経営責任者を務めています。スキラルグループ企業の下では、アエン派、ビスケット、ベー、豆類、石鹸、サライ、砂糖、麺、フォーク、セメントから水力発電に至るまで、 製造部門への投資が行われています。同様に、スキラルグループオブカンパニーズもサービス部門に投資しています。銀行、保険、病院、ホテル、教育機関などの分野に多額の投資が行われています。これに加えて、メディア部門や情報技術部門にも多額の投資が行われています。一般に、 スクヒラル企業グループはネパール経済を支配しています。ネパール政府も野党も私たちのグループのことを知っています。各政党からも献金のご支援をいただいております。ネパールの企業部門には他にも企業がありますが、私たちの前ではそれらのグループはすべて正常とみなされます。最近、 ネパール経済界における私たちの支配に関する新たな話が浮上しています。その話は私たちを悩ませます。その話の要約は次の通りです。父がネパールの投資部門を管理するためにスキラルグループ企業を登録したとき、私はちょうど学業を終えてビジネスに入ったばかりでした。 私の家族と会社は私を全面的に信頼していました。当社の評判は一気に高まりました。その件はネパール国王に届いた。当時の理解は、国王がネパールで商売をするのは良くないというものだった。しかし、ネパール国王の内なる願望は貿易である。ある日、王様が私を宮殿に呼びました。 宮殿に行きました。好評でした。それまで私には国王の前に出る機会がなかった。私は幸せになりました。王様はニュース、ビジネスニュースを求めました。私はできる限り言いました。最後に、王様は私に言いました。もし私があなたに100億を与えたら、どうやって投資しますかそして、 どのくらいの割合で私に利益を与えますか最初は信じられませんでしたが、王様は答えが欲しいと言いました。その後、私は王様が本当に尋ねていたことに気づきました。私は答えました私たちの近くには多くの企業があります。私たちは彼らを監視する統括組織も持っています。 私たちはその金額を全国の産業に投資します。たとえ投資が当社の名前によるものであっても、資本は引き続きお客様のものとなります。ご要望があれば返金いたします。経費を差し引いた収入の25%を手元に残しておきます。利益の75%は本当の所有者に渡されます。 ご希望に応じてその資金を投資させていただきます。その後、翌日、国王は私とスクヒラルグループ企業の代表を宮殿に呼びました。呼ばれた時間に行きました。国王はビジネスに100億ルーピーを投資する準備をしていた。条件をつける必要がありました。私の言う通りにしないなら、あなたを殺し、 会社の財産をすべて没収します。それまでは軍の指揮権はすべて国王の手にあった。王の命令をキャンセルすることは誰にもできませんでした。その時、国王は何の書類もなしに私たちに100億ルピーをくれました。その金額ですべての会社の投資を管理し、すべての会社が利益を上げ始めました。 私たちの会社はすべて黒字になりました。帳簿を作成しました。私たちはその利益を国王に提出する準備をしていました。突然、ダルバール虐殺のような恐ろしい虐殺が起こりました。王室の全員が宮殿虐殺で殺害された。私たちはとても悲しかったです。しかし、 私たちの悲しみは長くは続きませんでした。なぜなら、その百億の金を支払うところがもうないからです。そのお金が突然私たちのものになった時、私たちはそれを扱うのが困難でした。ダルバール虐殺後に設立された政府は、私たちにいくつかの事実を理解させようとしました。 間接的には各所から強い圧力もあったが、金を受け取ったという証拠はなく、説明する関係者もいなかった。その場合、世界中のどの法律も私たちを拘束することはできません。しかし、私たちの間の恐怖はまだ残っていました。全体として、法的に言えば、私たちは大丈夫でした。 しばらくして、内国採入局はすべての会社に対して税金の調査を開始しました。これは政治であり、どこにでも転嫁する可能性があるため、私たちは投資の多様化を始めました。ネパール以外にも、その後数日でインド、シンガポール、ドバイ、アフリカ、ブータンなどに投資しました。しかし、 私たちは各地の国際組織犯罪組織からの脅迫を受け続けています。家族さえも誘拐されることも少なくありません。身の代金を支払った後、私たちはそれを処分しました。教祖様、これからの日々はどうしたら私たちにとって安全でしょうか先生術師は言います長い話をしました。しかし、 今こそその時が来るでしょう。そのためには地球規模の平和が必要です。ビジネスマンは言う、達人、何をすべきですか先生術師はこう言います。これをしてください。月曜日の何々日に来てください。地球には平和があるはずです。紙に何かを書く以下のものをご持参ください。そして料金はアールズです。 15万かかります。それも持ってきてね。ビジネスマンはわかりました。と席を立ち、休暇を求めて立ち去ります。その後、先生術師も別の仕事に移ります。バサンテも秘密部屋から出てくる、息が長くなります。彼は人生の新しい部分を聞いたように感じています。<laughs> バサンテはカトマンズに来てから数ヶ月が経ちました。パンチュサー村人の手に、彼は父親に携帯電話を与えました。その後も父や兄とは随時連絡を取り、状況を把握している。数年後、彼の父親と先生術師の父親との接触が確立されました。先生術師は友達になることを忘れずに、 彼らが子供の頃を思い出させます。二人にとって幸せな環境が整っています。バサンテの到着により、先生術師夫人の仕事に対するプレッシャーは軽減されました。現在、彼女は興味のある宗教プログラムなどに長い間参加しています。バサンテは、 カトマンズで人々が様々な活動に従事していることを知りました。彼は、善行に従事している人もいれば、悪行に従事している人もいるのを自分の目で見ています。彼は人々の行動を、どんな行動をしても、結果は同じだ、と評します。先生術センターはとても混雑しています。 サービス料金は一般のお客様にとっては通常の料金です。特別な VIP のお客様には特別料金がかかります。自由時間には、バサンテはカトマンズのすべての修道院を訪れます。携帯電話を持っているときは、サンダーラバティとカナルアンクルにも電話をかけます。 健康状態や状況に関するあらゆる質問は続いています。スンダーラバティとカナルアンクルは二人ともバサンテの進歩を見て喜んでいる。バサンテはそのお金500ルピーをサンダーラバティに返しました。旅は始めなければならない。ゴールは自然に見つかるだろう。バサンテさんは学校の先生からこの言葉を聞いた。 今日は気分が良くなりました。時間があれば、バサンテさんはガウシャラのダラムシャラにも行きます。パシュパティでお金がなくても自由に食べていた場所にも行きますが、今では食べることが恥ずかしいと感じています。再び先生術師ババは、明日別のビップが来ることを示唆しています。バサンテは理解しています。明日の準備が始まります。 カトマンズでは月曜日でした。パシュパティーナーと寺院を見に来る人たちの道には人だかりができていました。空がとても明けていました。バサンテももうすぐ大学から戻ってきます。ガウリガートから彼の大学までの距離は近い。おそらく彼は近くのキャンパスで勉強して働くことができ。 時間通りに帰って食事をし、特別な人たちの話を聞く準備ができているという優れた先見の命を持っているのでしょう。10時頃、そんな良い車が先生術センターに到着する。以前、彼は男性の VIP 顧客に会ったことがありました。今日、同じような50歳の女性がそこにいます。 先生術師ババが VIP の話を聞くべきだと指示したため、彼は秘密の部屋に到着しました。その女性もルールに従って先生術センターの席に到着する。先生術師と女性の間で最初の話し合いがあります。最初の会話から、バサンテさんはその女性が政治指導者であることを知っていた。 対話はこのように始まります。先生術師は尋ねますニュースシスターとは何ですか女性の返答、わかりました、達人。先生術師は尋ねます。この国の政治はどうなっているのですか女性、何を言いますか、達人。かつては野党の人々が私たちの敵でしたが、 今では自国の人々の緊張が高まっています。緊張は緊張だ。緊張を解くためにみんながぐるのところへ急ぐ。先生、私の緊張はすぐに解放されるはずです。先生術師は言う、人は過去の行為によってストレスを感じることが多い。あなたの行動が明確に見えるように、 ここにあなたの人生のリストを提示してください。その後、私はあなたに解決策を教えます。女性はこう言います私は長い間ストレスに苦しんでいます。どの時点から話しましょうか先生術師は言う、今後数日間の平和と安定を維持するには、子供時代からの行いを伝える必要があります。 女性は、わかりました、達人、と答えました。女性は泣き出し、自分の問題を話し始めた。私は普通の家庭の女性です。私はジャジャルコット地区で生まれました。私が生まれた場所には、政治家の出身者が住んでいた、軍や警察署長との関係も良好でした。 地区の実業家たちも彼らの友人であり、経済的にも良好でした。私はそれを見た。学生時代は他のことに興味がありませんでした。ジャジャルコットは非常に偏僻な場所でした。私たちは勉強するために何時間も歩かなければなりませんでした。多くの困難にもかかわらず、私は学校教育を終了しました。 それでもすごく読みたい偶然にも、その地区の政治家が私がカイラリ市に行くのを手伝ってくれました。学ぶための大学があった場所、カイラリに来て最初の日から私は経済的な問題に直面しました。本を読むことも生きることも難しい状況にありました。ある日、私は座っていました。 ジャジャルコットからある政治家が到着した。彼は私に慰めの言葉をかけて愛を表しました。私も彼に自分の悩みを話しました。それから彼は、ネパールガンジで仕事を見つけることができる、知り合いに相談するつもりだと言いました。私はできませんでした。状況を助けてくれた人。 彼は私をネパールガンジに連れて行ってくれました。私も祖父のような人々と一緒にホテルに泊まらなければなりませんでした。当時私は19歳でした。彼は夜も私にスキンシップを取り続けました抗議しましたができませんでした。祖父と同じくらいの年齢の男が私を動揺させた。 私はちょうど青春時代を迎え、人生の美しい夢をたくさん見て花開いたばかりだったが、一晩中あらゆることが私を扱ってくれた。あたかも一つの心が翌日以降にそのことをみんなに告げるかのようでした。世界中を見渡しても、誰も私の味方になってくれる可能性はありませんでした。私は川から引き上げられ、 砂浜に放置された魚のようでした。人は状況の奴隷です。自分の状況からそう感じました。その祖父は私にネパールガンジでの仕事を紹介できませんでした。しかし、彼は私を数日間ネパールガンジに留めておきました。私は彼の言うことに従い、自分も彼に従うように強制しました。 結局、彼は私をいくらかのお金でカイラリに送ってカトマンズに行きました。時々、彼はカイラリに来て私の家に泊まっていました。彼の言うことをすべて受け入れて、彼は私にカイラリで勉強するためのお金をくれました。私もそこで家庭教師として働きました。 当時は今のように11時から12時までの学校教育はありませんでした。カイラリさんから IA をいただきました。通りました山奥で育った私は、寺井に来てからもここの環境に馴染んでいました。その祖父が私を苦しめたように、私もカイラリの警察官から苦しみました。私は何度も処女とプライバシーを失いました。 私は自分の人生を見ると退屈だと感じていました。死ぬよりは生きた方が良いという考えが生きていくのに役立ちます。何度も自殺しようとしたができず自分が山から落ちる滝だと思った。どこに流れてもどこにぶつかっても流れ続けた。私はただ時の流れに囚われているだけだと思いました。 私の旅はカトマンズ方面に変更される可能性がありました。カイラリよりカトマンズの方が女性にとっては少し安全だと思ったからです。私は仕事と勉強を求めてカトマンズに来ました。カトマンズにはジャジャルコット出身の政治家の大きな輪があった。私がカイラリを出て以来、 彼らは間接的に私を追いかけてきました。カイラリは小さな場所でした。思いやりの心を持った人もいたが、カトマンズの方が厳しかった。私もジャジャルコットとつながることで、同じグループに精神的に囚われていました。この状況に苦しみながら、私はカトマンズの女子大学の卒業式に参加しました。 読み始めました。女性も勉強して立派な人間になるべきだし、それは実現できると信じていました。しかし、私の目の前にある道は非常に困難でした。茨に覆われた道が私の目の前にぐったりと横たわっていました。大学時代、私は知らず知らずのうちに学生政治に参加するようになっていました。 おそらく私の人生が他の女の子たちとは違っていたため、私は目立っていました。村から来た学生たちは多くの問題を抱えていました。私は友人全員の問題を可能な限り助けていました。一方で、私は大学時代に学生団体の政治活動に携わっていました。 全国にその団体のママ会が存在します。私がジャジャルコットで見た若い頃の年長者たちは、その党の指導者であり労働者でした。再び私は彼らに近づかなければなりませんでした。かつてはカトマンズに勉強するために様々な地区から多くの学生が来ていました。友人たちは、 就職しながら勉強すべきだと考えていました。よく女の子から仕事の斡旋を頼まれました。私はどこに就職するのという立場でした。それでも私には希望の列がありました。カトマンズはとても奇妙な街です。富に富を重ねる階級もあちこちに存在する。 そしてこの街には路上でも寝職もままならない層もいる。金持ちは非常に金持ちであり、貧しい人は非常に貧しい。私が学生リーダーであるというニュースは、すべての軍人、警察官、政府交換、ビジネスマン、等指導者に届きます。私は以前、 カイラリからの管理機構を通じて奇妙な提案を受けていました。そのギャングは私に女の子の管理を依頼し、お金で私を誘惑していました。私は学生リーダーですが、ある牧師から議論のためショーに来てほしいと頼まれたことがありますが、大臣は私に一人で来いと言いました。彼は我が党の大臣でした。 話し合いをしに行ってきました。その大臣は執務室で私に不正行為をしました。外では警察が警備していましたが、うちでは彼は私の同意なしに凶悪な犯罪を犯しました。それでも事件を明るみに出すことはできなかった。そこから戻ってくると、いろいろなことが頭の中に浮かび始めました。 全悪の区別がつきませんでした。少しずつ私は状況の連鎖に縛られていきました。死の富裕層はパーティーを装って学生を各地に留め置いた。私たち学生リーダーはファシリテーターになりました。経済的な問題から北村の娘たちの多くは即室になる準備ができており、即室になった人さえいました。 多くの役所の首長や富裕層は毎月の出費を支払い、それを何年も保管していた。そうした勉強を経て、今では公務員になった女の子もいます。彼らの中には教育サービスで成功している人もいます。大学の枠を超えて活動してきました。 私は学生団体の全国指導部に到達しました。学生団体を装って、国内および国際レベルでネパール人の女の子を紹介し始めました。私はお金を認識するようになり、たくさん稼ぎました。私はこれまでカトマンズの多くの家を結びました。十分なお金を稼ぎ、人段落した頃には、 私は33歳か34歳近くになっていました。私も結婚生活を望んでいた。私は公務員の男性と結婚しました。私の夫も就職試験に行く際に戸惑ったことがあります。35歳の時、突然商工レベルの職に就くと大喜びした。私たちの年齢は一致しました。 公務員である私の夫は別の地区に転勤しなければなりませんでした。学生指導者から出世していた私は、結婚後も家族やほとんどの当指導者と肉体関係を維持するようプレッシャーをかけられました。当指導者のほとんどは時間を調整し、私と肉体関係を持ちました。結婚後しばらくして、 二人の息子も生まれました。夫に内緒で息子たちと夫の DNA 検査をしましたが、夫とは一致しませんでした。それから私はとても心配になりました。当の様々な指導者の DNA 検査を行う必要がありました。この件に関して、私は様々な医師から多くの助けを得ました。最後に、 私の二人の息子の DNA が党の二人の指導者と一致しました。私はそれらのリーダーたちに出来事を説明しました。リーダーたちは私に二つの方法を教えてくれました。一つは党の援助で国会議員になることであり、もう一つは息子二人を殺害することであった。崖から落ちてしまいました。 私は国会議員になる道を選びました。それらの指導者たちは大臣でした。異論はあり得ないと思いました。私は国会議員として国会議事堂に行きました。私もたくさんスピーチをしました。他にも国会議員になった女性もいました。女性議員全員の人生の話を聞くためでした。しかし、 私はそれらについて誰にも尋ねませんでした。今日で私の議員任期も終わります。年齢は老年期に向けて徐々に上昇し、追加の仕事のプレッシャーも減少していました。私の家族はたくさんの財産を手に入れました。夫の正直さを知るのが怖いです。息子たちの将来が心配です。どうして どうして最近は夜も眠れないんです。心の乱れは乱れです。ぐる私の人生に平和をもたらしてください。長い話をした後、彼女はハンカチで涙目をふいました。先生術師は言うもちろん、あなたの人生に平和が訪れるでしょう。それをすべて手配させていただきます。必ず。 女性は言う私はあなたを完全に信じています。教祖。先生術師、この花輪を結び、月曜日には星の平和を実行しに来てください。その日に必要な材料のリストを渡します。聞いてください。地球の平和のための料金は100万ルピーです。15万なら持ってきてください。 女性は言う、料金を少し減らすことができます。達人。先生術師は言う、平和はお金よりも重要です。勇気はありません。わら、女性は言う、はい、競争、今行きます。女性は先生術センターから引っ越します。他の人はみんな自分の仕事に取り掛かります。バサンテも舌を噛み、秘密の部屋から出て行きます。 バサンテは常に経験を積んでいます。彼はお金を上手に使うことができた。父や兄にもきちんとお金が送られるようになりました。先生術師の高収入は非常に高額なので、バサンテにお金の使い方の自由を与えている。彼はパンクターの家の手入れもよくしてくれました。 山の中のバサンテを評価する人も増え始めています。一方、カトマンズでは、バサンテさんもキャンパスでの研究を進めています。彼はクラスで一番になり始めた、成長する植物の滑らかな葉のように、バサンテの進歩の兆しが目に見える。先生術センターも土曜日が休日なので、 バサンテさんはその日を利用して他の知識を習得しています。彼はカトマンズの様々な宗教的及び歴史的場所を訪問して知識を習得しています。時にはキルティプールバグバイラフに到達し、時にはチャンドラギリの丘に到達し、時にはダクシンカリ地方の奥村にある修道院に関する事実を収集することもあります。 彼はカトマンズ周辺の歴史的及び宗教的な場所をすべて訪れます。知識を得る、自分自身をより成熟させます。ガウリガットにある馬場先生術センターは、バサンテの主な勤務場所です。彼はとても勤勉です。彼は両親の愛情をよく受けてきました。幼い頃に母親を亡くしたバサンテさんは、 ここに愛情深い母親を持つことができて、自分は世界で最も幸運な人間だと考えています。特別な VIP が来ると、彼は秘密の部屋に座ってすべてを聞きます。先生術師は特に、バサンテを成熟させるためにこの方法を使用します。同様に、別の VIP も翌日に時間を取りました。 彼は先生術師から注意深く耳を傾けるようアドバイスを受けました。このようにして前日に通知され準備するように言われます。翌日、バサンテがキャンパスからやってきて準備を始めました。先生術センターの建物の外に出てきた女性が門の鐘を鳴らします。下にいる警備員がゲートを開けます。 女性が入ります。警備員には今日特別な人物が来ることも伝えられている。警備員は上の先生術師にその女性が今日の特別な女性であるかどうかを尋ねます。はい、送信していただければ後日をお送りいたします。バサンテはすでに秘密の部屋に座っています。女性は規則に従って座っています。 先生術師と女性の間で事前の話し合いが行われます。事前の話し合いから、女性は様々な意味で被害者であることがわかっています。その女性の名前はサーラです。しばらくして、先生術師とサーラの間で会話が始まります。先生術師は有シスター、ニュースは何ですかサーラは答えます周りは暗闇です。 教祖。先生術師は楽観的になるべきだと言っています。ここに来ましたね。すべて順調。ここに来てみんなの心は穏やかです。教えてください。何が問題ですかサーラは言います。問題はどこにでも発生しています。教祖。人生が暗くなりました。生存基盤はすべて破壊された。 私の心は混乱し、私の心は満たされます。それがここに来た理由です。先生術師は言うすべてはうまくいくだろう。仕事を取らないでください。マントラは地球の平和のために神聖なものとされるべきであり、そのためには自分の問題がどこにあるのかを知る必要があります。 あなたの仕事のライフストーリーを簡単に話してください。サーラは言います。心も軽くなると言わなければなりません。先生術師は言うもっと教えてください。サーラは言います。わかりました。グル、彼女の人生の物語を話し始めます。私たちがヌワコットからカトマンズに来てから何年も経ちました。 最初から言いたい。先生術師は言いますはい。サーラは言います私が結婚したとき、私は約20歳でした。家には両親、夫、夫の義弟の家族がいました。私が結婚してから、義兄の家族は私たちをからかうようになりました。家のことはすべて義理の弟がやっていた。 彼は突然立ち去った。私たちはヌワコット村に泊まることができず。トカから少し離れたカトマンズに来て借屋に住み始めました。私の夫は一般的なジャーナリズムの仕事をしていました。収入はそれほど多くありませんでした。部屋代を払うのが難しくなった時、リアカーで野菜を売り始めました。 野菜を売ったお金と夫の収入の一部で、かろうじて部屋代をまかなうことができました。最初は4人で1つの部屋で悪戦苦闘していましたが、その後、出産を機に2部屋で暮らすようになりました。同時に、夫の給料が低いと、給料を支払うことができなくなります。私たちの整形手段は荷車に依存しています。 仕事は大きくも小さくもないという気持ちで八百屋の経営を始めました。ある時点で私たちの収入が少し増えた時、私たちは息子の将来のために貯蓄も始めました。息子は徐々に成長し、勉強するようになりました。時間が経つのはなんと早いことでしょう。息子は良い成績で12年生に合格した。 息子が成績優秀だったため、学校は奨学金を与えていた。私たちは安心しました。息子が良い成績で12年生に合格したとき、そして彼はオーストラリアに留学すると言い始めました。彼と一緒に勉強した友人たちは皆、留学の準備をしていました。国内の状況も同様でした。 息子にネパールへの留学を頼むこともできませんでした。子供たちの名において、私たちには息子が一人しかいませんでした。私たちは彼の願いを叶えてやろうと考えました。当初、オーストラリアで教育するには250万ドルの費用がかかりました。村に行って農場を売りました。120万も来ました。 他に売却できる資産はありませんでした。宝石を売ったら20万円もらった。110万では足りなかったので、二人からお金を取りました。貸金業者はお金を貸してくれますが、金利が非常に高いとしても、私たちは息子の将来のためその選択肢を選ぶことができませんでした。 二つの金貸し屋が私たちに110万円を提供する準備ができていました。一年後に110万に対して200万を与えると定められていた。彼らは私たちの一年後の日付の200万の小切手を持ち去りました。これが当面の問題です。息子もオーストラリアへ行きました。その直後、 カトマンズでデング熱が蔓延した。私たちの家族4人全員がデング熱に感染しました。私たちは経済的に非常に弱く、デング熱の流行によりさらに多くの問題に直面しました。夫も職を失いました。私たちが食べる米はもうありませんでした。その時義父がデング熱で亡くなった。 状況は非常に困難になりました。人々は義父の遺体を部屋から運び出すのを手伝った。それ以来、私たちは義母の弟子になりました。私たちは知り合いから借金をしました。当時、私たちにはさらに30万の借金がありましたが、義母を救うことはできませんでした。夫は瀕死の状態でした。しかし、 日々は強くて祝福されており、彼は回復しました。それからまた二人でリヤカーで野菜を売って生計を立てました。私たちにお金を借りている債権者が次々とやってきて、お金を要求してきたのです。お金がない場合は小切手を発行してください。もう少し多めに小切手を発行してくださいとよく言われていました。 制限に入ると解決策は機能しません。私たちは彼らの言う通りにせざるを得ませんでした。このように時間は過ぎていきます。これらすべての小切手は少しずつ跳ね返されました。小切手持参者は全員、小切手不渡り事件を起こした。警察は私の夫を逮捕しました。 彼は25日間交流されましたが、夫は返金できませんでした。200万ドルの大小切手も返金されました。大小の事件で250万件の事件が審理された。夫が詐欺師になりました。州の規則によれば、彼は500万ドルを支払わなければならなかった。 貧しい人々を助けようとする人は誰もいませんでした。彼は最近刑務所にいるので、私は一人でリヤカーを引いて野菜を売りに行きますが、いつも悲しいです。夫が刑務所から釈放されたかどうかは何も決まっていない。死ぬこともできない、生きることも難しい。夜は眠れず、日中は空腹もなく、 魂は燃えています。教祖様、私は平和を望んでいます。私を救ってください。先生術師は言う、妹はパニックにならないでください。月曜日に来るべきですよ。マントラは地球の平和のために神聖化されるべきです。鮭の絵が描かれた紙を渡しますので、それを持って行ってください。そして、 聞いてください。惑星平和を行うための料金は150です。その日もそれを持ってきてください。サーラは言いますはい。グルです。その後、サララはそこから去ります。そしてバサンテも秘密の部屋から出ていきます。バサンテは泣きながら出てきた。泣かなかったバサンテはなぜ今日は感情的になってしまったのでしょうか 常に考えながら先生術センターで働いているバサンテさんは先生術師の高額な料金に気づきました。そして先生術師はその女性に地球の平和のための費用はたったの150円だと言いました。ある意味とても安いですね。先生術師の寛大さがダイレクトに伝わってきます。 彼は先生術師は素晴らしいと言いました。父親への愛情がさらに深まります。その後、夕方にバサンテはパシュパティナート寺院に行きます。彼は夜の RT に参加します。そしてそれは遅くなります。彼は悲しそうな顔をしている。彼は母親のところに行ったり来たりします。そして、 その日料理を作ってくれたおばにも敬礼します。料理のおばちゃんもアクティビティを見て驚いています。ネパールの首都カトマンズはいつも混雑しています。カトマンズには仕事やその他の理由で国中から人が集まり、 人手が増えていることが容易に推測できます。しかし、カトマンズは天気が良いので、カトマンズに住み着く人はこの場所が大好きです。バサンテもカトマンズの雑踏の中にいます。彼は何事も正直にやります。一方で、先生術センターにサービスを求めに来る人の数は常に同じです。翌日も、 バサンテはまた特別な人が時間を割いていたことを知る。すべての準備が完了しました。そういう人たちは、すべての手続きを終えてから来ます。バサンテは彼女の話を聞くために秘密の部屋に手を伸ばします。特別な対話が始まる前に、先生術師と男性の間にいくつかの対話があります。 バサンテがその音を聞いていると、その男がモランから来てカトマンズに定住したことがわかりました。彼の名前はビクラムです。しばらくして、先生術師とビクラムの会話が始まります。ビクラムは言います。先生、私のストレスは消えますよ。そうでしょう。先生術師は言うもちろんです。むしろ、 あなたの人生にどのような問題が生じましたか教えてビクラムは言います。どの時点から話しましょうか先生術師は言う、可能であれば子供時代から教えてください。そうでない場合は問題がどこから起こったのかを教えてください。ビクラムは言います。はい。教祖、話を始めます。 私は人生で犯罪を犯しました。私は罪人です。彼は泣き始めます。私はモラン地区のウルラバリの少し下の農家に生まれました。私たちの子供時代は、時間に合わせてのお作業をして過ごしました。私たちの村では、米、トウモロコシ、辛ラシの栽培が盛んでした。 それらの一部はサンパットの栽培にも使用されました。村のほぼ全員が土地を持っていました。かつては1ビガから11ビガまで所有する人もいました。私たちが小さかった頃、村にはトラクターはありませんでした。全員が牛や牛の助けを借りて畑を耕しました。 植えられた植物もしっかりと耕して植えました。私たち家族だけでなく、村全体がその成長の大きさに満足していました。私たちの家族は、母、父、二人の妹、そして私の五人でした。私たちの土地はそれで十分でした。その土地は私たちの母の名前にちなんで名付けられました。 梅雨の時期、田んぼの真ん中どこを見ても、農地の近くには高い木があちこちにあります。みんなの家は道路の隣にありました。農場に届いていただろう。梅雨の時期、父は隙を肩に担いで畑を揺さぶっていました。私たちも父と一緒によく農場に行きました。近所では仕事で稼ぎ、 勉強で教育とよく言われていました。よく流水で手足を洗いました。幼いながらも父は私をとても愛してくれました。その時の喜びはもう見つからないかもしれません。たとえ天国に行っても梅雨の思い出です。毎年ダサインの初めに米が実り始めます。ダサインが遅れた年には ダサインの前後で稲が実りました。脱穀の瞬間の農夫の表情は言葉では言い表せないほどの喜びでした。刺激的でワクワクする仕事ができる喜び、夜に果物を摘んで食べる喜び、近所につまみ食いに行く喜び。ああ、ここに書いた喜び。その喜びは私の家族だけではありませんでした。 村の状況は私の人生と同じでした。人々は夜間に長距離を歩くことができました。ダマックの上のベルダンギキャンプとパタリキャンプから一晩中歩いた後、明るいうちに人々は私たちの村に稲刈りに来て、キャンプは官能的になると言って一晩過ごして戻ってきました。村の治安は良好でした。 彼らはかつて畑を耕して生計を立てていました。祭りの費用と子供たちの教育費はすべて栽培した作物で賄われました。そんな時、何者かの邪悪な幻覚により、場の雰囲気が一気に悪化。村の不安は増大していった。窃盗や強盗の事件が増加し始めた。 少女たちが強姦される事件も発生し始めた。ダマック、ウルラバリ、ビルタモド、ビラートナガルを通じて、私たちの村への寄付が要求され始めました。村の若者たちは少しずつ逃げていった。仕事で湾岸諸国に行き始めた人もいた。そこに行けなかった人たちはインドの別の都市に行きました。 その理由は政治にありました。国の政府を変えて新しい制度を導入したいと考えた人々は国中で革命を起こしました。そのニュースを聞いても怖くなりました。革命を口実に賄賂を受け取った者たちは村人から略奪を行った。この不快な状況に耐えられず、 私は他の若者たちと共にインドへ行きました。リハール州カティハールに到着しました。こんなに大きな駅を見たのは初めてでした。そこには数えきれないほどの人がいた。私はショックを受けました。足の不自由な人々を見てかわいそうに思いましたが、何もすることができませんでした。 私たちは駅内の椅子で一晩過ごしました。私たちはニルピーのトークンを持って夜を過ごしました。そこから翌日、友人の何人かはデリーに行き、何人かはパンジャブに行きました。私たちはパンジャブに行きました。ビルマに行っても行動は伴うと言われるように、私たちもパンジャーブ州で栽培の地にたどり着きました。 パンジャブ州で一日中小麦を収穫するのは非常に困難でした。私たちはしばらくパンジャブ州で働いていました。私たちは状況を理解していませんでした。それから私たちはデリーに行きました。私たちもそこでは良い仕事ができませんでした。そしてチェン内に到着しました。 ロティを食べても物足りなさを感じていた私たちは、故郷でチェン内の水筒を食べた時のことを思い出しました。チェン内で働きながらお金を稼ぎました。しかし、銀行口座が開設できず、あちこちに使ってお金を使い果たしてしまいました。その後、彼は裸になります。その時、安全な出会いがなければ、 紹介も機会も終わってしまうことに気づきました。一年後にネパールに来ると思われていた。電車の切符を買いにチェンナイ中央駅へ行きました。その瞬間、身分証明書の提示を求められた時、自分にはアイデンティティがないのだと感じました。そして、チェンナイの雇用主が作ったカードを見せて、 ジャルパイグリまでのチェンナイエクスプレスのチケットを予約しました。その列車はアッサム州のティンスキア行きでした。ジャルパイグリで電車を降りました。また胸が膨らみました。ジャパモランの若者の多くもシリグリ地区の店でセールスマンとして働いているのが見つかった。ホテルで働いている人もいます。 彼らの中には人力車を運転している人もいます。とにかく、尻ぐりへの道を引き返しました。車掌たちが小さな補定を持ち、その中にお金を鳴らしてお金を集めていた。私たち二人もいました。家賃を払ってください。パンジャブ、デリー、チェン内を経てモランに到着しました。 カティハルカラパニ短期まで友情は続いた。ウルラバリ市場も私たちには奇妙に思えました。ある兄弟は砂糖キビジュースを売っていました。砂糖キビジュースを一杯飲み、そこを見ると、一台のジープがラージガートに向かう準備ができていました。私たちはジープで家に帰りました。もう夕方だった。 私たちは家に着きました。私たちが到着したことを知っていたのは家の人々だけでした。もう夕方だったので、他の村人たちはそのコツを理解できませんでした。うちには木製の小屋がありました。階下にはキッチンがありました。2階は私たちが寝ていた場所でした。その上には天井がありました。 両親と二人の妹は食事をするのにせわしかった。私はキッチンに入ってお母さんに電話しました。母はすぐに私のところに来ました。頭がドキドキして、あなたがどこへ行ってしまったのか、すすり泣きました。父と二人の姉妹がそばに来て激しく泣きました。当時は携帯電話すら持っていませんでした。 自宅に連絡が取れなかった。私はベパッタのようでした。姉妹たちは台所の窓とドアをすべて閉めていました。母は泣きながら、私が歩いた後に起こった出来事を話し始めました。時々言葉が止まりました。私たちが村を出た後、革命先導者たちが村に集まり始めました。人々にとって、 誰が本物の革命家で誰が偽の革命家であるかを区別することは困難でした。山賊側も大変だ。そして、軍隊、警察、過激な革命家、盗賊団が村の周りを徘徊していることを誰も推測できませんでした。そのグループの人々はグループを作り、武器を持って家にやってきて、食べ物を作るように命じました。 そこに鶏肉があるなら、鶏肉を切って作るはずです。私の姉妹は二人とも頻繁に訪ねてくる人々のグループによってレープされていました。あなたの兄弟は私たちの交流中です。右でも左でもやると全員殺すと言っているのです。ネパールの農村部で起きた当時の残虐行為は、 言葉では言い表せないほどのものでした。誰がやったのかについては合意がありません。ある日、大きな集団がやってきて、父を誘拐しました。黙っていないと殺されるよ。彼らは父親を一週間もの間、あちこちに隠しました。その後、ビラットチョークの近くの土地は、 マルポット事務所に入るイレブンビガハの土地に行き、父親の名前で引き継ぎました。その後、彼らはそのお金をそれを売るか国民の名前で渡すことによって支払われるべきだと規定しました。彼は他にも小さな痛みや苦しみを伴う多くの出来事について語った。朝の3時です。コックの音を聞いて、 私たちはみんなショックを受けました。ご飯も野菜も冷めてしまいました。母はオーブンに炭を入れて食べ物を温めました。ちょうど午後3時30分頃に食事をしたばかりでした。昨日の夕方、一緒に来た友人が急いできて、インドに帰らなければいけないと言いました。この村は危険の中心にあります。 それから私たちの両親と姉妹たちは、その村を離れるように進めました。そこから再びデリーに到着しました。デリーで多くのネパール人の動きを見ながら、私たちもハリアナ州のグルガオンという場所に到着しました。最近そこに DLF コロニーの形で大規模な集合住宅が建設されました。 二軒の家で警備員として働くことになった高端出身の元グルカ兵の一人が私たちがそこで仕事を見つけるのを手伝ってくれました。グルガオンは大きな町でした。私の仕事は家庭警備員でしたので電話、ラジオ、テレビを使うことができました。彼は毎日ネパールのニュースを聞いていました。 彼らはネパールで和平プロセスが始まったと聞き始めた。それまでは元気でした。それから私の心の中に犯罪が生まれました。これでネパールの革命という名の激動の運動は終わるだろうと私は推測した。土地の所有権が私の名前に変更されることを思い出したとき、私の心は貪欲になりました。 法的な側面は理解できました。私はその土地は父の名前にちなんで私の名前になるものだと思っていました。その土地は数十億の価値があった。私は父を殺すつもりだった。私はデリーに行き、雇われた狙撃兵に計画を伝えました。彼らは私の父を殺すために金を要求したので、 私は彼らに渡しました。雇われた狙撃手はモランのところへ行き、父親を殺害した。父親の殺害とともに、ネパールの和平プロセスは終結した。10年以上続いた騒乱は終結した。ネパールのモランで父親が殺害された後、警察は長期にわたる捜査を行った。 何も見つかりませんでした。母親は自殺した。二人の姉妹はいなルワのオいたらすと結婚した。一年ぶりにネパールモランに来ました。私はまた、社会に示すために父の仕事をしました。私は孤独であった。しばらくして、私は下のバザール3番の女の子と結婚しました。結婚後、 私はラージガットの土地を売却しました。そして、ビラットチョークの土地も住宅グループに50億円で売却しました。最近、私はここカトマンズのビシャルナガルに家を建てました。家賃もいいですよ。私の妻と子供たちはこの秘密を知りません。一日中楽しく歩き回っています。しかし、 夜になっても全く眠く感じません。寝ていても両親が夢に出てきて、なぜそんなことをするのかと尋ねてきます。今、私は悔い改めの炎の中にいます。達人、どうか私に平安を与えてください。こうして彼は物語を語る、先生術師は言う、平和が訪れるだろう。必ず、 ビクラムは言います。いずれにしても、教祖様、私に救いを与えてください。先生術師はこう言います。そうしなさい。惑星の平和は月曜日に行われるべきです。これらのものを持ってお越しください。リストを与える、ビクラムは誘拐、教祖。 先生術師は言う、惑星の平和とマントラの奉献には10万5万ルピーが必要です。持ってきてください。ビクラムは誘敗、競争。ビクラムはそこから去ります。先生術師は他の仕事も兼務しています。バサンテは秘密の部屋を出る。バサンテは、今日の顧客はこれまで以上に犯罪者になっていると感じています。 先生術師が惑星の平和のためにもっとお金をもたらすことについて話すと、バサンテは冷たくなります。その日、先生術師でさえ一方の心は疑い、もう一方の心は自分自身の世話をします。<noise> バサンテは日に日に社会の新しい出来事を知るようになります。読むよりも体験した方がわかると言われるように様々な知識を身につけている。彼は大学での勉強も同様に重要視しています。彼はまた友達と論理的な議論をします。何事も深く研究する習慣が彼の中に芽生えている。 その一方で、先生術センターに訪れるクライアントとの触れ合いから、彼の中に実践的な知識も増えていく。先生術センターにはよく人々がやってきます。そうした人々は、自分の将来を見るのではなく、自分の人生経験から生じるストレスや不安を解消するために先生術センターに来ます。 先生術師のハリナラヤンさんも儀式を取り行ったり、神父として活動したりする人物です。彼らは先生術を全面的に信じています。顧客が先生術センターに来るのは、そのような信念があるからです。次の日もまたお客さんが来ます。先生術師はバサンテを指します。 バサンテは秘密の部屋に座って話を聞いている。先生術師とクライアントの間で対話が始まります。お客様は、達人ダルシャンと言いました。先生術師はダルシャンと答えます。セバグラヒはこう言います。教祖よ、すべての怯え、動揺した心は心の平安を求めてここに来ます。私もまた被害者で、 シャランに来ました。私の心を落ち着かせてください。先生。先生術師は言うあなたの過去世の儀式の歴史をオープンに話してください。そうすれば、地球の平和を達成しやすくなります。セバグラヒは言います。わかりました。教祖、私は罪人です。悔い改めてはいますが、 それでも生きていかなければなりません。生きていても心は燃えます。だからこそ私は解決策を見つけることにしました。今、私は心と魂が悔い改めの火で燃えているという事実を知っています。私の家はピュータン地区にありました。私はそこの村で生まれました。 人里離れた山村での生活は非常に困難です。大きな工場はありませんでした。ビジネスの名のもとに、食料品店、ドラッグストア、衣料品店、陶器店、そして一般のホテルがありました。若い頃から何か新しいことをやるべきだと思っていたんです。農作業による収入はあまりありませんでした。 私はピュータン本社の近くにゲストハウスを構えていました。本部からは少し離れていたが、人が住んでいる広場の脇にあった。国内では制度変更の名の下、その動きが激しく進行していた。私のゲストハウスに泊まりに来る人が絶えませんでした。誰が、なぜ、どこから来たのか。 私は尋ねようとしませんでした。誰が名前をメモしたかに関係なく、私はそれをレジストラにメモしていました。彼らはしばしば短い名前を使用しました。どこかに本拠地があった。以前は陸軍警察が厳重に駐在していましたが、彼らは私のゲストハウスにはほとんど興味を持ちませんでした。ある日、 夜の8時頃に8人のグループが私のゲストハウスにやってきました。彼はよく話した。彼らは部屋を予約しました。彼らは食べ物を注文した。一度に8名も来られた時は、私たちゲストハウスのプロもとても嬉しかったです。何人かの抗議者がいて、 あとで警察が来るかもしれないという恐怖が私の心に残りました。8人のうち女の子は2人でした。予部屋予約しました。みんな大きな荷物を背負っていました。しかし、山道を移動するときはみんなとても重かったです。夜のゲストのように私たちは彼らを歓迎しました。翌朝目が覚めると、 二人は遠くから来たので疲れていたと言っていました。彼らは一日中寝て夕食の準備を命じました夕方7時に。彼らは食べて行きましたがバッグは同じです。私たちは週末までにお金を支払います。彼らは荷物をここに置いておけば後で取りに来ますと言いました。 私たちビジネスマンにとっても良かったです。彼らは一日中寝ていて、夕食後に出かけました。みんなが笑いながら去っていくのを見ました。彼らが去った後、私たちは彼らに対して何もしませんでした。何週間も経ちましたが、彼らは来ませんでした。数日後に来るだろうと思っていましたが、来ませんでした。 10日経つと、私たちは身の回りのことを思い出し始めました。その後も彼らが来ない時でも、ゲストハウスの部屋はずっと空室ではなかった。4つの部屋にあった荷物を1つにまとめてドアを閉めました。私たちは事業を継続していきました。1部屋分の営業が赤字になった。彼らが来てから話そうと思っていました。 日が経ちました。国内での抗議活動の出来事についてラジオで頻繁に報道があった。彼らは抗議活動参加者か、あるいは治安要員の何らかの策略によるものだった。私たちは混乱していました。誰か来たら死ぬしかない。デモ参加者らは警察との遭遇で殺害され、 デモ参加者らは治安要員も殺害したとの報告があった。テレビもありました。悲痛なニュースシーンが流れると心が沈むので、私たちはラジオでしかニュースを聞いていませんでした。この8人のグループが1ヶ月も来なかった時、私はとても心配になりました。彼らは誰でしたか なぜ彼らは荷物を置いていったのですか頭の中でたくさんの質問をした後、私たちは長老たちのアドバイスに従って、最初に八つのバッグの中から一つを選びました。そのカバンはとても重かったです。他のものも同様に重かったです。袋を開けてみてみました。バッグの中にお金の束が入っています。 小さな袋のような白い袋がたくさん入っていて、外側に名前が書いて印刷されていました。袋を開けてみてみました。ヌガディーがそこにいた。それ以来、私たちは金、銀、お金はすべての袋に入っているお金だと考えました。私はシュリスワスタニの物語の本の中で、サプタリシがやってきて、 バラモンのゴーマの家にあるピルカの下に金を置いたという出来事を思い出し、それらの人々もサプタリシと比較しました。私たち、普通のゲストハウス経営者は仕事に取り組んでいました。あの事件の後、私たちは何をすべきか混乱しました。私たちの日常は崩壊し始めました。 問題があるところには解決策がある。これを私は先輩たちから何度も聞きました。私は問題の解決策を探し始めました。事件の真相を知るのに長い時間がかかりました。私たちのホテルに泊まりに来た人たちは抗議活動家です。彼らはそこで銀行強盗をしていました。村の人々は皆、 安全のため金銀を銀行に保管し、借金もしました。彼らは何十億もの金銀を強奪し、私たちのホテルやゲストハウスに滞在しています。彼らはそれらのものを私たちに保管し、二つの地区にある別の銀行を強盗に行きました。彼らが銀行強盗に行った時、警備員に囲まれて殺されました。 治安要員は死体を掘り起こして解体し、人権侵害や犯罪のニュースを広めるために立ち止まった。イベントはあまり出ません。ホテルやゲストハウスも当時は大きな交流の場でした。多くのお経を用いてあの事件の真相を理解しました。真実も同じです。金銀を持ち込んだ者たちは皆殺された。 今ではその不動産の所有権は私のものになりました。普通のビジネスマンにとって、これほど大きな財産を管理することは非常に困難でした。そのお金をすべて財産警備員に渡そうとさえ思いましたが、私は完全に拒否しました。富を見た後はマハデブにも目が三つある、と私も欲が出てきました。 この国で何社の銀行がそのグループによって強盗されたか私は計り知れません。その量は膨大でした。金貨もたくさん。私はそれらすべてをゲストハウスの物置に保管し、しばらくそこに滞在しました。私は寺井に広い土地を買って宮殿を建てるという夢を持っていましたが、その夢は長い間思い出したくありませんでした。 もし私が土地をたくさん買ったら、注目されるでしょう。未来は安全ではありませんでした。ダンに一日滞在してカトマンズへ向かいました。そういったものをすべて変えて幸せに暮らしたいと思いました。同様のソリューションを探していました。偶然というか、運が強いというか。 ためるのジャンタという場所で受け負い業者が見つかりました。陸軍警察に食料を供給する人、彼は信頼できる人だったようだ。話しているうちに、彼が陸軍警察と良好な関係にあることを知った。私は彼に自分の状況を説明しました。お金のことは話さなかった。 私はそのお金を古い家に持って行き、ビニールで9回用意、大きなブリキの箱に入れて水がかからない場所に置き、その箱もビニールで覆って埋めました。私はそれを言いませんでした。金と銀についてお話ししました。ピュータン州では3人がこのことを知っており、あなたを含めて4人が知っています。 売れるなら四つに分けた方がいいですよ。業者が言ったものはすべて簡単には売れないと言いましたが、金買取り業者には相場の7割で売れるとのことでした。彼には老いをもたらす能力がある。彼の車にはあちこちを移動する陸軍警察官の荷物が積まれていたため、何度かピュータンから金銀を持ってきてジャタで安く売っていた。 私は最初彼を疑い、何か間違いはないか尋ねました。彼は言いました、兄弟。一番目の仕事には間違いがあるかもしれませんが、二番の仕事には間違いはありません。私の一日は強かったに違いありません。受け負い業者はその金と銀をすべて簡単に売り払いました。 彼は私に30億ドルをくれて、これはあなたの分け前だと言いました。彼がいくら貯めているのか分かりませんでした。どれだけの銀行の金がデモ参加者たちに盗まれたのかは分かりませんでしたが、当時、村では誰も家に金や銀を保管していませんでした。ラフレニの人々は皆、 安全のために宝石を銀行に保管していました。私はそのお金でカトマンズのビシャルナガルという場所に家を買いました。家を買うのにも理由がありました。その地域には、かつては陸軍警察の公認証校が住んでいた。安全性の観点からこのエリアを選択せざるを得ませんでした。 金銀を管理して家を買うまでにほぼ一年かかりました。時々、妻と電話で連絡を取っていました。私がビシャルナガルで買った家は三階建ての家でした。それは半分がプランテーションの敷地を持つ家でした。二階建ての賃貸物件です。それからピュータンへ行きました。そこでピュータンでは、 妻の心が乱れた。この事件について知っていたのは妻と私だけでした。彼は息子が小さかったので知りませんでした。母親、父親、兄弟が別々の家に住んでいることは知られていませんでした。妻はこれらすべての問題について私にストレスを与えていました。そんな緊張の中でも、 私は少しずつ埋めていたお金を引き出し、ダンとネパールガンジに家を買いました。その後、私たちはそこにあったゲストハウスを閉めて、村の家に住み始めました。私はカトマンズのネパールガンジのダンに住み始めました。その後、久しぶりにピュータンによく行きました。ある日、 私は三つの不動産の問題と私の放浪癖のせいで妻とひどい喧嘩をしてしまいました。彼女はすべてを話すと騒ぎ始めた。その後、私は陰謀をもってそれを丘に連れて行きました。彼女は息子も連れて行きました。頂上に着いた後、私は彼を100メートルの穴に投げ落としました。 生き残る可能性がなかった場所。それから私の5歳の息子が私に尋ねました。なぜ私の母を殺したのですか彼は、このすべてを祖母に話すと言いました。私の息子を見てください。とてもわかりにくかったです。理解不能で愛すべき息子だったが、私は明日の状況を推測して殺害した。 その後、母が住む母屋へ行きました。母子がベッドから滑り落ちたとき、私は彼らに場所を告げ、私は庭で気を失ったように倒れました。私はそこに滞在しました。村人たちは彼の妻と息子の死体を運び込んだ。良い仕事ができました。仕事を終えて段へ下山しました。 村人や親戚の目に私は困惑していました。私の魂は私を犯罪者と呼んだ。私をこのような間違った道に導いた人生の文章は何でしょうかあたかも、一つの間違いを隠すためには、千回の間違いを犯さなければならないかのようでした。ピュータンから下山しながら、ランダパカ、パケラ、森、 ブティアン、川、滝などをじっくり眺めました。今はピュータンに来れないかもしれないからです。時間は私をどの方向に連れて行き、私から離れて行きます。そうしないと、終身懲役刑に処せられる可能性があります。しかし時間は邪魔しませんでした。段からカトマンズに来ました。 私の家はカトマンズにありました。私は家に帰って座りました。私は数日間憂鬱な状態が続きました。私は長い間家の中にいました。時は過ぎた。友達もできました。私は友人や近所の人たちにその出来事についてできる限り話しました。しばらくして。 私はカトマンズムールパニのプダサイニの娘と二度目の結婚をしました。現在、私はタンガルでレストランをオープンしています。ビップのお客様もいらっしゃいます。夜遅くまで酒を飲みながら語り合う。彼はいたずらっぽく笑います。新しい妻との間にも娘と息子が生まれました。 妻は私の仕事を手伝ってくれます。彼女は幸せになろうと努力していますが、私の心は決して幸せになることはできませんでした。私は顧客を見て幸せになろうと努力していますが、内側からはそうはいきません。心に隠した罪を誰にも言えない、全く言えない、そしてそれを頭から追い出す方法。 夜も眠れないことがよくあります。時々、眠りに落ちた時でも、夢の中で山から捨てた息子と妻の姿が現れます。彼らは私を救おうと叫び続けています。私の魂はいつも震えています。にゃうりマリパチュートという状況になってしまいました。先生、私の燃える心を鎮めてください。 先生術師は言います。今。私たちは地球の平和を必要としています。大丈夫です。心配しないでください。顧客はこう言います。OK。教祖何をすべきか教えてください。先生術師、伝票を書いています。月曜日に地球平和のために来てください。内容を書きました。持ってきてください。 料金は15万です。持ってきてください。クライアント、オーケグル、そう言って立ち去る、今でもバサンテは満足していない。彼は犯罪者が顧客として来るのを見ます。先生術師が普通に仕事をしているのを見て、彼は満足していませんでした。彼の心の中で波が起こり、彼は一人で後悔します。 彼は2階のキッチンに行きます。食べ物を食べる、バンセはおばちゃんと話します。お母さんは上の屋根の上にいます。バサンテは屋上に行き、何かについて話します。心の中にある不快な状況を取り除くために、彼は母親に何年も前のカトマンズの様子を尋ねました。 二人はしばらく噂話をします。彼は母親に悲しみを感じていますが、何も尋ねませんでした。バサンテは時間が経つにつれて、少しだけ哲学者になろうとしています。彼は個人、家族、家族、社会について考え始めます。人生は沼のようで、とても深いようですが、 その沼の真ん中にもハスを植えるべきだと考えています。彼がカルマを強調するのは、カルマに応じた結果を理解しているからです。今日に至るまで、彼は先生術師と意見の相違はありませんが、いくつかの点で満足していません。 時間は常に独自のペースで進んでいます。時間とはそんなもので、誰かを待つことも、一緒に来いということもありません。時間を知っている人は、時間と共に自分自身を動かそうとします。時期を知らない人は後で後悔することになります。村から来たバサンテでは、時間の理解が明確です。 彼は時間を最大限に活用します。先生術師センターに滞在し、様々な知識を習得していたキャンパスを通じて知識が得られる一方で、先生術師センターを通じてスピリチュアルな知識や経営知識も開発されています。彼はそこに来る人々と交流することで、 その国の政治や世界の政治について多くの情報を得る。彼は知識欲が旺盛なので、常に知識を求めています。バサンテが最初にパンチタールから来た時の姿と比較して、それは何百倍も成熟しました。彼は今日までパンチタールからカトマンズまでの旅で大きなトラブルに遭遇していないので、 自分は幸運だと思っている。カトマンズに来ている間、サンダーラバティ、ダマック出身のカナールアンカル、そして先生術師は皆、彼にとって助けになってくれました。スンダールラバティとカナールアンカルは彼の人生の旅においてヘルパーの役割を果たし、先生術師が主な救世主となった。バサンテは最近、 多くのことを理解できるようになりました。何が間違っていて何が正しいのかをすぐに見分けることができ、人の傾向を見た瞬間に推測することができます。彼はそこに来る顧客だけを考えていませんでした。先生術師は父親と母親の行動も研究しています。 彼は先生術には何か悲しいものがあることに気づきました。彼は先生術師も時々イライラしているのを見ました彼は両親からたくさんの愛を受けました。彼は自分の子供たちと同じように愛を受けています。先生術師の父と母の息子たちは、バサンテがカトマンズに来て以来、カトマンズに来ていません。 先生術師のババは後になってからも息子たちに送金していましたが、バサンテは息子たちが自分をそれほど重要視していないことに気づきませんでした。彼は父親と母親に対する奉仕を減らす機会を与えず、同時にパンチャールにいる父親と兄弟に対する責任も果たしています。これら全てにもかかわらず、最近、 彼の内なる心はジョジババを疑おうとしているようです。そのような感情は、先生術師のところに来る犯罪者に対する彼の一般的な態度によって彼の心の中で表現されています。彼はこれらすべての状況を感じていますが、何も言うことも表現することもできません。先生術師は、 父親は賢くなるべきだと言います。多くの人があなたに多くのことを期待しています。私たちの社会は崩壊しようとしているようです。それも守らなければなりません。皆さんに人生と世界を勉強させ、社会についての完全な知識を与えるために、私はまた、 ここに来る特別な顧客の人生の物語を伝えることで皆さんを成長させようと努めてきました。あらゆる出来事から学ぶ機会が得られます。適切に利用する必要があります。先生術師センターにはひっきりなしに人が出入りしています。翌日。 再び先生術師ばばはバサンテに秘密の部屋に座って話を聞くように指示します。通常、先生術センターにサービスを求めてくるのは裕福な人だけでした。彼らは高級車に乗ってやってきましたが、時には一般人が徒歩でサービスを受けに来ることもありました。彼は普通の人が歩いているのを見た。 VIP っぽい人の話を聞きなさいと言われることも多かったが、一般人の話を聞きなさいと言われることもあった。先生術センターに来る人全員の話に耳を傾けなければなりません。合図は、それを聞かなければならない人の前日にバサンテに与えられます。他にも VIP が来る予定です。 バサンテのビップの話を聞く彼が秘密の部屋に到達すると、それは政治家のダンバルド・ワジであることが判明しました。ダンバルド・ワジと先制術師の間で対話が始まります。ダンバルド・ワジは生涯を通じて偽善的な政治を続けてきた。ダンバルド・ワジ氏は、ダルシャン氏はこう言います。先制術師は言います、ダルシャン。 そしてそのニュースは何ですかダンバーダージは言います。どうすればいいですかグル不安の炎が私の心の中で燃え始めた時、私はグルジのことを思い出しました。自分の過去の行いのせいで心が焼けてしまいます。この燃えるような心を持って歩くのは難しいです。人生の最後は平穏に暮らしたいと思っていますが、 これまでの人生で犯罪や悪行を犯してきたため、今はそれが難しいです。先生術師は言う心配しないでください。最初からどうやってこの状況に至ったのでしょうかあなたの人生のストーリーを教えてください。ダンバルドバジは言います。深呼吸して。先生、私が若かった頃、子育ては良かったです。 大人になるにつれて、どうしたらいいのか悩むようになりました。私は失業者になり始めました。その時、村に政治の風が吹いた。45年前のことだ。サンプル島の人々が村に入り始めた。彼はかつてシステムに反対する活動を行っていました。農民たちは解放について優しく話していました。 彼は、国民は国家の財産に対する権利を持つべきだとよく言っており、実際にそうなっている。私は自分を若い人間だと思い込んで彼らの影響を受けてしまいました。彼らは私にサンプルのパーティーメンバーを連れてきました。しばらくは普通の会社員になりました。その後、彼は村の党委員会に配属されました。 彼は経済援助の寄付金も集めていました。寄付金の集まりを増やせれば、少しは使えるのですが、私はとうに忠実になりました。日中は通常の農作業を行いますが、夜はサンプルパーティーの会議がありました。私はほぼすべての会議に参加していました。日中は人々の間で前行が行われました。 自作主者は逮捕された。模範的な政党が設立されつつあった。日本党和村の偽ファタハ領主を処罰する政策を打ち出した。村や地区ではサンプル党の有利性が高まっていた。私たちの地区でもそんな状況でした。他の地区でも同様の状況でした。 党の指導者たちが党の名のもとに集めた資金で土地を買い始めたという話を聞き始めた。サンプル党は党の名のもとに組織的に人々を騙す組織的なギャングであると思われ始めましたが、その時私は地区指導部に連れて行かれました。サンプルパーティーの地区指導者に到達してから、私は多くのことを学びました。 当指導部は密かに地区内の密輸業者、泥棒、犯罪者、偽物と密かに関係を持っている。彼らからお金を奪われる可能性があります。アルコール、マリファナ、アサは密かに摂取される可能性があります。地区指導者も様々な場所で性的快楽を得る予定です。当の指導の下、 恐怖を生み出すために強い少年が育てられており。党はそれを解決しようとしている。私自身もその行動に惹かれました。その党は国が提出した計画に反対した。おそらく州の予算も限られていたのでしょう。私たちは他の人々を挑発していました。センターからそうするように指示されました。 善良な人が善意を持って組織するのは非常に難しいそれは、人は正直な人を恐れないということです。場所によっては、党が作手者に死刑を与えるという未確認の計画を立てることもあった。その後、寄付金がさらに集まりました。党の名のもとであっても、おしゃべりな指導者たちは十分な収入を得ていた。 政治にもハマっていました。この地区では私の生活水準も向上しました。選挙が始まるとあらゆる犯罪が行われた。地区でどれだけのお金が集まったのかかつて中央指導部が個人的にどれほどの寄付をしていたのか経済的に豊かになりました。私はセンターのリーダーに近かった。 私は何人かの男の子を別々に育てました。私は彼らが業者より先に行くように手配しました。契約者も私の部下です。以前は契約を結んだ後、自分の請負い業者に工事を引き渡していました。私たちは一生懸命働いてお金を貯めていました。 工事完了後短期間で多くの場所で橋が崩壊するだろう。道路のピッチも同じです。しばらくの間同じ状況が続いています。当社グループが建設した建物は、漏水により短期間で倒壊することがありました。私たちの塔が強くなるにつれて、私たちはそれらの声をすべて抑えました。時が経ち、 私は党の中央指導部に就任しました。最初は大丈夫だったけど、先導するのが上手でした。その結果、私は中央の指導者に就任しました。党の中央指導部に到達してから、党指導者の生活は非常に贅沢であることがわかりました。国内外の密輸業者、 マフィアなどが資金援助を受けて党を乗っ取っている。我が党も何度か政府に行きました。指導者たち流行るべきことよりもやるべきでないことを増やして金を集めてきた。党会議そのもので中心人物を追い出す人もいる。私は静かにメインリーダーになっていました。党は何回政府に働きかけましたか 野党は何回結成されましたか彼が国に害を及ぼす何かをするたびに、それは彼らにとって良い個人的な利益となるでしょう。という部分も気に入りました。国家協定を結ぶ際にはマフィアに従いました。私たちはかつてそれが国家のためだと擁護し、またそれを擁護されてきました。 党指導部は私たちに普通紙に署名をさせていました。彼らはまた、党のため、そして国家のために、私たちが党員であるとよく言ったように、普通の紙に正しい印刷物を印刷することを強制されることがよくあった、という恐怖の雰囲気を作り出しました。我が党の指導者たちはかつて汚職によって莫大な富を稼いでいました。 私たちは彼らに従います。主要指導部との秘密会談にも行った。知らない人も増えました。彼らは私たちの当指導部を無礼に扱いました。なぜ仕事ができないのかと思っても、お金を持ってくるときに、今すぐ持ってくると脅しました。彼らが使っていた言語はネパール語ではありませんでしたが、 私は彼らの言葉をよく理解することができました。他の政党の友人たちが、私たちの党と同じように、ネパールのすべての政党の指導者は偽造者、密輸業者、マフィアの投資を受けている、というのをよく聞きました。私は、我が党の指導部が白紙のページに署名を繰り返し書いていたと言いました。ある時、 一通の手紙を見つけた。そこには、すべての寄付者が言ったように我が国の資源を動員し、教育においても寄付者の意向に取り組み、正当な宗教制度における寄付者の要望を受け入れ、そして決定を下す、と書かれていました。援助者の命令に従って外交政策を行う、このように書かれていました。 他にもたくさんのポイントがありました。私たちの署名はそのページにあります。私は子供の頃から党の名のもとに組織してきました。それらの活動はすべて国家に有利なものではありません。知らずに殴られた人もいた。国家はいくつかの制限のもとで搾取された。私は国を殺してしまったので、 彼の老後に悔い改めています。今日、この国がサティに呪われた国と呼ばれているのは、なぜこの国がサティに呪われた国と呼ばれているのかというと、私たちの指導者たちが国家のために働けない環境を作ってしまったからです。この年齢になると、心は開かれましたが、今のこの体には力も気力もありません。 ある程度のお金は稼げました。自分たちの行動を見ると嫌な気持ちになります。グル、私は後悔の炎に燃えています。安心してください。私は生涯を通じて国を殺してきたので、自分が犯罪者であることに気づきました。教祖は何かをしなければなりません。先生術師はこう言います。 これらの行為は故意に行われたのか、無意識のうちに行われたのか。今、私たちは地球と平和を築き、罪を償わなければなりません。そのために必要な材料のリストを書きます。月曜日にそれらのものを持ってくる必要があります。惑星平和のためのアビシェキングマントラの料金は15万。 それと一緒に来てください。ダンバルドアジは言います。あなたが何をするとしても、心の中に平和を作りなさい。それからダンバルドアジは先生術師センターを出て目的地へ向かいます。先生術師ハリナラヤンは、別の仕事にも取り組んでいます。バサンテシークレットが部屋を出る。彼はこれも怒っていると真剣になります。 あらゆる出来事から、バサンテは何らかのものを受け取ります。彼の愛国心と誠実な気持ちが洪水のように溢れ出る。彼は目を閉じて物思いにふける。日々が過ぎていきます。日が経つにつれて。 バサンテにはますます多くの経験が追加されます。カトマンズの天気は季節によって変わります。カトマンズには人々が行き交う。カトマンズには観光スポットがたくさんあるので、七つの海からも観光客がやってきます。ユネスコもここの多くの場所を世界遺産に登録しています。バサンテさんは、 パンチタールにいる父親と兄を何度も訪問する時間を設けているが、先生術師ハリナラヤンの息子たちは海外から一度も戻っていない。両親は二人の息子が結婚したというニュースを別の手段で聞いた。このように父親も母親も息子と離れると心の中で弱くなってしまいます。彼は、 先生術師の母親がバサンテをますます愛していると感じています。幼い頃に母親を亡くして以来、母親の愛を味わうことができず、先生術師の母親の愛情に何度も隅っこで泣いたという。こうしてバサンテはその家の家族の一員となった。先生術師のババさんも同様に愛情を持って彼を扱ってくれました。 先生術センターはほとんど空いていることがなく、いつも混雑しています。そこに集まる群衆を見て、バサンテの心にもこんな思いが浮かんだ。なぜこの人たちはここに来たのですかそして彼は自分自身で答えを決めます。おそらく信仰によって。バサンテはカトマンズに来て以来、 先生術師センターの誠実な職員です。先生術師の愛を受け取りました。彼はそこでのサービスシステムを直接見たことがありますが、他のサービス利用者ほど自信がありません。彼は何かを信じるには信頼できる理由が必要だと信じています。カトマンズのような都市でこのように盲目的に歩く人々を見ると、 ネパール全体の状況を想像するが、パンチタールとカトマンズのいくつかの村の末路を理解していないため、彼の推測は単なる想像に過ぎない、この国を旅して人々の状況を理解したいという願望が彼の中に目覚めましたが、その時はまだ彼の前に来ていません。バサンテは、強別のビップが来るという信号をすでに受信しています。 午前10時半ごろ、クリーム色の高級車が先生術師センターに入ってきた。以下に配置されている警備員は車両の手配を支援し、VIP の上にあるサービスセンターに行きます。彼の運転手は1階の部屋に座って新聞を読んでいる。その時までにバサンテシークレットは部屋に到着していた。 今日の VIP の名前はピタンバーです。先生術師ばばとピタンバルジの会話が始まります。ピタンバルジ氏は、ダルシャン教祖はこう言います。先生術師はこう言います。ダルシャンピタンバルジ。ピタンバルジさんは、第一人者、私は人生の最後の段階に達しました、と語ります。しかし今、 私はとてもストレスを感じています。心はとても落ち着かない状態です。夢の中でも悲しいです。私の心と魂に平安を与えてください。先生術師は言うそのためには、惑星の平和が実現されるべきです。地球の平和を保つためには、魂が混乱する理由を知らなければなりません。 その理由は私たちの過去の行いにあります。自分の過去を話せば、地球に平和が戻るでしょう。ピタンバルジは言いますはい、はい。教祖、どうやら全ては私の行動のせいのようです。私たちの友達全員があなたのところに走っているのが見えます。だからこそ、上司を、私もあなたの避難所に来て、 平和を懇願しました。ここで私のライフワークの要約を発表します40年前のことだ。私は教育を受けて卒業しました。当時は卒業生も少なかったです。卒業までに合格した人はほとんどいませんでした。卒業後は就職を考えていました。家族も同様のアドバイスをしてくれました。 この時公務員試験が始まりました。私は役員レベルの求人に応募しました。勉強が得意だったので、なんとか試験に楽に合格できました。もしかしたら今ほど争い事はなかったかもしれない。公務員だった当時は成績が違いました。それから私は卒業したばかりの女の子と結婚しました。当時、 私は社会で議論されるべき人物として見られていました。私が公務員になった後、最初は研修センターを通じて、私を含む新人バッジ職員が研修を受け、地方に派遣されました。国西地域の地区管理事務所にも到着しました。入社当初は誠実さに感銘を受けましたが、 入社後はお金を得る方法がたくさんありました。公共事業をしながら余分にお金を取るようになりました。新しい上司もよく稼ぐだろう入社してから数年以内に、なんとか4つまたは5つの仕事を追加することができました。最初は購入した時計のいくつかに自分の名前を付けていました。 それから妻の名前にちなんで名付けました。その後、義母と姑の名前も書きました。政府の仕事を続けるとどれくらい稼げるの何をするにしても、集まったお金の一部をトップに投じれば。他の人は私と同じようにいくら稼いでいますか私は管理、会計、収益。 税関などあらゆる分野の職務経験があります。現地に送っても食べた人の口には白身が刺さらないということで、とても嬉しかったです。妻も私の仕事の収入で贅沢をするようになりました。彼女は歩くために車を買いました。彼女は在宅勤務のためにヘルパーを雇った。私たちの立場は突然変わりました。 私の二人の兄弟と一人の義理の妹は、私の収入でドイツに留学しました。正式なレベルのマネージャーになれば、たくさん稼げるはずだった。仕事をしながら副秘書官レベルにも到達しました。事務時間レベルに上がった後、私は多くの場所で最高責任者になりました。 CDO として地区ごとに到達すると、高額な追加収入が得られます。地区の警察署長と CDO が同意すれば、何をしても実現します。ある意味、私は自分が王であることを思い出しました。寺井地区での偽の国籍配布事件が明るみに出て新聞に載った時、私は不安を感じました。 それからサービスを変更し、レベニューサービスに行きました。収入奉仕の仕事についていた時は、まるで岩の上に座っているような気分でした。お金なしでどれくらい稼げますか私も気にしませんでした。当時、彼はカトマンズで多くの夜を過ごしました。私たちはよくそこへ行きました。酔って外出すると、 警備員も車から小遣いをひったくったりしていましたが、車まで連れて行って車の中に入れてくれました。その時までに、私の長男は卒業を終え、進学のためにオーストラリアに行きました。彼が去ってから2年後、次男は日本に留学しました。家族の中で老人は私たち2人だけです。 私たちの新婚旅行は失われた年齢から再び始まりました。お金があると外の女の子も並びます。女性スタッフも自分のオフィスでひどい扱いを受けました。ジャーナリストは時々贈り物を受け取りに来ていました。副長官の仕事は政策決定でも収入が多い。当時、 私はネパールが世界で最も裕福で最も儲かる国だと思っていました。副長官レベルでは、むやみやたらに金を受け取ることは許されない。バランスは大幅に調整する必要がありますが、収益はさらに大きくなります。私は働きながら共同初期官レベルに昇進しました。 その頃から外部との取引が始まりました。たとえ自分の事務所や省庁の機密情報を他人に教えたとしても、多額の収入が得られます。稼ぎ始めると、どこからでも稼ぎ始めます。私が共同書記になって以来、各党の高級指導者たちが私に連絡をくれるようになりました。指導者たちから多額の金も集めた。 仕事と路線が合致して再入局長にもなりました。隠したり、隠したり、埋めたり、吹き飛ばしたりするのに十分なお金があった時、私は社会で尊敬される人になるために本を書き、哲学者になりました。私は閣僚の長寿となり、仕事が終わる直前に秘書になった。私が秘書になってからは、 他の事務所からも高額な給料をもらっていました。私が稼いだお金で義理の兄はドイツの大実業家になりました。長男はオーストラリアの情報技術とホテルラインへの大規模な投資家でもある。次男も日本で同様の進歩を遂げた。時は過ぎた。私の母と義父が亡くなりました。 ギフと母の名義で追加した財産とそれらの財産は私の名義にはできませんでした。ドイツに住んでいた親戚たちからも連絡がありませんでした。私は彼らが持っていたお金を受け取ることができませんでした。彼らは私から遠ざかっていきました。二人の息子はそこで女の子と結婚した。彼らはネパールには来ません。 息子たちも私とは連絡を取っていません。私が秘書の職を辞して間もなく、当局が私を追いかけました。悪いニュースが新聞に載った、私の妻はとても愛情深い人です。その知らせが当局の後に届いた時、妻は痛みに倒れ、病気で亡くなりました。私は完全に一人でした。 老後一人で暮らすのは簡単ではないし、お湯を沸かしてくれる人も話を聞いてくれる人もいない。人生はとても退屈なものになってしまいました。近所の人たちが助けてくれることもありましたが、いつもそれができるわけではありませんでした。私は人生の終わりに中年の女性と結婚しました。 この後に幸せな日々が訪れることを願っていました。結婚して数日後、彼女も不平を言い始めました。一年後、訴訟は離婚した。彼女は私の財産の一部も取り上げました。今日、私は完全に一人です。私が子供の頃に遊んだなだらかな丘や村が荒廃してしまったように、 私も後廃してしまいました。私は私です。このすべての背後にある理由は私です。今日、私は後悔の炎に燃えています。私の心の中に不安の波が押し寄せ続けています。安らぎを求めて彷徨っています。達人、平和を与えてください。先生術師は言います。 先生術師の目に涙が浮かんで尋ねました。ああ、あなたは完全に一人になるのです。心配しないでください。世界は平和になるはずです。わかりました。紙に何かを書いて、地球の平和を作るために、月曜日にこれらのものを持ってきてください。料金は15万です。お持ちください。ピタンバルジは言うわかった。競争。 何が起ころうとも、私は平和を望んでいる。その後、ピタンバルジはそこから去ります。先生術師のババさんも別の仕事を始めます。バサンテも秘密の部屋を出る。毎春、毎春、毎日、バサンテは新しいことを発見しています。バサンテは人生と世界についての知識を増やしています。 雨季になるとカトマンズの地理はぬかるみます。冬の到来は寒さをもたらします。秋とバサンテも喜ばれます。一般的にネパールの他の地域に比べて、ここの気候は適しており。カトマンズは国中から人々が訪れる目的地となっています。だからこそ、ここではアクティビティが不足することはありません。 カトマンズ滞在中に、バサンテは仏教哲学の知識も習得します。たとえ完璧を極めるまでには至らなかったとしても、知識を全体的に感じることができた。彼はまた、時には友人たちと社会の伝統や今後の方向性、ネパール社会の変革などについて話し合うこともあります。 先生術師はバサンテに翌日の出来事を聞くように指示した。バサンテはどのような新しいイベントが起こるかを考えており、興味を持って準備されています。彼の心には多くの疑問が生じます。翌日またビップが来る。彼女を見ると、彼女は魅力的に見えます。髪にジェルを入れて後ろにまとめ、 ネクタイのスーツを着た背の高い金髪の男性は60代と思われる。車は下に駐車され、警備員によって上の先生術師センターに送られます。その人が数学に到着するまでに、バサンテはすでに秘密の部屋に座っていました。その人物はティワリジという名前で知られており、 ソーシャルワーカーとしてのアイデンティティが社会に確立されている。先生術師とティワリジの対話が始まるティワリジは言います、こんにちは、グル。先生術師は言う、こんにちは。何のニュースですか久しぶりに来た。ティワリジは言います、人の性質。それがそのようなものです。教祖、あなたは苦しみなしには覚えていません。 先生術師は言うそのような方法は評判が悪くなったのでしょうかティワリジは言いますはい、グルです。さて、60歳を超えました。過去の自分の人生の経験により、彼は今とても後悔しています。心に平安はありません。この年になると大変でした。私たちの友人たちはみんな、 心の火を沈めるためにここに来ました。教祖私も心を落ち着かせる方法を探しに来ました。とにかく直さなければなりません。そのためには何でもする準備ができています。寝ることも食べることも座ることも難しい状況にあります。私は救われなければなりません。 先生術師は言います私はあなたの問題を理解しています。これらすべての問題の根本はあなたの過去のカルマです。オープンにしておけば簡単に解決できます。地球の平和を実現するのは簡単でしょう。あなたの人生の問題がどのようにして起こったのかを簡単に説明してください。ティワリジは UOK、OK。 自分の人生の物語を語り始める私はラムジュン地区で生まれました。当時、父は公立学校で中等教育を教えており、母も初等教育で教えていました。二人とも公立学校で教鞭をとっている正社員だったので、我が家は裕福な家庭に数えられていました。私たちの家族は全員、 教育に関心を持っていました。私は両親の教えで同じ学校の SLC を受講しました。その後、学士号まで勉強して合格しました。ポカラの PN キャンパスでそれを完了しました。それから再びラムジュンに戻りました。両親は私に仕事を探してくれましたが、 私の希望通りの仕事を見つけるのは簡単ではありませんでした。私は成人教育を教えるために NGO に雇われました。その NGO は幼い頃に文字を読むことができなかった人たちに読み書きができるようにするキャンペーンに取り組んでいた。私はその職員として村から村へ行かなければなりませんでした。 村の男性の多くは強制労働や外国人労働者として働いていました。彼らの中にはビジネスのためにポカラやチトワンに行った人もいましたし、仕事を求めてインドの別の都市に行った人もいました。当時、NGO が実施する成人教育プログラムで学んでいるのはほとんど女性だけでした。 商売に行く男たちは妻も連れてくるので、村にはラフレの妻しかいないことがほとんどだった。幼い子供たちは学校で定期的に教えられました。彼は大学で学ぶためにポカラや他の都市によく行っていました。村には外国人労働者のラフレの妻しかいない。私の仕事は教えることです。 成人教育の授業は午前11時から午後3時まで行われた。このタイムスケジュールは主婦たちの要望で固定されました。朝晩は家事で忙しいので、午後の勉強にも適していました。そこに留学に来た女性たちは名前も書けないレベルだった。彼らにとって読み書きができることは非常に重要でした。 そのプログラムは実りあるものになってきました。村の女性たちは文字を読むことができました。当時、誰もが携帯電話を使えるわけではありませんでした。そこに来た女性の中には、歌が得意な人もいれば、ダンスが得意な人もいて、楽しむ人もいた。当時、そこで教えることはある種の特別な喜びでした。 当時私はまだ23歳でした。私は教養のある、教養のある若者でした。そこよりも下の村出身のガールフレンドもいました。成人教育を学んだ後、私は時々その場所で彼に会い、人生の夢をたくさん見ました。私は自分の心を飾り、想像力を楽しんでいた。 私が教えていた塔は人里離れた場所にあったので、教えた後にそこに来る人はあまりいませんでした。塔の鍵を持っていました。以前は私が先に行ってドアを開け、最後のドアも閉めていました。22組のデッキはベンチでした。掃除は勉強に来た女性たちがやってくれました。 私は彼女と一緒にその場所で夜更かしするのを何度も楽しんだものです。若々しい求愛、触れ合い、キスの喜びをここで言葉で説明することはできません。その瞬間、お腹が空いている人にとって甘いマンゴーの味は何でもないように思えました。一部の女性は私が勉強を終えた後、 そこで友達と会って夜まで話していたことを知っていました。ある日、私はそこに座ってガールフレンドを待っていました。その日、彼女は仕事があるから遅れたら来ないと言いました。彼女は私に3時半まで来ないなら家に帰るように言いました。彼が来ると嬉しくて、来ないと悲しかったです。 私はそこに座っていました。こうやって後ろを向いた女性が後ろのベンチに座って私の活動を眺めています。その時私は退屈していました。私は彼に行くように言いました。彼女は行くことを拒否した。先生、彼女はこう言って話し始めました。なぜここに座ったんですか 彼女はなぜあなたが満足しないのかと尋ね始めました。私は話したくありませんでしたが、彼女はたくさんの質問をして私が話すよう促してくれました。私は手首のサイコファイブの時計をずっと眺めていました。当時、サイコファイブの時計も人気の時計とみなされていました。彼女は単調に私に話していました。 私は首を振って彼の質問に答えていました。私の手の時計は四字を打っていました。私のガールフレンドは来ませんでした。今すぐ行かなければならないというコミュニケーションの感覚が私の心の中に生じました。私は立ち上がってそこから歩いてみました。女性は私の手を掴んで引っ張りました。 私は彼女を頭からつま先まで見ました。彼女は民族衣装のチョロとルンギを着て、35歳の笑顔を浮かべ、足元にはサンダルを履き、髪を少し散らした村娘だった。彼女は私の手をしっかりと握った。逃げ出すのが怖いからかもしれない。彼女は私をしっかりと引っ張ってメカに座らせました。 彼女は私に率直に話し始めました。彼女は私が夫であるかのように私の手で遊び始めました。少しずつ彼女は私を溶かしていきました。この環境と体のオープンさに私は恋に落ちました。それからしばらくすると、彼女はこうやって私に添い寝をするようになり、私の体のあらゆる部分を使い始めました。 彼女は少し前に、私の心に湧き起こった鈍い感情を美しいものに変えることに成功した。嬉しいアクシデントがありました。そこで二人に肉体的な快楽を与えた事故。事件が起こった時、心は何もしませんでした。事件の後、心が開かれました。私の心の中に恐怖が生じ始めました。 私はこの事故の後に何が起こるかを想像し始めました。以前は彼女だけが話していましたが、今度は私が話す番です。私は彼女によく質問し始めました。なぜこのような状況に至ったのか聞いてみました。彼女はすべてを詳しく説明してくれました。彼女は言い始めました私は35歳です。 私にも二人の息子がいます。結婚した時私は15歳でした。私は16歳で長男を出産しました。今度は長男がインド軍に入隊した末の息子は17歳でポカラで勉強を始めています。義母、義父、そして私は家にいます。義父は水タバコ愛好家です。 義母は義父をとても大切に思っています。私の夫もインド陸軍の注意です。3年後には年金がもらえるようになる。夫はインドにいて、私はここ村にいます。海外から来た夫をきっかけに私の若々しい欲望が呼び覚まされる。自分の中に湧き上がる感情を調和させるのはとても難しいです。 青春の欲望に燃えています。先生、今日あなたは私の炎を照らしてくれました。ありがとうございます。私の中に生じた恐怖が静まります。多少の安らぎはあります。彼のことをもっと知りたいです。このように近づいた時に子供が座ったらどうなるでしょうかそれを聞いてみます。彼女はこう言います。 ああ、先生も、私たちは二人の子供を産んだ後、それを永久にしました。あなたは何をしていますか甘い事件が起こりました。その出来事は夢のように現実的でした。副作用はないようです。その時、男は何年も戦い、女は一日戦う、という歌の一節を思い出しました。 曲も現実と経験を混ぜ合わせて作られています。私の感覚ではそう感じました。その後数日間、彼女は同様のプログラムを何度も開催しました。心ではノーと言いたくても、完全にノーとは言えませんでした。このシリーズは続きました。その後、ほぼすべての女性の状況は同じになります。 時間と場所を変えても多くの人に奉仕しなければなりませんでした。最初は普通に楽しいサービスの仕事だと思っていましたが、後で非常に難しい状況に陥りました。それから私は人生に大きな打撃を受けました。私のガールフレンド自身がこのニュースを聞きました。彼女は私を疑い始めました。 彼女は私に何度も尋ねました。私はノーと言った。ある日、彼は丘に来て隠れます。彼女は私に現行犯であった。それから彼女は、あなたが私を騙した。私は老年になるまで忘れないと言いました。彼との面会は中止になった。彼女に会って謝ろうと思ったが、それは不可能だった。 その時でも、私の教職はそこで続けられていました。そこで教えている間、私は望んでいない中年女性と関係を持たなければならない状況にありました。結婚して一生一緒にいたいと心から思った友人。私たちも約束しました。私のせいで、 私たちの美しい夢の世界はガラスの家のように砕けました。人生は旅だと聞いたことはありましたが、愛する人と過ごす最初の旅は一生の思い出に残るものです。私は宝石を失った蛇のようでした。教えている間、私は女性全員に対して怒り始めました。 私は連絡を取ったすべての女性のビデオを作り始めました。当時、海外から来た親戚からもらった携帯電話を使い始めました。あの時は携帯電話も持ってなかったあの女性。私はこっそり作ったビデオを見せて女性たち全員を脅迫し始めました。子供たちの母親や義理の娘たちはみんな、 遺言を持って座っているのが見られました。私は未婚の男ですが、当時43人の女性とセックスする自分のビデオを作りました。ビデオのほとんどはそのテラスで撮影されました。ビデオの中には、トウモロコシ畑や川岸で撮影されたものもあります。タワーに携帯電話を貼り付けやすいので動画も撮りやすいでしょう。 私は当時20万のレートでそれらの女性全員と一緒に去りました。彼らは事件が明るみに出ないように資金を提供する用意もあった。彼らはお金を集める方法を知っています。私はガールフレンドが私と別れたことに腹を立てていました。私はそのお返しとしてその一歩を踏み出しました。 彼らは私の関係を壊す要因でした。しばらくして、そこでの教育プログラムは終了しました。当時私はたくさんのお金を持っていました。給料からいくらか稼いでいました。女性を脅迫して巨額の金を集めた。両親も私がそんなにお金持ちであることを知りませんでした。それ以来、 私もラムジュンには住みたくなくなりました。ポカラに行ってきました。私は父と母が退職後に住むためにポカラに建てた家に住み始めました。私は再び PN キャンパスから大学院での勉強を続けました。私は美しい青年でした。経済的に豊かで学業も鋭く。 私はキャンパス内で女の子たちによく追いかけられていました。私に近づきたがる女の子はたくさんいました。PN、当時、このキャンパスはネパールの学生が多く学ぶキャンパスとして知られていました。私は地上にいた頃からクラスの女子たちによくからかわれていました。彼は私を愛し、私を手に入れたかったのです。 私は本当の愛とは何か、そしてそれが壊れた時の気持ちを経験していたので、それらの女の子たち全員を尊敬の目で見ていました。誰かの人生を台無しにしたくなかったし、誰かの夢を台無しにしたくなかった。これらが私の頭の中にありました。そんな彼女たちを尊敬の目で見ているだけでも、 体はお腹が空いてきた。私はラムジュンのあの女たちに閉じ込められました。私はそのような中毒から自由になりたかったのです。常に対処しようとしました。そんな中、女の子からプロポーズを受けました。その女の子は卒業の最終年でした。胸は盛り上がっていて、腰はイボイノシシのようだった。 目は茶色っぽい目でした。彼女は巻毛と金色の手と足で見た目も美しかった。私も彼を見て愛を感じました。私たちは親しい友達になりました。友情が深まりました。私たちは恋に落ちた。それから私たちはビンダバシーに寺院に行き、一緒に生き、一緒に死ぬことを誓いました。 私たちは恋に落ち、恋に飛び、恋に漂った。時間は曲線を書いて流れる川のようなものです。私の人生も同じように流れていました。川の水があちこちにぶつかりながらも流れ続けるのと同じです。同じように私の人生も怪我の連続でした。ポカラで長い時間を過ごした後、 私はリコ心がなく、愛だけが存在する真の愛を見つけました。私が彼女の部屋に行っていたとき、彼女はよく私の家に来ていました。ある晩、彼女は夕食に来たいと言いました。彼女は、私のプープが来たので、会った方がいいと言った。プープというお姉さんに会えるのも興味深かったです。 私は夕方に彼のところへ行きました。彼は料理しています。私は彼女に大丈夫かどうか尋ねた。彼女は浴室で入浴していると言いました。私は彼女の噂話をし、彼女の料理を手伝い始めました。しばらくして、彼女のププが胸にタオルを巻いてバスルームから出てきました。 彼女を見るとすぐに私は驚きました。手にスプーンを持っていたのですが、スプーンが地面に落ちてしまいました。友人は野菜を育てるのをやめ、何が起こったのか私を見つめました。私はある種の祈りに衝撃を受けました。私は頭に手を当てて近くのソファに座りました。私の友人も野菜を取材してきました。 ププも着飾ってそこにやってきた。二人とも私に話しかけようとしていた。私は静かに座っていました。その理由は、私の友人のププが、私がラムジュンで成人教育を教えていた女性と同じだったからです。あのテラスという建物で初めて私にスキンシップをさせたのも同じ女性だった。最後に、 私も彼らを脅迫して20万ルピーを受け取りました。最初の票の中の石ということわざにあるように、ガールフレンドのプープが私にとってそれになりました。予感に達しました。彼女も到達したかもしれない。プープさんはためらうことなく私に率直に話しかけてくれた。 私のガールフレンドが私を正式に紹介してくれました。しばらく話した後、食事を始めました。私は何も言わずに食べ始めました。ププーは義理の家で食事をするのが恥ずかしいと私をからかいました。私は答えられないままでした。食後に会話があったが、中からは打ち解けられなかった。 ププは何が起こったのか尋ねた。私は頭が痛いふりをしてすぐに戻ろうとしました。一つ一つ、一つ一つ。私は九時頃そこを出発しました。私のガールフレンドは次の日も夕食に来るように要求しました。私は彼女の愛を失いたくなかった。次の日は夕食に行きました。 ププも私のガールフレンドと一緒に住んでいます。過去の出来事は私とププしか知らないので、昨日のような迷いはなかった。彼女のプふはポカラにある私のガールフレンドの部屋に数日間滞在しました。彼女も私たちの家に行きたかったのですが、私は連れて行きませんでした。 彼らはそこで私に電話をかけ続けました。ある日、プープさんが私に言いました。彼女は私に明日の午後に前のビデオを見に来るように言いました。また何が起こるのかと思いました。次の日、私がキャンパスに行こうとすると、プープさんから電話がかかってきました。 よくわからない私は行きました私がそこに着くとすぐに彼女はドアを閉めました。ドアを閉めた後彼女は私を掴んでベッドに引き寄せました。彼の性格は理解していますが私が逃げる前に彼は服を脱ぐことができます。彼女は私を脅迫しました。彼女はレープの噂を無視すると言い一度だけお願いした。 私の彼女もふプの行動を不審に思っていました。一方、ぷぷーは私の前でラップを静かにしていました。その時、ガールフレンドが出てきてドアをノックしました。ドアが開くまでにしばらく時間がかかり、彼女は宙に入りました彼女は来ました彼女は私の胸を数回殴りました。彼女はプープの髪を撫でた。 私は無力で言葉もなくそこを去りました。同じ日に彼女のプープはラムジュンに行きました。私のガールフレンドはセティ側に飛び込み自殺しました。それを目撃した人が警察に通報した。翌日、ガールフレンドの遺体は警察によってセティ側から引き上げられました。これを聞いて、 私はほとんど気が狂いそうになりました。15日間キャンパスに行けませんでした。とてもがっかりしました。愛することは罪だと思っていました。私は二人の女の子に恋をしましたが、一瞬にして両方の愛の世界は粉々になりました。しばらくしてから自分の世話をしに行きました。 中年の人妻を見ても腹が立った。ポカラは女性と子供だけが家にいる都市です。ワガルン、ラムジュン、ミャグディー、シャンジャなどの山々の人々が家を建てて暮らしています。外国人雇用に行った人の家族は全員滞在している。ネパールの美しい都市ポカラは観光都市だが、夫が海外にいる妻たちの状況も悲惨だった。 ラムジュンよりもここの方が喉の渇きを潤しやすいです。すべてを見ると、内ちなる波動が異なります。中年の女性たちには復讐の感情が芽生えた。私は魅力的な若者だったので、多くの女性が私と連絡を取り合いました。私は約100人の中年女性と連絡を取った。 みんなの秘密の動画も作りました。当時はとてもわしかったです。みんなのビデオを作った後、私はみんなを脅迫しました。私は80人の女性から50万ルピーを受け取って立ち去りましたが、20人の女性は寄付しませんでした。その時までに私の大学院での研究は終了していました。 ポカラではかなりのお金を稼ぎました。おそらく人生でこれほどの収入を得ることができる人はほんの一握りだと思います。しかし、収入の面ではラムジュンの経験も私にとって良いものでした。それまで滞在していた頃にはポカラの虜になっていました。それからカトマンズに来ました。 カトマンズに来たとき、私は新しい生活を送りたいと思いました。両親は彼らに結婚すべきだと主張していた。彼らはよく、あなたが好きな人と結婚すべきだと言いました。そうでなければあなたが望む人と私たちがあなたの結婚生活を管理すべきだと言いました。 私は勉強のため今日までその女の子に会いに行っていないと言いました。彼らの知人の娘さんはミンバワンキャンパスで学び、現在は大学院試験を受けて座っています。彼らの家は巻き貝の根の中にあります。私は彼と結婚しました。旧バネシュワールにも家を建てました。私は結婚して32年になります。 私には息子、娘、孫がいました。すべてのアレンジが良いですね。現在、私は株式市場の投資家兼研究者でもあります。私は今60代です。私は結婚して32年になります。この32年間で私の頭の中にある出来事はそれほど多くありません。 学部の勉強を終えてからの5年間は、私にとって一生ものでした。突然、別の出来事が私の人生のバランスを崩しました。家族と一緒にパシュパティナートを訪れました。ダルシャンの場所には行列ができていました。私は妻と並んで前に座りました。他の女性は夏の間。 短いブラウスを着ていました。妻の目の前に私と同じくらいの年齢の女性が手に私の名前を書いたタトゥーを入れていました。妻がそれを見てすぐに私に見せてくれました。彼女の夫の名前は私と同じだと思います。彼女は何かをした後で引き返した。私たちは行列ができている場所を見に行きました。 列に並んでいた他の人たちは私たちを観察するのをやめず、先に進みました。妻もその光景をずっと見ていました。そこで出会った女性は私の昔の恋人でした。37年前、私たちは愛に満ちた世界を持っていましたが、しばらくしてその世界は荒れ果てました。その奇妙な偶然のせいで、 私たちはパシュパティナートを訪れることを忘れてしまいました。近くのお茶屋さんに行きました。お茶を飲みながら雑談が始まりました。妻はその秘密を知りたくて慌てていました。私はガールフレンドに謝りました。彼女は笑って首を振った。彼女は私の言うことを聞きたくなかった。彼女は あなたの話は聞きたくないと言った。彼が勉強するためにラムジュンからカトマンズに直接来たとき、教育委員会が開設されました。彼女の高級的な仕事は中等レベルの英語教師の仕事で利用可能でした。当時、カトマンズにはタトゥーを入れる習慣がありました。 彼女は初恋の印として私の名前をタトゥーに入れ続けました。彼女は残りの人生で結婚することはないでしょう。未婚であることは大変なことですが、彼女はあらゆる困難に耐えています。彼女は数年前に仕事を休み、ソーシャルワークに従事しています。彼女は去り際にこういった愛とは犠牲を意味する。 そこには、誠実さ、犠牲、献身、忠誠心、理想的な倫理がすべて絡み合っています。愛は欲しいものを手に入れた時にのみ不完全です。たとえ失ったとしても、愛する気持ちを平等に飾ることができれば、その愛は永遠です。そう言って彼女は立ち去った、お茶を三杯注文しました。 誰もお茶に注意を払いませんでした。お茶は冷たくなっています。妻も何も言えませんでした。そこから私たちは旧バネシュワルへ向かいました。その日から私はますます彼のことを思い出すようになりました。彼の愛と犠牲を見ると自分が犯罪者のような気がします。 二度目に会った恋人がセティー川に転落する悲惨な光景が目の前に現れる。夢の中でも彼らは来て私を恋しく思います。私はビジネスでの過去のせいで非常に風変わりです。心は混乱に陥っています。先生、私は今何をすべきですか平和を与えてください。 先生術師パニックにならないでください。地球の平和によってすべてが解決されるはずです。月曜日に地球平和をしに来てください。プラネットピース料金15万ルピーかかります。これを持ってくるように、と物品のリストを渡されます。一方、秘密の部屋で動揺していたバサンテは、ティワリジがいつ行くかについて動揺していた。 ティワリジがそこを去った後、バサンテもさらに考え抜いた。こうして、彼は今日新たな展開を聞く機会を得た。それから彼は家の屋上に行き、広い空を眺め、新鮮な空気を吸います。 バサンテがカトマンズに来てから何年も経ちました。彼は約5年間勉強しており、その狭ざまじめ製術師のセンターで働き、知識を習得しました。彼は大学院の研究に従事しています。彼は良い成績で卒業を迎えた。彼は大学院レベルで文化を研究しています。 彼は古代ネパールと現代ネパールの文化の多面的側面を研究しています。彼はまた、研究を通じて、ネパール文明が世界で最も古い文明の一つであることを認識しています。バサンテは事実を研究しています。誰かが何かを言ったとしても、それを裏付ける根拠がなければ信じられません。 日中は仕事がたくさんあるので、キャンパスで勉強する時間は午前中しかありません。彼は先生術師が落ち込んでいるのを直接見ており、馬場も彼に多大な信頼と信頼を寄せています。ジョティッシュババさんの息子たちは時々電話で彼に連絡する。彼らはネパールに来て会ったことはありません。 事情によりバサンテはその家の長男のような存在になった。バサンテさんは、先生術師さえどもっているのを時々見たことがあります。彼らがそうやって急いでいるのを見ると、なぜだろうという疑問が頭の中に浮かびますが、それについて誰にも相談しません。彼は状況をそのまま処理し、前に進みます。 彼も信仰を持って先生術師センターに来ることに同じ敬意を抱いています。特別な人が来た時は、秘密の部屋に座ってその人の人生の話を聞くのが彼のスケジュールです。先生術師のババは、バサンテが実践的な知識を増やすためにそのような取り決めを整えました。バサンテは、 翌日別の VIP が来るというヒントを得る。彼はまだ準備段階にある。初期の頃はどんな話でも聞いていたが、今ではそれらの出来事について自分の意見を述べている。翌日からまた同じ日常が始まります。古い VIP がセンターにやってきます。彼は規則に従って座らされている。その前に、 バサンテシークレットはすでに部屋に到着していた。今日の VIP は教授です。二人の対話が始まる教授はこう言いますナマスカールの第一人者。先生術師は言うナマスカール。で、ニュースは何ですか教授は言う大丈夫かというと違う。それは違うと言われても、何と言えばいいのでしょうかそれは難しい。 先生術師は言うあなたは私に何を期待していますか教授は第一人者、生涯を通じて教えていると述べています。教育行為においても犯罪は発生します。今日は後悔、カルマのせいで、最近、心の中に罪悪感があります。魂が焼けてしまいます。彼の生涯を通して、 私は先生術の分野とスピリチュアルな分野に対して否定的な印象を持ちました。今、私はこの年齢の燃え上がる魂を落ち着かせるためにあなたのところに来ました。平和が戻りますように、先生術師は言う確かに、自分自身の行動は人々を苦しめる。 胸やけと罪悪感の行為がどのように起こったのか詳しく教えてください。その後、地球の平和と幸福を達成するのは簡単になります。教授は言います、先生、それは秘密にしてください。私の経歴を簡単にお話しますと、物語は次のように始まります先生。 私は25歳の時に一級で英文学の修士号を取得しました。私は合格しました。その2年後、MAI もキャンパス内で学生を教えるための常任の任命を受けました。常任で副教授の職に就くのは一般的ではありませんでした。私もその時話題の登場人物になった。 私のクラスの生徒の多くは私より年上でした。厳しい規律のもとにみんなに教えました。最初は教えるのが楽しかったのですが、だんだん飽きてきました。最初は給料に満足していましたが、そのうち月々の教育費が耐えられなくなってきました。翻訳の仕事も始めました。その後、 収益も良くなり始めました。私は様々な記事や本全体を翻訳していました。ネパール人の作家も英語への転向を望んでいたため、この職業は続けられました。金銭欲も高まりました。そこで、キャンパス内で研究論文を指導しなければならないとき、私は少し退屈を感じました。その後、 お金をもらって自分で論文の準備を始めました。お金もそこから来ます。お金はどこからでも知っている人のところにやってきます。時は過ぎた、新しい体験が追加されました。教えることに加えて、翻訳の仕事、研究指導の仕事、他の著者の編集作業も行うようになりました。同時に、 時間に合わせて英語コーチングのクラスも受講し始めました。あちこちから収入が入ってくるのを見て驚きました。お金が豊かになると幸せがやってきます。抑圧されていた欲望が目覚め、それが満たされるようになります。小さい頃髪を整えたかったのですが、当時はできませんでした。 髪も整えてもらいました。ピアスのついた小さなトップスも着ていました。ズボンと服だけを着ることができました。あなたの願いに従ってきてください。破れたり、避けられたりしたデザイン。子供時代、思春期、青春時代が何度も思い出されました。私は人生の成功に満足していました。 良い収入を得ていました。その頃の私は小さい人を怖がらないレベルに達していました。私はキャンパス内では良い教師だと思われていました。その頃には私も准教授になっていました。経験とともにプライドも高まりました。学歴も取得しました。 その時は何と言葉で言えばいいのかというくらい嬉しかったです。その頃私は第二子を出産しました。二人の子供は神様からの贈り物、ラジオで何度も聞きました。私の家族にも子供が二人いた時は家族の幸せがありました。その時、キャンパスに私の研究生が一人いました。 自宅で出産した妻からは得られなかったものを、研究者からは得ることができると感じました。という気持ちが強くなりました。それを彼女にどう言うか、彼女がそれを受け入れるかどうかは別です。彼は音を立てたらどうなるだろうかと心配し始めた。それから数日間。 私は彼にはこんなことは起こらなかったと言って彼女の仕事を避け続けました。それらの研究者たちは郊外の地区で教え始めました。彼女は研究作業が予定通りに完了しないのではないかと非常に心配しています。私のある種の問題は彼の別の種類の問題です。 私は彼女の問題を理解していないかのように振る舞った。私は彼女に直接プロポーズすることはできませんでした。ひねりを加えて提案しました。架空の出来事のように話しました。グルの一人自身も研究活動を手伝い。特別なことも言っています。逆に女の子がどれだけできるかを彼に伝えました。 彼女は気楽に考えた。彼の気持ちはわかりました。その後、なんだか和やかな雰囲気が生まれました。私は彼に心を開きました。彼女も私に近づき始めました。私は彼の研究作業が楽になりました。3、4日後、私はまた言い訳をしました。特殊な仕事のため、 二ヶ月間海外に行くことになりました。それから私は、研究を始めましょうと言いました。彼女はとても動揺していました。MA レベルの研究は簡単な作業ではありません。彼女は黒くなった。いつ行きますか来週、私は言いました。ああ、それはとても難しいことになるね、と彼女は言った。 途中で私は彼に言いました。あなたがこれをしてください。どこか安全な場所を用意してください。二人で一緒に座ってください。すべてはに三日で終わるはずです。そのような場所はどこにあるでしょうか彼女は答えた。あなたの家にはスペースがあるでしょう、と私は言いました。私は親戚の部屋に座っています。 彼女は言いました。ネパールのキャンパスにも教授用の別室が設けられる日は来ないだろう。広場に座って何ができるのか私は懸念を表明した。それから彼は、それはあり得ることだ、と言い、文章を止めた。どうやって、と彼女は言いました。私は言いました私の友人はドゥリケルにホテルを持っています。 そこはオフシーズンなのでどこも空いています。私はそこに座ってすべての修正を確認します。ラップトップと残りの書類も置いて出発します。すべては二日以内に完了するはずです。今は時間がないので、後でやりに来ます。彼女は怖がっていました。しばらくするとしばらくすると、 他に選択肢はなくなりますよ、と彼女は言いました。私はすべてを言いました。状況を伝えると言いました。先生、私はお金がありません、と彼女は言いました。そのホテルは私の友人のものです。私が手配します。お金はありません、と私は言いました。 お金がないって言ったんだ。私は再び断言した。ドゥリケルに行く準備が整いました。二日間行って、翌日帰ってくることが確認されました。決意通り、私たちは二人で私の車に乗り、ドゥリケルへ向かいました。実は私の知り合いのホテルはドゥリケルにはありませんでした。こんな言い訳をしてしまいました。 ドゥリケルに行く途中、いろいろなところに電話しました。バネパの車からコーヒーを飲みました。ドゥリケルに着いた時、私は友人のホテルで記者会見があり、そこに泊まるのは得策ではないかもしれないことを彼に念を押しました。彼女は、来たよ。君が望むところならどこにでも座るよ、と言いました。 私の氏名は完了しつつありました。ドゥリケルの素敵なホテルに到着しました。ホテルに登録するときに別の名前を入力し、ホテルから一歩も出ずに二日間滞在しました。欲しかったものはすべて手に入れました。彼もノートパソコンを持っていったので、二人ともノートパソコンで調査報告書を作成しました。 こうして彼女は私の計画にはまったのです。ドゥリケルで翻訳のワークショップがあると言いました。妻が男の子を出産していたので、妻の母親が手伝いに来てくれました。ご飯を炊いたり洗濯したりするお手伝いさんを手配したので、創作戦略はあまりありませんでした。確かに、 私は彼と二日間オープンセックスをしました。彼女は誰にも知られるべきではないと繰り返し訴えた。ここに来てから研究報告書を印刷して持ってきてくれました。すべての写真を目を閉じて修正しました。その後彼女がどこへ行ったのかはわかりません。その後、 調査を監修する際に女性がいる場合は、そのように仕事を調整しました。もし彼の経済状況が良ければ、私は研究入学を受け入れたのに。人間は状況の奴隷です。それを最大限に活用しました。教職は退屈だった。キャンパスの長期休暇中に、取り知り、流るコット。 グリケルなどへの住宅訪問が行われました。女の子から大人までみんな夢中になってしまいました。既婚女性でも離婚する人が多いというニュースを聞きましたが、私の習慣は変わりませんでした。人と会えば、この仕事はお金が入ってくるとわかっていました。お金は行動を潤す油のようなものそれは、 キャンパスにいた時、私は教えることにとても注意していました。一生懸命教えたのでみんなの前で愛されました。キャンパスで教えるだけでなく、様々な会議やセミナーに基調講演者として招待されるようになりました。獲得した名声、価格、尊敬、時が経ち、私は教授になりました。 それから胸が広くなりました。私は自分の分野の第一人者のような存在になり始めました。私がイベントに行くと、人々は私の賛美を熱心に歌おうとしているようでした。その時も翻訳の仕事が来て、生徒たちに翻訳をさせていました。その名前は私のものでした。 私は国内外の集会で主席講演者や主品を務めるようになりました。私は世界の様々な国で貴重講演者として、お気に入りの人たちをプログラムに連れて行きました。そのようにして、私は一緒に行った人々の間で、ビッシュェシュワル・プラサード・コイララの自由で広範な文学についてよく議論しました。彼はオープンで、 他人をターゲットにするのが簡単でした。当時の政治にも興味があったので、仕事の後半には大使として働く機会をいただきました。その後すぐに自動退職となりました。私が退職して間もなく、妻が病気になりました。いろいろな病院に運ばれました。回復の兆しはなかった。最後に、 医師は私の妻がエイズであると報告しました。彼は彼女にそのことを言いませんでした。その原因は私にありました。その日から空腹も睡眠もなくなりました。唇も口外もすべて乾燥しています。今後数日間、何をするか全く思いつきません。今、 私の心には後悔の炎が燃え上がっています。私の心は落ち着かなくなり、私の生活は混乱してきました。妻、息子娘、孫娘を見ると、震え始めます。来るよ、私に平安を与えてください。今生きている限りは、平和に暮らしたい、難航を塗ってください、達人。 先生術師は言います。今起こったことはすべて捨ててください。地球には平和があるはずです。心に平安が得られるでしょう。このようにカレンダーをめくると、そのためには月曜日に来てください。手数料込みで15万ルピー。それを持ってきてください。資料の詳細を記載した紙を渡す。これらのものを持ってきてください。 教授は言います。わかりました。第一人者。彼は挨拶をして立ち去った。バサンテも秘密の部屋を出る。彼は理解した、教祖という言葉の意味をもう一度思い出し、その意味を理解しようとします。教祖とは暗闇から光へ導く理想ですが、現代ではすべての教祖が教祖であるわけではありません。 外側では内側では何かが異なります。彼は生徒が教師を特定できるべきだと考えました。<noise> 翌日も同様に先生術師はバサンテを示します。バサンテはそれ自体で問題を理解するだろう。 また新しいストーリーを持った人が来ます。その長い廊下の真ん中に、特別な時だけ使われる小さな小屋でできた場所がある。バサンテには入場後、外から鍵を持ってくる習慣がある。そのキャビンの内外で全員の声が聞こえるように設計されています。ビップ、彼ら流行ってきます。 当時の VIP は医者として知られています。そこに彼が来ると、またこんな会話が始まる。医師は、達人ダルシャン、と言いました。先生術師は言います。ダルシャン、先生、私はどのようなサービスをすべきですか医者は言う私の心の中の不安の炎を沈めるために教祖のところに来た教祖は、 私の幸福をしてくれるはずです。先生術師は言う自分の心の混乱がどのようにして生じたのかの歴史を保管しておけば、地球に平和をもたらすのは簡単だという。医師曰く、教祖この過去の行動のせいで、心の中に不安の炎が燃え上がっています。私の話はこんな感じです。 私が医師になって何年も経ちました。かれこれ40年くらい経つはずだ。両親は大金をはたいて私を医者にしてくれました。私が医師として勤務した時のこと。その時、医師の仕事は単なるサービスであると理解しました。収入も少なくなります。一般の人々の理解では、 医師は高額の収入を得ています。私が医師になって患者に奉仕し始めるとすぐに家庭から結婚のプレッシャーがかかり始めました。そんな中、勤務していた病院の看護師さんに気に入られ、家庭からは一気に結婚しなければならないというプレッシャーがありました。私はこれを偶然だと思って結婚しました。 私たち二人とも同じ地域の出身だったので、生活はもっと楽だっただろう。私たちはお互いを理解しました。収入は少なく、調和の取れた環境で生活が送られてきました。私たちの生活は一般的なネパール人の生活よりも良かったです。当初、私は医師としてこの分野に参入し、 サービスプロバイダーとして働くことに満足していました。少しずつですが、医師の収入は自宅と家族だけでしょうか。ある医師は、自分がいくら稼いでいるかを言って、より多くの収入を期待し始めました。私は医師になることで患者さんにどのようなサービスを提供しなければならないかを専門的に考えるようになりました。 最初は一つの病院で働くことに満足していましたが、その後、多くの病院や医療センターを運営するようになりました。このように、病院や医療施設が多ければ収入ももう少し高くなります。その時、自分で医療を経営できれば収入はもっと増えるだろうと気づきました。私は医師で、妻は看護師です。 しばらくして、私たちは小さな医療施設を始めました。私も以前は別の大きな病院で働いていました。妻は私たちの医療現場でフルタイムで働き始めました。私は朝と夕方に医務室に滞在していました。私は以前、他の大きな病院に来た患者さんを当院の医療センターに紹介していました。 しばらくすると、私たちの医療センターは患者で混雑しました。私たちの診療所に来る各患者の経済的、社会的、教育的、心理的、政治的状況を調査することによってサービスが提供されます。病気の人でもよく目覚めます。ネパール人の多くは貧しく、教育を受けていないようでした。 また、私のように首や手に分厚い菌の装飾品を身につけている人でも、健康を損なうことのできない立場に置かれたこともありました。医師が自分で医療センターを開設し、その方法を知っている場合、ネパールのような国では、それを袋に詰めて倉庫に保管するのに十分なお金があります。私はそれを経験しました。 病院は医療以上の収入を得ています。病院の開業に目を向けました。よく言われるように、ネパールでは誰が何をしようとも、ネパールの法律は神に従っていくべきである。監視機関は役立たずの事務所のようになってしまった。正解の中でも卑怯者はあらゆる分野で指示を出していた。誰かが来て、小さなものを鍵。 実際に監視するでしょう。ネパールはお金を稼ぐための黄金の国のように見えました。外国人もネパールの医療、教育、情報技術への投資に熱心だった。ポイントは理解することです。外国投資について私が言いたかったのはこれだけです。私も会員前に少し調べてみました。 私が調べたところ、どの病院が儲かっているのでしょうかどこに損失があるのか丸会員当時、医師が経営者である病院は黒字になり、医療の理解者が少ない病院は赤字になるという状況が見られました。私の兄と義兄も医師であるため、話し合いの結果、 私を中心にチームを結成して病院を開くことになりました。小さな一角で病院用の土地を探しています。私たちは病院用に7区画を購入し、残りの14区画は所有者である私たちが個人的に土地を購入しました。私たちにはいくらかのお金があったので、 銀行が私たちに残りを貸してくれとやってきました。ネパールの国家制度全体は、貧しい者の,の方、金持ちの喜びと言われるように、そのように運営されていると考えられていました。その地域に病院を建て始めたところ、土地の値段が急に上がりました。 私たちはその地域の土地をロパにあたり60万のレートで購入しました。病院の建物が完成した後、そこの土地の価格は一案なあたり140万で売り出され始めた。私たちは土地から多額のお金を稼いでいます。病院の準備が整った後、病院に必要なものを購入する計画を進めました。 海外から高価な商品を持っていく必要があるため、関税の免除を申請しました。政府は関税の免税も勧告した。ネパールでは政府基地のレベルやボスに応じたお供えをした後、すべての仕事が時間通りに完了する私たちもそれを経験しました。私たちは、 関税割引価格で大量の機械を自分の病院に持ち込み、他の医療専門家に販売しました。一台のマシンで得られる利益は膨大でした。そうすることで収入を得ることができました。病院の準備が整った後、プレッシャーに耐えられないほどの患者が押し寄せるようになった。 普通の患者さんからも高額なお金を請求されます。全国レベルで病院運営者のネットワークを確立することで作業が行われました。患者はここからあそこへ送られ、手数料を取られました。病院管理者間のネットワークを確立してからは、病院内で何かが起こった場合、私自身が調整できる立場になりました。 私たちは独自のネットワーク病院を利用して人移植を行いました。外国業者による腎臓移植の際、一人から最大100万円が支払われた。私たちはラメチャップ、ドラカ、その他の地区に腎臓を販売する人を見つけるエージェントを配置しました。貧しい人々は自分の腎臓を3万から4万で売ろうとしていました。 以前はインドの様々な都市に配達していました。これらすべての仕事において、私たちは時折問題や脅威に直面するため、ギャングの助けを借りていました。私たちは病院を通じて少しずつ、多くの人に腎臓移植を行ってきました。たとえ心の中に恐怖があっても、お金の前ではすべてが正当化されます。 私の心には恐怖はありませんでした。私は多くの病院の株主であり、利益が組織されていました。どこを見てもお金しか見えませんでした。以前は手術前に指紋を採取して本人の同意を取っていました。多くの病気の見習い医師が実習中に亡くなりましたが、医療法は医療専門家を保護しました。 人が死んでも問題はなかった。病院で目の前で人々が死んでいく時でさえ、私たちは何も変わりませんでした。私たちは単なる事件だと感じていましたが、患者の親族が負傷することは予想していませんでした。私たちの日常はこうして長い間過ぎていった。病院の患者数が少ない場合、 病院にいる他の患者に費用を転嫁することがあります。アイデアがあるとメリットしかありません。私のプロとしてのキャリアの終わりにコロナ禍が発生しました。この流行は中国で始まり世界中に広がりました。アメリカ、イタリア、韓国などの先進国でもコロナの影響は深刻だった。 世界中の国々で莫大な富が失われました。どこにでも恐怖とパニックだけがありました。病気の発生国である中国では病気を抑制するためにロックダウンだけでなく医療も実施された。多くの人がロックダウンの状況を知りました。彼もそれを感じていました。 ロックダウンはウイルス性疾患の抑制に非常に役立つことが判明した。この病気の問題をめぐる中国とアメリカの状況は冷戦時代と似ていた。世界中から中国を避難される状況はメディアにも伝わった。国際線では規制されています。多くのツアー計画がキャンセルされました。 事業が破綻して自殺した実業家もいるとの報道もあった。かつて世界の人類社会はヨーロッパから広まったニュースに衝撃を受けました。少し後にこの病気はインドとネパールにも侵入しました。混乱もありました。政府はロックダウンのニュースを発表した。ネパールも恐怖、パニック、 危機の混乱に巻き込まれました。政府関係者はコロナの発生を見せつけて汚職を生み出す仕事をしたと感じているが、誰が声を上げるだろうか。時が経つと、危機の件が頭上に振り上げられました。2072年の地震が発生した時に国が恐怖にとらわれたのと同じように、コロナ時代にも恐怖が高まった。 国家に危機があるとネパールの政治家が金持ちになるのは歴史のようになってしまった。2072年の地震が起きた時、政府関係者が何をしたかをカトマンズの人々に尋ねるだけで十分です。コロナの中でも大変な状況になりました。しかし政府は無責任に思えた。また、 ビジネス環境にとってもこの時期が最適であると考えました。患者の増加、病気の増加は、病院管理者にとってはお祭りのようなものです。私たちは病院管理者の中心チームと秘密会議を行っています世界中が恐怖する中、ネパールでもコロナ患者が急増。コロナの流行は2段階に分かれていた。 初期段階では、病院ネットワークにさらなる恐怖を与えました。最初の段階で過失があった。私たちは患者に人工呼吸器をつけたままにしていましたが、私たち自身もそこに止まるのは適切ではないと考えました。看護師にとっても安全上の脅威があると私たちは以前言っていました。第一期の初期段階では、 不注意で薬のせいで亡くなった患者を書いて一般人を渇望させました。その後、男性はお金のことなど考えずに病院へ行きました。患者も入院できない状態になった。私たちは薬局と直接連携し、患者の親族に電話で薬をたくさん飲んだことを伝えました。遺言書を作成するまでになりました。 人が死んでも薬屋はコロナ薬を1ルピーも割引しなかった。私たちは患者をヘリコプターでカトマンズ以外の他の地区の病院に紹介します。病院には人工呼吸器の設備が少なかった。ある病院には人工呼吸器を備えたベッドが8から10台ありました。人工呼吸器付きのベッドを手に入れるためにも 大臣へのパワーアップが必要です。私たちは、10代の人工呼吸器を備えた病院で会診の際に医師を呼んでいました。医師はかつては普通の人でしたが、私たちは専門医として知られていました。いわゆる専門医が来た時は、患者1人当たりの会診量として1万5000とか2万とか取っておりました。 私たちは患者のために医者に診てもらいました。当時ネパールでは酸素ボンベの恐怖も嬉しそうに走っていました。私自身、お金のために職業上犯罪を犯したことがあります。当初、私の過失により何人かの患者を死なせてしまいました。私のような過失により、 娘の夫と娘婿が別の病院で患者を認識せずに殺されてしまいました。しばらくして、コロナは世界中からコントロールされました。世界のほぼ全ての国がその恐怖状態から正常な状態に戻りました。コロナ後、再びレング熱の波が世界にやってきました。 その時までに私は現役のプロとしての仕事から身を引いていました。私は病院の指導者からも辞めました。家族に時間を与えるようになりました。その時になって初めて多くのことが間違っていたことに気づきました。私は愛を与え始めました。その時になって初めて多くのことが間違っていたことに気づきました。 娘にも子供がいます。彼らは私にしがみついてきます。その時、私は彼らの父親を殺した犯人だと思います。今では清らかな心で病院に通い奉仕していますが、過去の行いが腹立たしいです。心の中には燃えるような悔しさがある。日中に幸福はなく、夜も眠れません。 私は社会の目には正直に見えるかもしれませんが、名誉ある法律の観点からは私自身の評価では犯罪者です。私の目の前には犯罪者である医師の友人がたくさんいます。多くの医師が良い仕事をしてくれました。善良なものの殻を開けて社会を吸い取る医師たちも一歩ずつ進んでいる。 これがネパール人の思いだと思います。誰が何と言おうと、何をしようと、彼らは耐えます。彼らは薬の日付も見ずにお金を支払うことになるでしょう。ネパールのようなこうした人々が住む場所では、外国人は医療、教育、コミュニケーションなどの分野への投資を絶望している。 政府はさらに多くの歳入を生み出す用意もできている。自分が歩いてきた道を振り返ると、地獄に行くのではないかと思う。生きている限り平和が欲しいのですが、最近は余裕があればあるほど魂が燃えてきます。嫉妬の怒りに耐えられなかったため、私はあなたの避難所に来ました。ぐる。 もう少し安心させてください。先生術師は言うあなた方全員は自分の間違いを認めて自分を正すことを誓ったきっと、これで安心が取り戻せます。惑星の平和は実現されるべきです。そのために月曜日に来てください。チートを手にこれらのものを持ってお越しください。そして、 惑星平和費用には10万5千の費用がかかります。それも持ってきてください。医者は誘拐、グルです。医師はそこから立ち去ります。バサンテは息苦しくても、言葉を通して連続テレビ小説を見ているような気がする。世の中に人間の行為がたくさんあるとき、人は言葉を通してその場面を見ます。 これらの出来事の一つ一つが、イデオロギー的、感情的な波と共に、バサンテの心と脳に絶え間ない波を生み出します。先生術師ハリナラヤン氏は月曜日が特別な惑星平和を行うのに適していると考えている。 だからこそ、月曜日は地球を平和にする人たちに呼びかけられているのです。彼らは毎日、祈ったり、先生術師ルドリの作品を読んだりするなどのことをしています。彼の料金はカトマンズの他の先生術師よりも高価です。たとえ報酬が高くても、クライアントは彼を信頼しているのでそこに来ます。 料金は高額ですが、多くの人に無料のサービスも提供しています。先生術師には間に何かを食べる習慣があり、バサンテでさえそれを目撃していました。様々な国からの人も彼に会いに来ます。先生術師の妻は依頼者以外の人が来るのが嫌いです。バサンテさんは、 先生術師の母親も先生術師の夫に満足していないと感じています。先生術師ハリナラヤンはバサンテの父親の友人であるだけではありません。彼は雇用主であり、知識の提供者でもあります。彼には子育てがあった、愛も与えられました。バサンテは、その家には裕福な人が二人しかおらず、 彼らが完全に和解しておらず、完全に満足していないという事実にますます興味を持ち始めます。当初は父と母の関係は良好だと思っていたが、最初から父と母の目的は一致しなかった。バサンテが同じ家の息子だった時も同じ状況でした。彼らは、 他の人に見えるような形で意見の相違を表明しませんでした。長年、同じ家の息子として暮らしてきたバサンテさんは、二人の心が同じではない状況を認識している。彼が父親に語ったうちなる言葉とは何でしょうか彼はあえて尋ねることすらしなかった。彼は母親に、 なぜ悲しい母親になってしまったのか尋ねます。彼女も多くを語らなかった、か、車、銀行残高、経緯があり、すべての信者は信仰を持っていますが、先生術師の父親と母親は完全には和解していません。バサンテはこれらのことを理解するまでは幸せでした。 バサンテが状況を認識したとき、彼の幸福も消え去った。彼は自分がその家族の一員であると感じています。彼は問題が何であるかを特定し、それを解決することに熱心になります。彼は、海外にいる先生術師の父と母の息子たちに連絡を取って理解しようとします。 海外にいて現地で結婚したため文化的に逸脱しており、家に帰ることができず、家の内部事情もわからないという。バサンテは少し残念です。ある日、バサンテは突然かなるおじさんのことを思い出します。かなるアンクル名はこの矢について何か知っています。一方、 先生術センターでの通常のプログラムは進行中です。彼は定期的に行っている仕事に行き詰まっている。バサンテは頭の中でいろいろなことを考えた後、それについて何か知りたいとおじに電話をかけます。彼はキャンパスに行くと、バンダルカール公園にいるカーナルおじさんに電話します。 シンプルで事前活動的な性格のカーナルおじさんもバンダルカール公園にやってきました。彼らはバンダルカール公園にやってきました。そこは広くて木々や植物がたくさんあったので、歩き回って話をしました。公園には猿もたくさんいたので、そこにも猿の注目が集まっていました。バサンテは、 先生術師の母親と父親がうまくいっていなかったことについてカーナルおじさんに尋ねます。その理由は何でしょうか何か知っていますかカナルおじさんは言います。あなたはこの家の息子になり、この家に6年間住み、先生術師ハリナラヤンの PA として暮らし、母親の愛も受けて、あなたはそうなのです。見つけるべきです。 男の子、バサンテは少し残念でした。彼は再びカナールのおじと一緒に進みます。何か知っていることがあれば、おじさんに教えてください。カナルおじさんは言う、おい、ほら、ここは都市だ。ここの家は大きいです。人の心は小さいのです。同じ家に住んでいる人の間にも心のつながりはあるが、 多くの家では夫婦の間に大きな溝がある。彼らは同じベッドで寝ていますが、異なる夢を見ます。あなたのお父さんの友人はとても親切です。彼は役に立ちます。彼は妻を自分の命よりも大切だと考えています。彼らはこの社会の利益を望んでいます。彼らはあなたをもっと愛しています。 直接感じたことがあるはずです。先生術師の奥さんもとても良い人でした。彼女は夫のことをとても大事にしています。彼女もあなたを自分の息子よりも大切だと思っており、愛しています。少年よ、家族の弱みを家の中に入れてはいけない。何かが起こったに違いない。痛みがあるとき、 人は痛みを和らげるために何かをします。息子たちの思い出も時々彼を悩ませます。バサンテはもう一度言いました。家族は仲が良く愛情を持っていますが、お互いに幸せであるようには見えません。だから私も最近心配しています。尋ねると、二人ともそんなことはないという。ある時は、 先生術師がお客さんが来ると真剣に喜ぶ姿も見ます。かなるおじさんは言います私もいくつかのことに疑問を持っています。疑惑は悪いでしょう。さあ、あなたの仕事は、その家を常に幸せにすることです。家のあらゆる行動においてバランスを見つけました。他の時代になっても、 そのような人たちには出会えないでしょう。こうして、しばらく雑談をした後、彼らはそこから離れた。バサンテの好奇心はその会話では解決されません。彼は心配になり、先生術センターに戻ります。そこには何もなく、通常の作業が行われていると仮定しましょう。日々が過ぎていきます。 先生術師の父親はますます興奮してきました。母親の悲しみを見て、バサンテさんもどうしたらよいか悩む。そんな日々が過ぎていたある日、先生術センターの前に警察のワゴン車が止まる。下の警備員たちも困惑している。彼はなぜ警察が来たのか不思議に思っている。 警察は先生術師ハリナラヤンの居場所を訪ねた。先生術師が上だと知った後、警察は平均以上に上がるでしょう。周囲は大騒ぎとなり騒然となった。その頃、バサンテもキャンパスから帰宅した。そこでの状況を理解した後、彼はまた非常に恐怖を感じました。 彼の頭の中では多くのことが考えられます。かつては多くの VIP がサービスを受けに来ていました。中にはめちゃくちゃになってしまった人もいるかもしれません。彼はこの出来事をそのように見て解決策を心配します。先生術師の母親は顔をしかめながらキッチンの椅子に座っていました。 バンセおばさんは勇気を与えようとしていた。バサンテは母親に、なぜ警察がここに来たのか、なぜ警察が父親を連行したのか尋ねた。さて、私たちが知っている警察官の話に移りましょう。母は言う、父に何が起こっても、今はパニックにならずに、今後の出来事をフォローしてください。 警察はそんな大物を捕まえて殺すことはしない。なぜ警察はそれを取り上げたのか、その後、私たちの部下は解放されるべきです。今、このすべての責任があなたの頭にかかっています。あなたは成熟した若者になりました。状況に対処しなければなりません。私はいつも恵まれています。 私の息子になってください。たとえ私が転んでも、あなたは転ばないでください。少年。バサンテは母親に近づきます。彼は母親の両手を握り、こう言いました。お母さん、とにかくお父さんを解放してみます。母はバサンテを抱きしめてこう言います。息子よ。 もうあなたは私たちにとって唯一の人ですサポートその日、警察は先生術師を近くの警察署に留置した。バサンテの理想的な人物は先生術師ハリナラヤンでした。彼の先生術センターには毎日多くのクライアントが来ていました。そこには様々な種類の波も生まれました。バサンテは警察署に行き、 先生術師に会いました。バサンテと話しているとき、彼は息子のように頭を下げています。おい、誰かが私を騙したんだ。状況を話した後、バサンテはそこにいる警察官に尋ねます。その先生術師は麻薬取引の犯罪の捜査のため警察に交流された。バサンテは現場の警察官に、 そんなことはあり得ないと告げる。警察は現在捜査段階に入っていると返答した。無実であれば釈放され、有罪となれば法律に従って処罰される。あまり心配しないでください。何が起こっても我慢してください。彼はそこから家に帰ります。 質問の洪水が雨粒のように心の中に流れ込みます。彼の心は、これはすべて誰かの陰謀だと言います。6年間先生術師のカゴを受けて暮らしていたため、常に先生術師に頭を下げていた。彼は重い心で家に帰りました。先生術センターのある家は閑散としているように見えます。 母はキッチンにいます。彼はすぐに母親のところに行き、集めたニュースを母親に話しました。バンセさんのおばもそこにいたため、母親はバンセさんを別室に連れて行き、事件について長時間尋ねた。バサンテさんからお母さんへの皆さんへのメッセージ。母は心配します。 人の人生はろくろのようなものです。回り続けます。人生には、晴れることもあれば、暗いこともあります。今日、バサンテは新たな気持ちに達しました。彼は、知らない人々のたくさんの物語を感じた時のことをいつも覚えています。日常生活は乱れ、その家の眠りも消えた。誰もが、 いつ明るくなってばばに会えるのかと思っています。翌朝、バサンテは食事と一緒に行きます。朝の8時から9時までは親戚と会う時間があります。その時、バサンテが食料を持って到着する。彼は会議のチケットを切り、会いに行きます。そこにいた警察は、 先生術師のためにバサンテとの面会を手配します。小さな窓を通してコミュニケーションが取れるよう配慮されています。彼は先生術師の母親のことをとても心配しています。他のトールの隣人もそれについて問い合わせています。私は数日後に出発するつもりだ。それまでは君が家の世話をしなければならなかった。 二人はお互いを励まし合っていました。バサンテは捜査官と面会し、事件の進行状況について情報を得る。捜査官は、その先生術師が重大な性質の事件を抱えているという。先生術師が先生術師センターから連行された際、いくつかのバッグも押収され、 法律で禁止されている5キログラム以上の麻薬を所持していたと言われている。バサンテは、先生術センターを装って定期的に大量の麻薬取引を行った容疑で告発されているという情報を入手する。警察によれば、彼は薬物使用者でもあるという。バサンテさんは、これを信じられないと感じています。 バサンテが帰宅する。家では母親がバサンテを待っている。バサンテは母親にすべてを話して尋ねます。母親、彼は麻薬を服用しましたか母は言いました。坊や、それは彼の悪い癖でした。彼は麻薬中毒者だった。彼女は彼が何を食べたか知りませんでしたが、ここ数日。 彼は彼女が食べたものを食べるために自分自身に注射をしていました。彼はこの習慣をバナーラスから学びました。それで私はバナーラスには住まないでネパールに行こうと思い始めました。彼はバナーラスでは軽い学習者でした。私たちはネパールに来てここで暮らし始めました。 ここに来てから数年間は安心していましたが、数年後にまた同じ依存症に陥ってしまいました。24時間話しても通じない、どうすればいいんだ、坊や。息子たちも幼い頃から海外に留学させられました。老人はそんな罠にはまった。彼の態度を見て、死ぬかと思った。 顧客としてここに来る麻薬中毒者もたくさんいました。彼はそれらの品物をここに保管し、多くの人に提供しています。私も長い間知りませんでした。私は彼にそんなことはしないように言いました。彼は自分で食べることもありましたが、他の人に与えることもありました。この家に来てからは、 少し慎重に商売をしていましたね。私は自分自身にこれを決して言うことができませんでした。あなたもその悪い習慣に陥るのではないかととても心配でした。時々、彼を警察から連れ去って正しいことをしたようですが、彼が私の夫であることをどうして忘れることができますか彼は私をとても愛してくれたので、 彼の聖なる愛が私を生かしてくれました。そうでなければ私はとっくに死んでいたでしょう。あなたは今何をしていますか時間が解決してくれるでしょう。時間は強いです。彼女は泣き始めて、坊や私たちを置いていかないで、と言いました。バサンテさんは母親の涙を拭きながら言う、お母さん、 あなたは素晴らしいです。こんなに泣いて自分を弱くしないでください。彼はすべてがうまくいくと言って心配しないように彼女を慰めます。その家には先生術師がいないため、先生術センターは換算としています。スタッフも腫れた顔で座っています。先生術師の妻は苦しんでいます。 誰もが次に何が起こるのかを心配しています。母親からさらに多くのことを知った後、バサンテはまるで秘密の部屋に座って話を聞いているかのように感じます。バサンテは過去を後悔している。彼の心に疑問が浮かびます。なぜ私はババの活動をちゃんと見ていなかったのか なぜ今日まで家の部屋をチェックしなかったのですかなぜキャンパスから出てきて簡単にやっていたことなのかそして彼の心が答えを出します私は村の貧しい少年です。父は私に愛情を与え、私に食事と勉強を手配し、知識を習得する環境を与えてくれました。そんな人は世界に一人もいません。 彼は私のロールモデルでした。理想的な人物については疑問の余地はありません。私も常に彼を尊敬していました。そうかもしれない。バサンテですら物置に行ってみることはなかった。家は大きく、部屋は広く、倉庫はいっぱいでなければなりません。特別な時、部屋に鍵を置き、 先生術師自身がその鍵を保管しているという物語が映画のように頭の中で再生され始めました。これらのことを思い出して、バサンテは状況が同じだったと感じますが、心はそれを受け入れることができません。今日、状況の新たなページが彼の前に置かれ、それは開かれていますが、まるでカーテンの中にいるかのようです。 朝食を持ってババに会いに行く。午後に帰宅する人々に会い、自習をするほか、夕方には再び父親に会いに行き、夕方には母親を慰めることがバサンテの日課となっている。これが彼の日常生活の3ヶ月間です。3ヶ月後には法廷に出廷することになる。その後、 先生術師は警察署から法廷を経て刑務所に行きます。バサンテ氏は法律専門家とも定期的に連絡を取っているため、どのような処分が下されるかはまだわからない。彼は刑務所にいたにもかかわらず、定期的な面会に欠席することはなかった。警察署のようにお米を持っていく必要はありませんが、 定期的に果物を持ってきてくれます。ばばに代わってしなければならないこと以外のことはさせないでください。時々彼は母親も連れて行きます。海外にいる息子たちはこのニュースを聞いたが、ネパールに来て何かできないか考えようとはしない。母親が電話すると、何が起こっても法律に従っているからパニックにならないでください。 と言われます。他の人は連絡を取り続けません。母親には慰めとサポートの両方が必要です。バサンテさんは当時の家の状況が理解できず、父親は困っていたが、今後母親に迷惑をかけないよう気をつけていた。彼は村の父親や兄弟と定期的に連絡を取り合っており、彼らの問題に対処しています。 彼はまた、家族や社会の衰退についても懸念している。彼の関心は、全国の家族が安心できない場合に集団で何ができるかに焦点を当てている。家庭でもそのような状況があり、生活はストレスフルで、教祖の学位の最終試験も近づいています。バサンテには四方八方からの緊張とプレッシャーがかかっている。 彼は思い出します。ストレスとプレッシャーが人を健康にするのですが、これは現実の試練です。それから彼は自分自身で決心しました私は今後のすべての試験に合格しなければなりません。それにはしっかり準備しなければなりません。私はすべての試験に合格します。そうやって彼は精神的に準備を整えていくのです。 バサンテがすべてを管理します。最近では彼は多くの人々の完全な守護者となっています。ある日、先生術師に会いに行ったとき、彼はバサンテにこう言いました。今日は君と話したいことがたくさんあるんだ。辛抱強く私の話を聞いてください。ここでもっと話したいことがあるのですが。 どれだけ話しても時間をくれませんかバサンテは真剣になり、話を聞く準備ができました。それから先生術師ばばは言い始めます男の子。私はパンチタール地区の村で生まれました。生まれた時、私はとても病気でした。パンディットさんは辛くで生まれた後も病気になったという人もいる。 私たちのカラクはパンディットのカラクです父親も祖父もパンディットでした。私が子供の頃、父は私をとても愛してくれて幸せな気持ちにさせてくれました。そんなことは何もありませんでした。その時私はとても弱くて弱っていました。私の父はかつて先生術師と一緒に中国を見るためにダンクタへ行きました。 その先生術師はネパール東部の丘陵地帯では有名な先生術師でした。先生術師は私の名前を見て、この子は生き延びる可能性が低いと言い、その後父親はとても悲しんだそうです。父はすぐに解決策は何かと尋ねました。先生術師は同い年の男の子と友達になるべきだと言っています。 星はあの少年の元に移ります。死んでも死ぬ、彼はあなたの息子の一日が好転するだろうと言いました。その後、父は小さな息子を連れてパンチタールに行き、家を探しました。とにかく私を救いたかったからです。同時に、彼は長い間行方不明になり、探していたところ、 あなたの父親の家が経済的に貧しかったことと、あなたの父親が私と同じ年齢であることを知り、私に友好を申し出てくれました。彼らはあえて嬉しいです。カナル場合は、私たちがそれを装着したと言いました。あなたが知っている、あなたの父親の家族は、そのような複雑な友情について何を知っていますか その後、私の病気は治りました。あなたのお父さんはよく病気でした。その出来事以来、父の先生術師に対する信頼は急激に高まりました。数年後、彼は私を同じ先生術師のところに連れて行き、こう言いました。私は息子にも先生術を教えていますが、 息子の将来がどうなるかを見なければなりません。先生術も読める、それからその決断はうまくいき、私が先生術を読みやすいようにバナラスにあるアシュラムの住所を教えてくれました。彼はまた、食べ物や宿泊施設に不足がないように手配してくれました。当時、 パンチタールのような山男がバラナシの町に行ってお金を払って勉強することは不可能でした。アシュラムはかつてネパールからの学生の主な目的地でした。ああ。バナラスではうまく勉強できませんでした。山で生まれた子供としてバナラスの環境で生きていくのは非常に困難でした。私はアシュラムに滞在し、 アシュラムの規則に従い、本を読み、グルに奉仕しました。通常レベルの勉強と上司への奉仕をしながら日々を過ごすことが私たちの日課となった。教祖と使用人は独自の服装をしており、規律と行動は非常に厳しく、全員が長い髭と髪をしていました。 教祖たちは私たちが知らない特定の食べ物を食べていましたし、彼らの道徳的行動も異なり、時にはメイドのサービスも受けていました。バラナシの街路にはネパール語を話す人々がいた。ネパール方面の雨は少しずつやみました。年に一度、父も遊びに来ていました。 かつてはネパールのほぼすべての地区から学生が勉強するためにそこに来ていました。バナラス市はインド全土の教育の中心地として知られていました。私は北マディアプラデーシュ州で通常の方法でレベルの学習を完了しました。私は別々に仕事をし、自分の部屋に座ってシャーストリーレベルを勉強しました。 私のおじもそこに来て、ビジネスに関与しました。彼はサリーショップを経営しており、商売は順調でした。当時、ネパール系商人の商売も順調でした。私がシャストリゴを勉強していた時に彼女と結婚しました。彼女の家族は代々そこに住んでいる家族でした。彼らの山の故郷防治プールへ、 シャストリーを勉強している時に、私は間違ってバナーラスと出会い、麻薬を摂取するようになりました。私もそれらの商品を売ってかなりのお金を稼ぎました。私が悪かったのを見て、ギフは私たちをカトマンズに送ることに決めました。彼らはカトマンズに来て、私たちのためにガウリガットにニロパニーの土地を購入しました。 最初、私たちはネパールに来て、その土地に定住しました。当時、カトマンズの土地の値段はそれほど高くありませんでした。私がバナーラスからカトマンズに来た時、私はシャーストリーレベルの学習を完了していませんでした。同様に先生術も完成していませんでした。 バナーラスで私は偽の証明書を作成し、カトマンズに先生術センターを開きました。当初、人々は先生術センターにサービスを求めてきたわけではありませんでした。私はパシュパティ地区で密かに麻薬を供給し、かなりのお金を稼いでいました。そのお金のおかげでカトマンズでの滞在が楽になりました。 最近、私はカトマンズの有名な先生術師と呼ばれています。私の秘密呼ぶよ、人々が信じた後は何も驚くべきことはありません。幼い頃に海外にいた息子たち先度息子たちは少しずつ遠ざかっていきました。あなたが家に帰ってきた時、私はあなたを愛し始めました。 金融危機の時に麻薬ビジネスが私を助けてくれたので、隠れてそのビジネスを続けました。国際的な麻薬売人も私に加わりました。私はたくさんのお金を稼ぎました。バルディアでは、4つの農業会社が設立され、40ビガの土地が追加され、同様にサプタリにも40ビガの土地が追加されました。 私はそれを知りません。私の妻はそれについて知っていますが、それを見に行ったことはありません。私は宗教と伝統を装って名声を上げましたが、心の中では後悔の念に燃えていました。私の魂は私を悲しませました。私は心を落ち着かせるために、 私のような自然を求める人々の話を聞くのが好きでした。心が落ち着くのでそうしていました。あなたは私の家に来て、パンクターの聖なる空気と水を飲んで育ちました。私はあなたがカトマンズのゴミに紛れ込まないようにお金を止めたわけではありません。あなたの中の神聖な考えが強化されるように、 私は会議的な僕の話をしました。良い環境を手に入れないと人間は劣化してしまうので全てから守られてしまいます。あなたは成熟していて社会を理解しています。時間が経ったので、さらに詳しくご紹介させていただきます。私のクライアントに、 月曜日自体に地球の平和が訪れるはずだと信じさせるのが伝統です。彼らの誰も、私さえも、地球平和の方法を知りませんでした。しかし、人類は羊のようなものです。何かが起こると、彼らはそこに行きます。誰も現実に耳を傾けません。おい。 これまで警察は私の薬物捜査しかしてこなかった。語はゴールドビジネスの範囲でも書かれます。私の学歴偽造集団は麻薬取引や野生生物の違法取引に関わっています。私のいくつかの間違いに基づいて、彼らは私をこの網に閉じ込めました。今、私は法を掌握しています。 ちょうど警察が私の犯罪を捜査しているのと同じだ。そこから逃れることはできません。坊や、今度は先生術師の母親に使えなければなりません。大切にするということは、生きるまで大切にして、死んだら捨てるということです。先生術師ハリナラヤンが窓の外で話しているバサンテの場面を、 窓の内側から興味深く見ている人もいる。刑務所の警備員と警察の中にいるので、今日はいくら話しても自由で、消灯時のランプのように明るさはありますが、時間は好ましくありません。ぼっちゃん、今日はたくさん話します。彼はこう言います。あなたは成熟しているということを一つだけ言っておきます。 マイナスにならないでください。バサンテは言います。教えてください。先生術師はこう言います。おい、今私は刑務所の中で死ぬかもしれない。私が死んだら、あなたは村からお父さんと弟を呼んで、その家に住んでください。あなたのお父さんは、幼い頃に気づかずに私のために諦めていたのです。 私の妻はあなたの母親です。彼女はあなたのお父さんと結婚の取り決めをしました do it と4人家族が完成しました。もしあなたたち4人の誰かが離れてしまったら、私の魂は平安を得ることができません。それを修正しなければなりません。 約束して、男の子先生術師ババから想像を超えた話を聞いて涙するバサンて。その時、先生術師はこう言います少年よ、強くあれ。弱くなることはできません。さらに言いたいことがあります。自宅の礼拝室に鍵のついた箱があり、私の死後にその箱を開けることができます。土地権利書。 その他の書類や手紙があります。それからそれを開いて、あなたの知恵を使って作業してください。人生で間違いを犯さないでください。一つの間違いを隠すには1000回の間違いをしなければならないので、一つの間違いも犯さないようにしましょう。間違いを犯した場合は直ちに公表し、謝罪してください。 人間は間違いを犯すかもしれませんが、それは修正されるべきです。改善できなければ人生は破綻してしまいます。今私を見てください。同様に、先生術師ハリナラヤンもバサンテに多くのことを語りました。バサンテは首を振って耳を傾けた。彼は海外にいる息子たちのことを覚えている。彼はまた、 パンチタールにいる友人のことも思い出した。そして最後に、彼は妻のことを思い出し、バサンテに別れるよう頼んだ。バサンテはそこから休暇を取り、家に帰りました。彼は道路がいつ寸断されたのか知りませんでした。彼が腹を立てたのは家に帰ってからでした。その時、 彼は刑務所と自宅の間に距離がないと感じました。彼は家に帰り、結婚以外のすべてのことを母親に話しました。何が起こっても誰も変えることはできないという言葉があるように、起こったことは起こったことです。昼が過ぎ、夜も過ぎた。翌朝。 先生術師ハリナラヤンが夜に刑務所のトイレで首をつって自殺したというニュースが入った。彼は過去にいました。その犯罪は証明されようとしていた。彼は罰を予測しに行きました。彼は家族に最後のメッセージを送り、自殺した。仮葬の前に、法的手続きを完了した後、遺体はパシュパティに運ばれた。 バサンテ自身も最後の仮想に立ち会った。こうして先生術師ハリナラヤンの生涯は幕を閉じた。ハリナラヤンのおかげで、バサンテはよく熟しました。彼は大学院研究の特別カテゴリーに合格しました。 彼の研究テーマはネパール文化でした。先生術センターを通じて、彼は内的および外的な知識を獲得しました。彼は人生を理解し、世界を理解しました。彼は自分の義務を理解していました。彼はこれからもこの家族に感謝するでしょう。もし彼がハリナラヤンに来ていなかったら、 このように成長する機会はなかったでしょう。彼は突然昔のことを思い出した。彼は自分の人生に関わったすべての人々を思い出し、心の底から感謝の意を表した。彼らはガウリガットの家に滞在していました。今、警備員を自宅に常駐させるコストが上がるだけなら、警備員を常駐させる制度は廃止されるだろう。 残りの家族も同じように暮らしています。時間が経つにつれて、先生術師ハリナラヤンが言ったことはすべて家では言えなくなり、その後、彼は内心取り乱します。誰に話すべきか話しているとき、彼は再びカーナルのことを思い出します。バサンテは先生術師の約束だった難しいモードでナあるおじさんからアドバイスを受ける。 かなるおじさんは言います。ああ、ハリナラヤンダイが重大な問題を提起しました。死の際、誰かとの約束が果たされなかった場合、死んだ魂がその人を苦しめる可能性があります。私はその社会的側面を研究し、解決策を見つけなければなりません。心配しないでください。私はこの問題に同意します。 カナルはバサンテの困難な人生の助けてとなりました。カナルアンクルさんは多くの社会人に相談した結果、先生術師ハリナラヤンの願いを叶えることが家族の幸福であると結論付けた。一年後、バサンテは村から兄と父親を連れて電話をかけます。全員が同じ家に住むことに同意すると、家に幸せが戻ります。 最初、母親は結婚について合意に達することができませんでした。カナルおじさんは、世界中の様々な人々の生活の中で起こった出来事の例を挙げ、人は社会のやり方に従うのではなく、それらの出来事からインスピレーションを得るべきであると述べています。ネパールの先輩芸術家や作家も、 人生の最後の瞬間に再婚した例を挙げています。人生の成熟期に結婚すると、人生の良き友人のような感覚が目覚めます。喜びや悲しみが交換され、聞いて話す機会があり、家族の他のメンバーの間で幸福や喜びを見つけることができます。結局、母親も同意してくれました。カナルのおじは、 先生術師の家族に関係する親戚全員に相談します。海外にいる息子たちも大丈夫と言っています。逆に向こうからは礼を挙げて励ますが、ネパールには来られないという。みんなのアドバイスに従って、バサンテのお父さんとお母さんは結婚することになりました。 バサンテさんの父親は何の反応も示さずに同意した。彼は何年も荒れていた畑に雨が降った後、梨がそこら中に成長したことを覚えています。このようにしてバラバラになった二つの家族が非常に簡単かつ困難な状況の中で再会します。最初の数日は大変に感じますが、 徐々に快適な環境になっていきます。先生術師ハリナラヤンが言ったことの中には、礼拝室の箱を開けるべきだというものがあります。家族だけが一緒にその箱を開けようとはしません。そこでもまた、カナルおじさんの必要性が感じられます。彼らは、カナールのおじに電話することによってのみ箱を開けることにしました。 サイトは箱を開けろと叫び、カーナルおじの前で彼らは箱を開けます。箱を開けると、バルディアとサプタリからの80ビがの土地書類、会社登録証明書、そしていくつかの手紙が入っています。様々な農業会社の登記書や税務書には登録証明書があり、 中には特別な種類の魅力的な花輪が入った長封筒に入った手紙もあります。それは普通に見えますが、何か超自然的です。彼らが手紙を開けると、その手紙は先生術師ハリナラヤンに当てられていました。トゥンガーナーとウパディアイは、ネパール語と文化の復興に取り組んでいる学者です。 彼は社会奉仕の分野で重要な仕事をしてきました。ゥンガーナートはネパール語と文化の原始的な基盤に取り組んでいたため、彼の名前と名声は国中に広がりました。優れた賢者、先生術師としてハリナラヤンについて聞いた。両者の間では書簡のやりとりはあったが、直接の会談はなかった。 箱の中から見つかった手紙は、ジュムラ州信者バレエの学者、トゥンナート・ウパディア・ヤネウパネさんからハリナラ・ヤンさんへの贈り物と共に贈られたものだった。手紙の形式は次の通りです。親愛なる友人、先生術師ハリナラ・ヤンジ・カトマンズのガウリ・ガット。私は信者バレエ出身のトゥンナート・ウパディア・ヤネウパネさんを思い出しています。 お会いしたことはありませんが、多くの方からお話を聞きました。東洋哲学の十分な知識を身につけ、ネパール文化とネパール語に奉仕し続けた後、バナーラスを離れ、カトマンズのパシュパティナート地域に来ていただき、心より感謝申し上げます。ネパール語の発祥の地は信者渓谷です。 私はこの聖地からあなたを思い出しています。私はこの手紙をカトマンズに来る人に送りました。この中には、すべての村を一緒に礼拝した後、カナカスンダリ寺院から送った花輪があります。ネパール語とネパール文化発祥の地から送られる神聖なガーランドは、あなたの神聖な心をいつまでも大切にしてくれます。 それはあなたの友達です、トゥンナスーパディアイヌパネ、信者バレージュムラ。それは前述の信者から送られた手紙の中にあり、その下の同じページで、先生術師ハリナラヤンはバサンテに当てて次のように書いています。親愛なる息子バサンテよ、もっと愛してくださいある日、私はジュムラから手紙を受け取りました。 私は手紙を開いて読みました。その手紙は私の心に響きました。私はその手紙を送った学者について調べました。彼は真実を愛し、忠実なソーシャルワーカーでした。信者文明とカナカスンダリ寺院について勉強しました。広大なネパールの世界はここから生まれました。 私たちが話す言語はそこから進化しました。彼は神聖な気持ちを込めて、その象徴としてそのロザリオを遠くから送ったのです。神聖な精神を持っているので、彼は私の外皮を私の本当の姿だと考えていたかもしれませんが、私の内なる評価では、私は不道徳な行為と犯罪の外見の中に埋もれているので、 私はその感情的な花輪を身につける立場にありません。あなたは若く、教育を受けており、純粋です。彼は多くの人々の秘密を聞いており、この社会をよく知っており、ネパールを理解しています。今、彼はネパール語とネパール文化の保存を鼓舞するために花輪を身につけなければなりません。 ネパール語と文化の保存キャンペーン私たちの本来のアイデンティティはネパール語とネパール文化の中にあります。それが終われば私たちの存在も終わります。先生術師はバサンテに当てて、マハーバーラタ、デカルナはこういった戦争にはアルジュナが勝つだろうが、事情により私はドゥルヨーダナのそばで戦わなければならないだろう。いいね。 許してください。状況が私をこのような状態に導いたことを思い出してください。カナカスンダリ寺院に行けない場合は、カトマンズのチョコットデビ寺院に行って祈ってください。チョコットデビ寺院は、カトマンズのダクシンカリシの限界集落の上の丘の上にあります。徐々にネパール中の人々が、 あのちょこっとデビジーンの栄光を知るようになるでしょう。カトマンズの住民もその地域、重要性、名声を理解するでしょう。あなたを愛する同じ父親、先生術師のハリナラアンです。手紙を読んだ後、誰もがショックを受けます。バサンテはより真剣になり、自分の責任を認識します。 それから母親はカナルおじさんにもう少し助けを求めます。彼女はカナルに費用の手配を依頼し、バルディアの土地とサプタリルプナガルの土地、農業会社の法的地位と現在の状況についての実践的な知識をバサンテに与えるように、カナルおじさんは会社の登記書類を見ています。15年前に登録された文書があります。 会社登記書、税務署、財産管理所、地方自治体など、どこでも回収する必要があります。土地は農業会社の名義ではあるが、地元の村人たちは契約に基づいて農場を稼いでいる。会社が更新されたことを確認することなく、他人の名前で会社のブランドを変更したり売却したりすることはできません。 これらの実践的な側面に関する知識はバサンテに役立ちます。寺井の土地は土で耕されています。東と西の土地を見に行くという口実で、カナルおじさんはバサンテにネパールの地理についての詳しい情報を提供します。東と西を旅してカトマンズに来た時、母はバサンテにこう尋ねます。土地に貪欲ですか 息子、バサンテは答えます。土地は全て良いですが、私はそれを楽しみたいとは思いません。見てください。息子よ、私たちはその土地で汗を流したことがありません。政府は後でいくつかの規則を作ることによってあなたの父親が言ったその財産を裁くでしょう。それをしてください。貪欲にならないでください。 私たちには私たちに届くべき私たち自身の富があります。ネパールの東と西について知っていただけるよう、カトマンズ以外の地域のみを紹介しました。象徴的に言えば、寺井の場所はそういう場所です。丘のほとんどすべての場所がパンクタールのようです。ヒマラヤ部分にも行ったことはありません。 先生術師ハリナラヤンババへの手紙は信者からヒマラヤ地域です。ネパールは山、丘、平野の組み合わせによって完璧さを生み出しています。ヒマールからタライまでネパール文化とネパール語は重要な役割を果たしています。ネパール全体はネパール語とネパール文化を基盤として成長しており、 ネパールは世界的によく知られています。彼はネパールの歴史と文化を深く研究しています。そこには独自の誇り高い伝統があります。私たちネパール人はみんな強いネパール人としてのアイデンティティを持って生きるべきです。最近、ネパールは四方八方から攻撃を受けています。一般に、 攻撃は存在しませんが、言語に対する攻撃、文化に対する攻撃、政治に対する攻撃、そして州のあらゆる分野に対する攻撃が存在します。何人の外国人が攻撃してるのネパール人としてのアイデンティティを確立するために愛国者になったネパール人が何人いるでしょうかこの国の司法、行政、 立法府の人々は歪められつつある。今日、あらゆる分野で歪みが生じています。状態の上半身から下半身までドスケベ状態に浸っています。お父さん、あなたは有能で、純粋で、若いです。あなたのような多くの若者がこの国を浄化すべきです。あなたが私たちの荒れ果てた家を守るように、 私たちの母親も守ってください。あなたのお母さんは私より年上です。あなたのお母さんはネパールの土壌です。私の母も粘土です。私たちはすべての母親であり、私たちは皆粘土です。土とは国を意味します。土の上の装飾は言語であり文化です。ネパールはネパールの土壌、ネパール文化。 ネパール語の統一された形態であり、多くの民族や言語を話す人々が保護されてきました。今日の必要性は、ネパール文化とネパール語のカースト、文化、言語、伝統と習慣を保護することによって、統一され、文明化され、教育され、発展したネパールを作り出すことです。そのためには、 皆さんも皆さんのような若者も真摯に取り組むべきです。今日まで私はあなたに何も求めていません。でも今日は約束してください。バサンテは立ち上がって、ゆっくりと両拳を握り、両手を上げ、目を閉じて叫びます。はい、お母さん、今私たち若者は目を覚まします。カーナルネパール万歳。 If you like this novel share with your friends. सभी श्रोताओं को धन्यवाद आपके धैर्य के लिए धन्यवाद अगर आपको यह उपन्यास पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ साझा करें